雪中牧、谷崎淳一郎二十悦子は帰ってきた日一日だけ休んで翌日から学校へ通い始めたが雪子は二十三日の間というもの日が経つほどだんだん疲労が出てくるようなのであんまを取ったり昼寝をしたりして暮らしたそして退屈すると一人 テラスの椅子に腰掛けて庭を眺めては時を過ごしたここの庭は秋よりは春の花を好む女主人の趣味を反映しているのかわずかに月山の陰に貧弱な冬が咲いているのとシュタルの境界寄りに一草むらの白萩がしなだれている外には今は格別人目を引くような彩りもない夏の間に 思い切り葉をしげらした、先段と青切りとが厚苦しそうな枝を広げ、芝生が一面に濃い緑の毛線を伸べている景色は、彼女が、先日、東京へ立って行った当時と、大した変わりはないのであるが、それでも、幾分か日差しが弱くなり、ほのかながら、総量の木が流れている中に、どこからか、木製の匂いが漂うてきたりして、さすがに、 この辺にも秋の忍び寄ったことが感じられる。もう、このテラスに渡してある日王医の吉津張も、近日取り除けなければならない。彼女は、そんなことを思いながら、いつも見慣れている我が家の庭を、この二十三日は、ひどくゆかしく眺めるのであった。本当に、たまには、旅行もしてみるものである。ほんの十日ばかり、家を空けたに過ぎないけれども、 旅慣れないせいせか、なんだか、一と月も留守にしていたような気がして、久しぶりに我が家へ帰った喜びがしみじみと湧く。と、彼女は、またしても、幸子が滞在中、ともすればさもゆかしそうに、あるいは名残惜しそうに、この庭の落ちこちに、着くむことがあるのを思い起こした。こうして見ると、幸子ばかりではない。自分もやはり生粋の関西人であり、 どんなに深く関西の風土に愛着しているかが分かる別に取り立てて風情もないずまらないこの庭だけれどもここに着んで松の木の多い空気の匂いを嗅ぎ六甲方面の山々を望み澄んだ空を仰ぐだけでも半身間ほど住み心地の良い和やかな土地はないように感じるそれにしてもあのざわざわした埃っぽい白茶 桁東京というところは何という嫌な都会であろう。東京とこちらとでは風の肌触りからして違うとユ子が口癖のように言うのも最もである。ああいうところに移転しないで済まされる自分は姉やユ子に比べてどんなに幸福であるか知れない。ユ子はその感想に浸ることがこの上もなく楽しいのであったがおはるどん。 あんたは日光見物までさしてもろてええことしたけどあたしは東京というところちょっともええことあれへんなんだやっぱり自分の家が一番やわとお春を捕まえて行ったりした太子は夏中休んでいた制作の仕事をこの間から始めようと思いながら留守中は外出することを控えていたのであると言って キコが帰ったあくる日から宿川へ通い出した。洋裁学院の方は、まだいつ始まるか分からず、山村の師匠もああいうことになってしまって、差し当たり、制作より、外に仕事がないので、こういう機会に兼ねてから考えていたフランス語の稽古をしようかと思うのだけれども、などとも言ったが、それなら、マダム塚本に来てもらおう、私も。 ゆきこちゃんが止めてから止めているけれど、恋さんが始めるなら始めても良い、とゆきこが言うと、うちは初歩から習うのだから、一緒では、具合が悪い、それに、フランス人は月謝が高いから、と言って笑った。板倉は、一度、妙子の不在の時に立ち寄って、ご両人様がお帰りになったので、ご挨拶に伺いましたと、テラスで、二三十分ゆきこの相手をし、 台所へ回って、お春に日光の話を聞いて帰ったきるであった。実は、雪子は、疲労の回復を待つ一方、良い折を伺っていたのであったが、そういう風にして日が経つうちに、奇妙なことには、東京から、持ち越しの疑念が、次第に薄らいでいきつつあった。あの朝浜屋の一室で、手紙を開けた時の驚き、その翌日も引き続いて、 皮脂と胸を締め付けていた幽霊信頼へ潜り込んでからも、沼のように、夜中自分を苦しめた問題、あの時はあんなに急迫した、一日も捨ておけない事件であると感じられたのに、不思議にも我が家へ戻って、朗らかな朝を迎えた瞬間から、だんだん緊張がたるみ始めて、そう慌てないでもよいように思われ出してきた。一体、ユキコは、もし、問題が、 ユキコの素行に関することであったなら、誰が何と言ってきても、最初から取り上げるはずはなく、根もない抽象であるとして退けてしまうに極まっているが、太子は、前に、一度事件を起こしたことがあり、自分やユキコとは、ちょっと、心臓の打ち方の違ったところがある妹なので、まあ、露骨に言えば、全幅的には信用していない点があった。さればこそ、 あの手紙に狼狽させられたわけであるが帰宅してから妙子の態度に何の変化も認められず晴れやかな顔つきをしているのを見るとこの妹にそんな後ろ暗いことがありそうもないという気分の方が強くなってあの時あんなに慌てたのがおかしくさえ思えてくるのであったどうも今から考えると自分も東京にいた間は 悦子の神経衰弱が感染していたのかもしれない。実際、東京のあのイライラした空気の中にいれば、自分のようなものは神経が変にならずにはいない。やはりあの時心配したのは病的だったので、今の判断が正しいのではないであろうか。で、帰ってきてから1週間ほど過ぎたある日、彼女が。 そのことを太古に切り出す機会を捉えたのは、そんなふうに、大分気持ちが楽になっていた時であった。その日、太古は、割合に、早く宿側から戻って、2階の自分の居間へ登って、居間仕事部屋から持って帰った、古問の石持ちを着た年間の女の、庭下駄を履いて、石灯籠の下に尊虚待っている人形。それは、虫の音という台で、女が、 虫の音に聞き入っている感じを出すのだと言って、かねてから苦心していた作であったが、を、宅の上に置いて見入っていたが、そこへゆきコは、まあ、ようできてるわな、と言いながら入っていった。ええやろ、これ。ええわ、ほんまに。近頃の傑作やわ。若い女にせんと、年間にしたのんが、ええこうやったわな、寂しい感じが出て、 そして、彼女は、なお、二つ三つ批評を加えて、ちょっと、言葉を解き出してから、小井さん、と言った。あたし、実は、こないだ、東京に行ってたときに、決体な手紙もらう点は誰からと、太子は、まだ、人形の方へ目を据えたまま、何気なく言ったが、警棒からやわ、とゆき子が言うと、ふーん。 とっって姉の方へ向き直ったこれやけどな。ユ子は、西洋封筒のまま、その手紙を懐から取り出しながら、これ、どんなことが書いてあるか、小井さんわかるやろか。大概わかってる、板倉のことと違うやろか。宗やは、まあ読んでごらん。太子は、こんな場合に、あまり顔色などを変えない、悠々迫らずと言った。 風な落ち着き払ったところがあって、端から腹をうかがいにくいのであるが、今もユキコが見ていると、三つ葉の書簡線を、静かに卓の上に述べ、眉一つ動かさずに、一枚裏を返して、じっくりと読んだ。アホーらしい。この手紙のことやったら、中安ちゃんにうんつけてやるいうて、こないだから脅かされててんわ。あたしは、まったく、寝耳に水やったのんで。 どんなにびっくり刺されたか。こんなこと、相手に銭と置いてほしい。自分から手紙あげたこと、恋さんには言わんといてくださいと書いてあるけど、誰に相談するよりも、直かに恋さんにぶつかるのんが、一番早い思うよってに、聞くねんは、まさか本当やないのんやろ。アキラちゃんは、自分が浮気するよってに、人まで、そんな風に疑うねん。それでも、 コいさん、板倉をどう思うてるのん。あんな人、問題にしてへんわ。うち、アキラちゃんの言うような意味と違うけど、板倉には感謝してるねん。命助けられた恩人のこと、悪く思うたらすまんさかいに。それやったら、わかってる。きっと、そうやろう思うてたわ。妙子の話だと、奥端が、彼女とイタとの間を疑い出したのは、 手紙には、水害の時以来とあるけれども、実際はその前からであるらしく、彼女には遠慮していたが、板倉には、ちょいちょい嫌みを言っていたのであることが、ずっと後になってから分かった。最初、板倉は、自分だけが、芦屋の家へ、自由に出入りすることを許されていて、奥端には許されていないという事実。それが、奥端は、なんとなく尺に触って、 焼けてならないので子供じみた憤慢を漏らすのだと思って軽く聞き流していたのであったが水害以来急に言い方が悪毒なりかつ太古にも疑念をぶちまけるまでになったでも奥端はこれは君にだけ聞いてみるので板倉は知らないことだからあいつには黙っていてほしいと言っていたしまた実際自尊心の強い奥端が まさかタ倉子はそのことについて直接板倉と話し合うことを避けていたが板倉もまた彼が責められていることを太古子には話さずにいたのであったそして太古子はそのことが原因で奥端とちょっとした餌会いをし電話がかかってもすねて出なかったりわざと会う機会を与えなかったりしたことがあったがあまり 奥端の木の揉み方が真剣なので、かわいそうになってきて、ごく最近、というのは、この手紙にもある通り、今月の三日に久しぶりで会った。いつも、彼女が奥端と会うのは、仕事部屋へ往復する途中に待ち合わす場所があるらしく、奥端の手紙にも、宿側でお目にかかった胸を記しているが、どういう風にしてどこで落ち合うのか、詳しい様子は語ったことがない。 ユキコが聞くと、あの辺りの松林を散歩しながら話をして別れるのだと言っていたその時奥端は、いろいろ証拠がこぞっていると言って、この手紙にあるようなことを持ち出して、太鼓を詰まり、板倉と絶交してくれなどと言ったが、太鼓は、命の恩人である人と絶交するのは道でないからと、それは拒絶して、今後なるべく会わないようにすること。あまり 板倉がラガアを訪問しないように仕向けること仕事の上の関係宣伝写真の移植は完全に絶縁することとうとうを約束したでその約束を履行するには結局板倉に理由を説明しなければならなくなったので彼女は自分の一存で初めて彼に事情を話したのであったが話してみると板倉は板倉で口止めをさせられ 同じような約束を迫られていることが分かったまあそういったようなわけなのでその約束をしてから以後つまり今月の3日以来というもの自分は一度も板倉に会っていないし板倉も自分を訪ねてこないただ中杏ちゃんも帰りやはったのに急にぱったりうかがわないようになっても変だからといって先日挨拶に見えたのだけれどもそれも わざと自分のいない時刻を選んできたのである。と、そう太子は言うのであった。しかし、太古の方はそれでよいとして、板倉は、太古をどう思っているのであろうか。奥端が太古を疑うのは、いわれがないとしても、板倉を疑うのは、無理のないところもある。奥端に言わせると、太古は、何も板倉に助けてもらったことを恩に着るには及ばない。 なぜといって、板倉の英雄的行動には、最初から目的があったのだ。あの狡猾な男が、何か、偉大なる報酬を予想することなしに、ああいう危険を冒すはずがない。彼は、あの朝、早くから身支度をして、あの辺りをうろうろしていたというが、さように、彼の行動は、全く計画的だったのだ。そういう身の程知らずの野望を抱くような男に、 感謝する理由がどこにあろうか第一彼自身、九種の恋人を横取りしようなどと、ごう音のことを考えているではないか。というのだそうであるが、板倉は、また、それを極端に否定する。警棒の運や張ることは、えらい誤解だ。僕が、コイさんを助けてあげたのは、コイさんが警棒の恋人であるからだ。僕は、 昔のご主人のご恩を忘れないからこそ、命懸けで忠義を尽くしたつもりだのに、そんな風に取られてはやりきれない。僕だって常識があるから、自分のようなもののところに、恋さんが来てくれはるかどうかぐらい、わかっている。と、そういうのであるという。それなら、太子は、この二人の言い分をどう判断しているかというと、正直のところ、うちは、 板倉の本当の気持ちを薄々感じていないではない。板倉も離婚だから、離婚だから、わままそんなことを色にも出しはしないが、あれまでの冒険をしてうちを助けてくれたのは、多分単純な旧主人への恩返しや忠義ばかりではないであろう。彼自身それを意識しているかどうかは別として、警棒に忠義を尽くすよりはうちに忠義を尽くしているのかもしれない。が 仮にそうであったとしても何も差し支えないわけである。彼が拉致を超えない限りこちらも知って知らんかをしていたらよい。だから、もう明ちゃんも疑念を晴らして安心している。おそらく、今では、中杏ちゃんに、こんな手紙を書いたことを後悔しているであろう。板倉みたいなもん、うちをどないぞ思うてるなら思わしといたら、エえのに、おかしいわ、明ちゃんは。 恋さんみたいに腹ができてたら何でもないけど警棒やったらそんなわけにいかんやろな太子はもう近頃はユキコの前で大平になっているので帯の間から白べっ甲の煙草入りを出して昨今では貴重な舶来のコンクを1本取ってライターを転じたそして彼女の特徴である肉の厚い唇をまん丸く開けて 和を順々に吹き送りながら、しばらく思案していたが、そういえば、陽光の話。と、ゆき子の方へ横顔を見せたままで言った。中あんちゃん、考えてくれたか知らん。ふん、そのことも考えてはいるねんけど、東京で、そんな話でえへんなんだ。姉ちゃんといろいろ話したときに、口元まででかかったけど、 お金の問題が絡んでる境に、安盛言いでさなんだらあかん思うて、今度は、何も言わんとおいた。言うのんやったら、帝之助兄さんから言うてもらおう。帝之助兄さんはどう言うてはるのん恋さんの一切真面目でしっかりしてるのんやったら、取り継いであげてもええとは言うてはるねんけど、オーラともみに、戦争始まりはせんか言うて、心配してはるねん。 始まるやろかどうかわからんけどもうちょっと形勢を見てからにしたらどないやろう言うてはるねんそれもそうやけど玉木先生が近いうちに行かはることになったんやわそんで行くのんやったら連れてったける言うてくれはるよってに実は幸子もこうなってきては板倉とはもちろんのこと奥端とも 一時太鼓を遠ざけるに越したことはないので、要向させるのも一策であると思っていたのであった。が、欧州の風雲が、ますます急を告げていることは、新聞で見ても明らかなので、そういうところへ、妹を一人旅立たせるのは、彼女としても不安であり、本家も許すはずがないので、躊躇していたのであるが、玉木女子が同行してくれるというなら、考え直す余地はあった。 妙子の言うのには玉木女子もそんなに長く行っているつもりではない。女子が往年パリへ行ったのはだいぶ前のことなので機会があったらもう一度出かけて最新の流行を研究してきたいと思っていた矢先今度の水害で校舎の改築をしなければならなくなったのでその期間を利用して出かけることにしたのであるからだいたい半年ぐらいで記帳するのである。 本当ならば、太子さんは、12年間滞在して修行した方が良いけれども、後に残るのが心細かったら、私と一緒に帰っていらっしゃい。半年でも行けば行っただけのことはあるし、私が運動して、なんとか肩書きぐらいはもらえるようにしてあげよう。今のところでは、来年の正月にたって、7、8月頃に帰る予定なので、まあ短期間のことであるから、その間に、 戦争が起こりもしまいが、起こったら起こったで、運を天に任せよう。そんな場合にも二人なら心強いし、幸い、私は、ドイツやイギリスにも知人があるから、いざという時には、避難先にも困らない、と、そう言ってくれているので、こんな良いよりはまたと。今度は、晶ちゃんも、いたくらことがあるよって、陽光に賛成してるねんわ。 宗太子は言うのであった。あたしかて賛成してもええけど、敬之助兄さんが、なんと、うんやはるか、とにかく相談してみよう。ぜひ賛成して、本家を解きつけてくれはるように、頼んでほしいねんわ。お正月やったら、そう急ぐことないわな。早い方がええことはええけど、今度はいつ東京へ行かはるやろ。今年のうちに、 もう十二編はいかはるやろう。まあ、恋さんはフランス語の稽古してなさい。と、ユキコは言った。二十一シュタルツ夫人は、その月の十五日、ロージェマリーとフリッツとを連れて、プレシデントクーリッチ号でマニラへ出版することになった。ロージェマリーは、エツコの東京滞在期間が思いのほか延びたので、エツコさんまだですか なぜ早く帰ってきませんと毎日留守宅の妙子やお手伝いたちを手こずらせる始末であったが悦子の帰宅後は彼女が学校から戻るのを待ちかねるようにして残るわずかな日数を一日も欠かさず一緒に遊び暮らしていたまず悦子が応接前カバンを置くと例の金網の垣根の下へ走って行ってルミーさん来たれ 片言のドイツ語で呼ぶ。するとロージェマリーが現れて垣根を踊り越えてこちらの庭駅は裸足になって芝生の上で縄跳びをするそれにフリッツやユキコやタイコなども加わることがあるエツコは1234などと1から230ぐらいまではドイツ語で数を言い早く早く とか、ルミーさん、何とぞ。とか、未だいけない。とか、そんな程度のことは、その外にもいろいろ使った。ある日のこと、教会の植え込みの茂みの方で、エツコさん、ごきげんよう。と、ローゼマリーが日本語で言うと、アウフ、ウィーダーゼーン。と、えつがドイツ語で言い、 ハンブルクへ行ったら、きっと手紙くださいね。悦子さんも手紙ください。ええ、あげます。きっと、きっと。ペーターさんに何卒よろしく。悦子さん。ルミーさん。フリッツさん。と呼び合う声がしていたかと思うと、突然、ドイッチュランと、ユーベル、アルレスの合唱が、ロージェマリーと、フリッツの声で聞こえ始めた。 ユキコがテラスへ出てみると、青霧の幹の程よい高さのところに、姉娘と弟の陽道とが登って、枝の上に立ってハンカチを振っているもとで、悦子がそれに応えながら、船出の光景を演じているのであった。まあ、ユキコも、早速、青霧の下へかけていって、ルミーさん、フリッツさん、と言いながら、不当に立った心持ちでハンカチを振った。 エツコさんのママさん、アウフ・ウィーダーゼーン。アウフ・ウィーダーゼーン。ごきげんよう、ルミーさん、きっと、また日本へいらっしゃいね。エツコさんのママさん、エツコさん、ハンブルクへ来てください。ええ、行きますよ。今にエツコが大急なったら、きっと行きますよ。ルミーさんも、達者でいてください。ユキコは、 そう言っているうちに、子供相手の遊戯であると思いながらも、目頭が熱くなるのを覚えた。シュタルツ夫人は、子供のしつけなども規則的でやかましく、ロージェマリーが、悦子の家に遊びに来ていても、一定の時間になると、必ずルミーと言って、垣根の向こうから呼んだものであるが、この10日ばかりの間は、幼い同士が、最後の名残を惜しむ気持ちに、 特別の心遣いをしているらしく、いつものように厳しくも言わなかったので、日が暮れると、2人は、また、家の中で遊んだ。例のごとく、応接間に、裸の人形を並べて、いろいろな衣装を着せる。しまいには、鈴を捕まえてきて、人形の代わりにそれへ着せる。ある時は、2人で、代わる代わるピアノを弾いたが、悦子さん。 何とぞもう一つ下さい。と、ロージェマリーはよくそう言った。それは、何とぞ、もう一曲弾いて下さいの意味なのであった。夫人は、夫・シュテルツ氏の出発が慌ただしかったので、後の荷物の整理、家財道具の処分等、一切の残務を一人で片付けているらしく、毎日忙しそうに立ち働いているのが、ユキコの家の二階からもうかがわれた。 そういえば、ユキコは、このドイツ人の一家が隣へ引き移ってきて以来、ことさら覗いてみるわけではなくとも、朝夕二階の縁側から、庭の方をかんおろすたびに、自然と、その家の裏口が目に入るところから、婦人や山の働きぶりだの、台所の様子だのを、手に取るように知ってしまったのであるが、いつ見ても、 コック状の器物がきちんと整頓していることは驚くべきものであった。料理用のストーブと調理ライトを中心にして、その周囲にアルマイトの湯沸かしやフライパンなどが大きいのから順々に必ず一定の場所に置いてあり、それらがいずれもきれいに磨かれて武器のようにピカピカしていた。そして洗濯、掃除、風呂の焚き付け。 食事の支度等々の時間が毎日版で押したように正確で、ユキコの家の者たちは、隣家の人たちのしている仕事を見れば、時計を見る必要がないほどであった。アマは、若い日本人の女が二人いたが、彼女たちについては、一度、ユキコの家との間に、ちょっとした事件を引き起こしたことがあった。それは、 今雇われている天たちの前にいた人たちの自分のこと、その天たちは、雪子などが見れば、骨身を惜しまずによく働く、まことに忠実な人々であったが、でも、彼女たちにしてみると、夫人の人使いがあまり激しいのが、かねてから不満だったのであろう。うちの奥様は、自分が先に立って、1分の時間を無駄にしないように、段取りをつけて用をなさるので、私たちも、 一つの仕事を済ませるとすぐ次の仕事へと追い立てられる私たちは日本人の家庭に雇われるよりはたくさんお給金をもらっているし家事についていろいろためになることも教えてもらうが何しろ一日中息つくところがある朝この天たちの日課になっているシュタルツの塀の外回りの掃除をユキ型の下働きのお秋が こちらの塀外を掃除するついでにしてしまったことがあった。おわきにすれば毎度シュタルツさんのアマさんたちがこちらの家の外回りを吐いてくれるのでたまにたった一回お礼心に吐いてやったのに過ぎないのであったがシュタルツ夫人がそれを見つけて自分たちの受け持ちの仕事をよそのお手伝いさんにしてもらうとはなんという不思議だらなことかとひどくアマたちを叱ったので。 マたちも負けてはいなかった何も自分たちは仕事をずるけたわけでもなければおあきさんに頼んだのでもないおあきさんが好意でしてくれたまででそれも今朝だけのことなのだから悪ければ二度としてもらわないと彼女たちは言うのであったが言葉の通じないせいもあって夫人が容易に許さないのでそれならお暇をいただきましょうよろしいどうぞ出て行ってください とというところままで来てしまったゆき子はお秋から事情を聞いて仲裁に入ろうとしたけれどもそうなるとアたちの方がかえって強硬でいいえありがとうございますがこちらさんの関係したことではないのですから何もおっしゃっしゃらないでください実は今日のことばかりではないのです私たちは随分一生懸命に働いているつもりなのですがうちの奥さんは それを少しも認めてくださらないで、似た言目には、あなた方は、頭が悪い、頭が悪いと言われます。それは、なるほど、私たちは、とても、あの奥さんの頭の良さにはかないませんけれども、私たちがどれだけ忠実な、役に立つ人間であったかということは、外の人を雇ってご覧になれば、お分かりになる。それから、間もなく、今のアマたちが来るには来たけれども、 やはり前の天たちは、ああ言って憤慨しただけのものはあって、頭の働きも、仕事の能率も、二人ながら群を抜いていたので、夫人も後になってから、私、あの人たちに暇を出したのは間違いでしたと、ユキコに漏らしたことがあった。夫人の主婦ぶりがどんなものであるかは、この一時でも明らかであるが、だからといって、規則ずくめの幻覚一方の人ではなくて、 情愛の深い優しい反面もあることは、あの水の時に、近所の交番へ泥まみれになった理災者が二十三人も逃げてきたと聞いて、早速、シャツや下着類を持たせてやり、あなた方も浴衣があったら送っておあげなさいと、天たちにも熱心に勧めたこと、夫や子供たちの安否を気遣い、悦子のことまでも、心配してくれて、真っ青な顔に涙を浮かべていたこと。 夕方、夫たちが無事に戻ったのを知ると、狂気したような歓声を上げて駆け出したこと、道東を見てもわかる。ユキコは、今でも、あの戦乱の羽越しに見た、夫人が、喜びに我を忘れて、シュタルツ氏に、皮しと抱きついた光景をはっきり覚えているのであるが、本当に、あんな情熱的なところもあるのは関心ではないか。一般に、ドイツの夫人は偉いと言っても、 ことごとくがシュトルツ夫人と同様だというわけではあるまい。やはり、これだけよくできた人は、なかなか得がたいに、違いなく、こういう人を隣人に持ったのは、自分の幸せであったのに、それにしては、あまりあっけない交際であった。一体、西洋人の家庭は、日本人との近所付き合いをしたがらないものであるが、この一家は、そういう点も除災なく、越してきたときに、 夫人がそんな風であるから、ユキコたちの外にも名残を惜しむ隣人が少くなかったが、出入りの商人たちの中には、ミシンとか電気冷蔵庫とかいうようなものを、学外に安く分けてもらって喜んでいるものもあった。夫人は、不必要な家具類を、なるべく、知人や出入りの者などに、廉価で譲るようにして、希望者のない品物だけを、全部家具屋に売り払ってしまい、わずかに、 ピクニック用のかごに入った食器類を残しておいて、もう、この家には何もありません。私たち、船に乗るまで、このバスケットのナイフやフォークで食事します。と、そう言って笑っていた。隣近所の人々は、夫人がドイツへ帰ったら、記念のために日本間を作って、そこへ、日本の土産物を飾るつもりであると聞いて、それぞれ、 書や骨董類を送ったのでユキコも祖父母の時代からある表に御所車の刺繍をしたふくさを送ったそしてロージェマリーから悦子へ自分が平素可愛がっていた人形と人形の乳母車を送ったのに対して悦子からもロージェマリーへこの間舞を舞った時の写真に彩色をしたものとその時に着た桃色のリンズチリめに 花笠の模様のある振袖を送った。明日はいよいよ乗船するという前の晩には、ロージェマリーは、特に許されて、悦子の部屋に泊まったが、その夜の二人のはしゃぎようと言ったらなかった。悦子は、ロージェマリーのために、自分の信頼をあけ、自分は、ユキ子の藁布団を借りることにしたのであったが、二人はなかなか寝るどころではなかった。悌之助は、 彼女たちのわめき声と廊下をバタバタ駆けこすり回る音で一睡もできず、えらい騒ぎやなあ、と言いながら、布団を頭からかぶっていたが、だんだん暴れ方が激しくなるので、しまいに首をむっくりもたげて、枕元の伝統の鎖を引いた。おい、もう、夜中の2時やないか。ええ、もうそんな。と、ユキコもびっくりしたように言った。 あまり興奮さしたらいかんことないか。ひたるつの奥さんに怒られるで。今夜一と晩だけやさかい。まあよろしいがな。奥さんかて、今夜は多めに見やはりますが。そう言っているところへ。おばけへ。という声がして、急に、寝室の方へ足音が近づいてきて。お父さん。と、え子が、襖の外からどなった。 お父さん、お化け言うドイツ語どう言うのん。あんた、お化け言うドイツ語やて。知ってたら教えてあげなさい。ゲシュペンステル。帝ス助は、何年か前に習った、そんなドイツ語を覚えていたのが不思議だったので、つい大声を出していった。お化けというドイツ語はゲシュペンステル。ゲシュペンステル。 エツコは、いっぺん言ってみて、ルミーさん、これ、下手ペンステル。お私も下手ペンステルになります。それから一層、騒々しくなって、お化けへ、下手ペンステル。と言い合いながら、二階中を駆け回り、とうとう、定之助たち夫婦の寝前、ロージェマリーが先に立って侵入してきた。見ると、 二人ともシーツを頭からかぶって、お化けの格好をしているのであった。そして、お化けへ、ゲシュペンステルと、ゲラゲラ笑いながら言い続けて、寝床の周りを二十三遍回って、また廊下へ出て行った。それから、ようやく、午前三時頃になって寝間に入ったが、案の定二人ながら興奮しすぎて、いつまでも寝つかなかった。ロージェマリーは、里心がついたものか、 私、これからママさんのところへ帰ります、などとむずかりだしたので、夫婦はそれをなだめるために、代わる代わる起きてきたりして、やっと明け方に寝入らせることができた。越子は出版の当日、母と太子に連れられて、花束を持って不団へ行ったが、船の出るのが夜の七時過ぎだったので、子供たちの見送りは割にショッく。ローゼマリーの友達では、 ドイツ側に立った一人インゲという少女、エツコも、シュタルツカのお茶の会でたびたび一座したことがあって、陰でインゲンマメと言っていた子が見えた外に、日本人ではエツコが来ただけであった。シュタルツカの一行は、昼間のうちに乗り込んでいたので、エツコたちは、夕飯を早めに済まして出かけ、阪神の三宮からタクシーを飛ばしたのであったが、 税関の前を通り過ぎるとたちまちイルミネーションをつけたプレシデント・クーリッチ号の姿が不夜城のごとく不当にそびえているのが見えた彼女たちはすぐシュタルツ夫人の船室を訪ねあてた部屋は壁も天井も窓掛けも寝台も一様に乳白色がかった緑色をしてい寝室は数々の花束で埋まっていて 目の覚めるような明るさであった。夫人がロージェマリーを呼んで、悦子さんに船の中を見せておあげなさいと命じたので、ロージェマリーは、おちこちを案内して歩いたが、悦子は、もう、あと14、15分しかないと思うと、気が気でなく、ただ素晴らしく贅沢な船であったことと、何度も、階段を上ったり下りたりしたことぐらいしか覚えていない。彼女が船室へ戻ってみると、 別れの言葉を交わしながら、夫人も泣き、母も泣いていた。そして間もなく、彼女たちは、合図の鐘の音に追い立てられて下船した。船が埠頭を離れると、まあ、綺麗な。百貨店が動き出したみたい。と、太古が、海岸の夜の秋風に、白いブラウスの肩を縮めながら言った。それからかなり長い間、 甲板に立っている婦人たちの姿がイルミネーションの光の中に浮き出て小さくなりながら見えていたがしまいに誰が誰やら見分けがつかないようになってもまだエツ子さんと根気よく呼び続けるロージェマリーの細い甲高い声が暗い海の上を伝って聞こえた221938年9月30日 マニラにおいて、親愛なる幕岡御霊系様、今月は、日本は、台風の多い月なので、私は、あなた方のことを一心にお暗示申しております。私は、あなた方が、過去数ヶ月間に、すでに、たくさんの災害にお会いになったので、これ以上、そんな目にお会いにならないように望んでおります。もう、あの岩石や土砂の山々も、 国道や足や付近からすっかり取り除かれましたでしょうね。そして、交通も再び状態に服し、人々も再び生活を楽しんでいるでございましょうね。そして、あの私たちが住んでいた家も借り手ができ、あなた方もまた、良い隣人をお持ちになったことでしょうね。私は、あの家の可愛らしい庭と、それから、 私の子供たちが自転車を乗り回して遊んだあの閑静な町のことを実にしばしば思い出すのです。本当に彼らはいつも愉快な時を過ごしました。そして彼らはあなたのお宅でなんという数々の面白い目をさしていただいたことでしょう。私はもう一度あなたが私の子供たちに与えてくだすったご親切のすべてに対して。 感謝いたしたしく存じます彼らは実にしばしはあなた方ご一家のお噂をし時とするとあなたや悦子さんに対して郷襲を感じております。ペーターは船から手紙をよこしましたが彼らはあなたの妹さんや悦子さんと東京見物をして非常に楽しい時を過ごしたそうですね。それは本当に良いことをしてくださいました。 熱く熱くお礼を申します。彼らは無事安全にハンブルクへ着いたということで、先日私は電報を受け取りました。彼らは今私の妹のところに帰遇しておりますが、妹には三人の子供がありますので、ペーターがその四人目の子になるでありましょう。私たちは当地ではとても大ないです。ここには 子供が8人おりまして、しかも私がカゴの中のたった1羽の品形なのです。時々子供たちはお片みに喧嘩しますが、それでも大概はみんな仲良く遊んでおります。ローゼマリーは一番年長で、またそのことを知っております。私たちは毎日のように午後になると自転車を買って素晴らしい遊歩道の方へ参り、 そこでアイスクリームを食べます。それでは、あなた方、皆さんお達者でお暮らしください。何とぞ、あなたのご両親にも、妹さんにも、そして愛らしい悦子さんにも、私からよろしくとおっしゃ,しちゃってください。オーラともみの全ての状態が再び平穏になりましたら、あなた方はドイツへいらっしゃって、私たちを訪問なさるのです。今は、 彼の血至るところで、剣撃の響きがいたしますが、いかなる国民も戦争は好みませんから、結局戦争にはならないでしょう。チェッコ問題は、ヒットラーが処理してくれることと、私は確信しております。では、あなたのご健康をお祈り申します。何とぞ、私があなたを敬愛しておりますことをお忘れにならないで。イグヒルダ・シュトルツ。 これと同便であなたへフィリッピン詩集詩集は谷崎潤一郎全集第19巻中央公論新社2015年6月10日初版発行では夏集、谷崎潤一郎全集第15巻中央公論社1968年1月25日発行では詩集の小切念をお送り申しましたお気に召せば良いがと思っております 英文で認めたシュタルツ夫人のこういう手紙がユキコのもとへ届いたのは10月10日頃であった。水子に書いてある刺繍の小切れなるものも23日遅れて届いたが、それは極めて精巧な手縫いをしたテーブル掛けであった。ユキコはそのうちに返事を出そうと思いながら、書くには書いても誰に訳してもらったらよいか。 夫は面倒がって堪忍してくれと言うし、ちょっと適当な人が見つからないので、つい億劫で伸び伸びになっていたが、ある夕方、足屋川の堤防を散歩しているとかつてシュタルツ夫人に紹介されたことのある日本人でヘニングというドイツ人の奥さんになっている人に行き合ったので、ふと思い出して相談するとお安いことです。私はうまく書けませんけれども、娘は、 ドイツ語も英語も書けますから、娘に翻訳させましょうと言って、ヘニング夫人は引き受けてくれた。それでも、ユキコは、遠い国外へ手紙を出すということが、なんとなくピンと来ないので、また、しばらく捨てておいて、ようやく、ある日自分も認め、エツ子にも認めさせて、それを、ヘニング夫人のもとへ送り届けたのであった。と、そのすぐ後で、 ニューヨークから悦子に宛てて小包が来たのを解いてみるとそれはペーターがアメリカ経由で帰国する途中約束の靴を買って送ってよこしたのであっただがその靴はどうしたことかあんなに寸法まで測っていったのに悦子の足には小さすぎてかんまらなかった悦子はそれが上質のエナメル側のよそ行き用の立派な靴であっただけに 諦めかねて、何度も足を突っ込んでみたが、かろうじて入るには入るけれども、硬くてどうにもならないのであった。惜しいわなあ、大きすぎるのんやったらええのんに。ペーターさん、なんで間違えはったんやろ。あまり、寸法にきっちり合わせすぎはったんか知らん。えっちゃんの足が、あの時より大急なってるのんかもしれん。子供の靴は、 少し大ぶりの偽ない感言うこと、注意しといたらよかったわな。ママさんが一緒やったら気ぃつかはるねんけど。残念やわな。もう止めなさい。何べんそんなことするのん。ユキコは、悦子がまたしても靴をあてがって見ようとするのを、笑いながら制していったが、そのせっかくの贈り物に対しては、何と挨拶してよいかもわからないので。 ととうとう令状も出さないでしまったその時分太古は方々から注文を受けている人形の制作を要綱するまでに全部仕上げるのだと言って一日も休まず仕事部屋に仕事部屋に割 谷崎潤一郎全集第19巻中央公論新社2015年6月10日初版発行と谷崎潤一郎全集第15巻中央公論社1968年1月25日発行では仕事部屋へ通い傍らフランス語の会話を玉木女子の紹介でパリに6年いたという洋画家別所伊之助夫人に 週に3回で実演という特別に安い月謝で教えてもらっていたので、彼女はほとんど毎日、昼間は家にいることがなかった。悦子は学校から帰ってくると、あれ以来空き家になっている旧シトルツカの教会の金網の方へ行って、今はいたずらに雑草の茂みの中に虫が鳴いている裏庭を、懐かしそうに網の目の間から覗いたりしていた。彼女は、 今まで、あまり近いところに、格好な友達ができたために、学校の同級生とは、そんなに遊ぶ折もなく、だんだん疎遠になっていたので、こうなると赤涼に応えないらしく、ぽつぽつ、新しい仲良しを作るようにはしていたけれども、急には、気の合った相手も見つからず、また、そのうちに、裏の家エルミーさんのようなこのある人が来ないか知らん、などと言い、したが、 外人向きに建てた屋であるから日本人は借りようとせずかといって西洋人は世界中に動乱の帳が見える昨今みんなシュタルツ氏と同じような理由で東亜を引き上げようとするものが多いので当分その家は塞がりそうもなかユキコも所在なさに習字の稽古をしたりお春にことの手ほどきをしてやったりして日を送ったが 寂しいのはは子ばかりではありであません私も何だかこの秋ばかりはものの哀れを感じていますが今まで春の方が好きでしたのに秋のこういう哀れさの中にも趣があることを今年初めて感じるようになったのはやはり年のせいでしょうかと彼女はある時ゆ子へ宛てた手紙の端にそんなことを書いた一体今年は春に ユキコの見合いの件があってから、6月には前の会があり、引き続いて、あの大水害、妙子の遭難、小崎師匠の逝去、シュタルツ一家の帰国、東京行き、関東大暴風、奥畑の手紙が巻き起こした暗雲、うん、と、今まで、ずいぶん、いろいろな事件が多かったのに、それがここへ来て、一変に静かになったので、一つは、そのために、 何かポカンと穴の開いた手持ちぶさたな気がするのであろうそれにつけてもユキコは自分の生活が内的にも外的にもいかに二人の妹たちと密接に結びついているかを感じないわけにはいかなかった幸いにして彼女の家庭は夫婦の間も円満に行っているし悦子は 多少手のかかる子であるにしてからが一人娘のことであるし本来ならばあまりにも波乱に乏しすぎる平和な親子三人の暮らしなのであるが今までそれに絶えずさまざまな変化を与えていたものは二人の妹なのであっただがそう言ってもそれは二人の存在が煩わしいという意味ではなくて反対に二人のおかげで常に 家庭の色彩が豊富にされ、雰囲気が華やかにされているのを、ユキコは喜んでいたのであった。なぜかといって、亡くなった父親の陽気で派手な性質を、誰よりも濃く受け継いでいる彼女は、家の中の寂しいことが大嫌いで、いつもにぎやかに若やいで暮らしていきたかったからであった。であるから、妹たちが本家を嫌って、二番目の姉の家の方でより、 多くの月日を送りたがるのを彼女は姉ムコフの手前、決してこちらから勧誘することはしなかったけれども心の底には歓迎する気持ちがあったわけなので本家のように子供の多いところで暮らさせるよりは家が広いわりに子供数な自分の手元に預かる方が自然であるようにも感じていたのであった。もっともそれには 鄭之助が野鳥本家に気兼ねしながらも、妻のそういう性質に理解ある態度を示して、快く義妹たちを受け入れていたせいもあろう。が、まあそんなような次第で、彼女と二人の妹たちの間柄は、ちょっと、普通の姉妹の観念では、律したいものであった。彼女は、しばしば、鄭之助のことや悦子のことよりも、ゆき子のことや、 妙子のことを心にかけている時間の方が多いのではないかと思って、自ら驚くことがあったが、正直に言って、この2人の妹は、彼女にとって、悦子にも劣らぬ可愛い娘であったと同時に、無二の友人でもあったと言えよう。彼女は、今度一りぼっちになってみて、初めて、自分が、友達らしい友達を持っていないこと。 形式的な交際以外には奥様同士の付き合いというものをあまりしていないことに心づいて不思議に感じたのであるが考えてみればそれは二人の妹がいたためにその必要がなかったからであったそうして今やローゼマリーを失ったエツ子と同じように富に彼女も赤猟を覚え出したのであった 妻のしょんぼりしている様子を遠から見て取っていた邸之助は、10月の末に、新聞の演芸欄を覗きながら、おい、来月は、六代目が大阪へ来るで。と、そう言って、五日目あたりに行こうではないか、今度は鏡獅子が出るそうだから、小井さんも来られないか知らん、などと言ったが、太子は、来月も、上旬はことに忙しいから、 自分は別の日に行くということだったので、その日、夫婦は、悦子を連れて、3人で出かけた。雪子は、9月に東京で見られなかった不満を満たし、かつは、悦子にも、菊五郎の所作事を見せてやりたいと思っていた、願いを果たしたことであったが、その夜、鏡獅子の後の幕あいに、彼女が、廊下へ立って行って、不意に涙を落としたのを、 悦子は気がつかなかったけれども、慶之助が見とがめた。そして、何事にも、感激性の強い妻ではあるが、それにしても変だと思ったので、どうしたんや、と、そっと、隅の方へ引っ張って行って尋ねると、また、続けさまにハラハラと落として、あんた、もう忘れてなさるあれは、三月の今日やってんわ。あんなことがあれえなんだら、 今月がちょうど10月やのんに。とそう言って膨らんでくる涙の玉を払うために指の先でまつげを摘んだ23太子は玉木女子の出発が正月だというのにもう11月の上旬も過ぎてしまうので気が気でなく帝之助兄さんはいつ東京へ行かはるやろうとそれとなくゆき子に尋ねたりしたがあいにく 邸之助は、対外に立つ日に一度ぐらいは、状況の用事ができるのだけれども、ここ、しばらく機会がなくて過ぎていたところ、鏡獅子を見た数日後に、23日の予定で立つことになった。出かける時はいつも急なので、ユキコは、それを、前日の午後、他の要件で、事務所から電話がかかったついでに聞かされたのであったが、どういう風に話してもらったものか。 よくこうおねっておく必要があるので仕事部屋へ行っている太鼓を呼び出してすぐに帰ってくるように命じた。というのは一人前の要塞師になるためにフランスへ就業に行きたいという太鼓の願望にはもう一つ奥があってなぜ要塞師になりたいかといえば将来奥端と結婚した時に自分が奥端を養っていく場合が起こりそうだから。 といいいう前提に基づいてるいるのであるそこで、純をと産むとすれば、その前提条件、奥端との結婚から承認してもらうことが先決問題なのであるが、そうなるとことが面倒で、今の間には合わないであろうし、取次ぎをする邸之助も、そういう重い使命を負わされることは嫌がるであろう。また、妙子としても、差し当たり横行さえできればよいので。 好んで事件を紛糾させたくはないのであるからこの際結婚の話は伏せておく方が良策ではあるまいかそれならどういう風に持ち込むかというと自分は過去に「恋愛問題」で新聞にまでうわれてしまったのだから悲がむわけではないが立派なところへなんかお嫁に行けそうもない気がするので職業婦人として身を立てたいと言ってみてはどうか。 もっとも、そう言っても、良い縁があれば行きもするが、それにしても、身に職をつけておく方が、いくらか、条件が有利になる。要望までして、一角の肩書きを持って記帳すれば、自分を不良少女というように見ていた人も見直してくれるであろうから、一種の名誉回復になる。だから、ぜひ許可してもらいたい。そして、その費用を出してくれたら、 今後結婚することがあっても、支度金をもらおうとは思わない、という風に話し込んだらどうであろうか。これは、主としてユキコの提案なのであったが、太子も、それに意義はなく、どうとでもなあんちゃんの良いと思う方法で頼んでほしい、ということになった。しかし、ユキコは、その晩夫に、その使命を依頼するとき、自分の一存で、 なお一つ二つ言い添えた事柄があった。というのはなるべく太鼓を板倉や奥端から遠ざけた方が良いと考えている彼女は太鼓自身とは別な理由からも太鼓の要望を熱心に望んでいるのであったが板倉の件は夫にも誰にもかつて口外したことがないので奥端のことだけを付け加えて話してくれるように夫に頼んだ。 つまり、最近、奥端が、妙子との結婚問題について、了解を求めに、12回芦屋へ現れたこと、幸子が会ってみたところでは、表面真面目らしい態度を装っているが、どうも、昔の純真さがなくなっているように思えること、帝之助が内々調べたところでも、盛りに、下流会やカフェなどに出没する様子であり、善と有望な青年とは受け取れぬ説が多いこと、 とうの事情を話してもらいこの際太古の気持ちが要塞の技術習得の方へ向いているのは結構であるからいっそその希望を入れてやって要向させたらいかがであろうか太古ももう十八にもなってまさかあの頃の彼女のうではお金は太古自身のものを出してもらえばよいので本家の腹は痛まないはずであるけれども何事にも大英的な本家が 女の陽光などということを簡単には許しそうにもないので、また顔ちでもされたら大変であるから、と、多少脅かすような意味合いで話してもらう、というわけであった。で、邸之助は、そのため、特に、滞在期間を一日延ばして、三日の午後二時頃という時間を選んで、渋谷へ行ったが、それは、義兄よりは、義士の方が話しよいように思えたからであった。 姉は一と通り聞いてしまうと、周囲はよく分かりましたけれども、私には何とも言えないから、達夫の意見を聞いた上で、追って、幸子ちゃんの方へ手紙で返事することにしましょう。その手紙も、恋さんが急いでいるならなるべく早く出すようにしましょう。毎度ながら、妹たちのことで、あなたにまでいろいろご心配をかけて申し訳がないと、そんな風な挨拶であったが、 無論即答が得られるはずのものではないので、帝之助は、そういう姉の言葉をもたらして帰ってきたに過ぎなかった。ユキコは、そうは言っても、悠長な姉のことではあり、義兄もことを決定するのに、手間のかかる方であるから、すぐには返事が来ないであろうことを予期していたが、それきり10日以上たっても、何の音沙汰もなく、11月も、とうとう下旬になってしまった。 あなたからいっぺん催促してみてと、定之助に言っても、僕は皮切りをしたのだから、あとは知らないと、逃げを打つので、ユキコから、恋さんの話はどうなったでしょうか。行くとすれば出発は正月なのだから、と言ってやったけれども、やはりなしのつぶてであった。こないなったら、コイさん東京へ行ってきなさい。その方が話が早いで、とユキコが言うので、妙子もそれに極め、 23日中に出かけるつもりにしていると、ようやく11月30日になって、次のような手紙が届いた。その後、ご無沙汰していますが、おかわりもありませんか。えっちゃんの神経衰弱は、経過よろしきをしてえのすけさんから、伺って安心しました。もう本年も残りわずかになり、私は、東京で、2度目のお正月を迎えることになりますが。 また、あの恐ろしい冬が近づいてきたと思うと、ゾッとします。麻布の姉さんの話では、東京の寒さに慣れるまでには3年かかる、姉さんも東京へ移ってこられて、3年間は風邪をひき続けたとのこと。それにつけても、アシアのような土地に住んでいる幸子ちゃんは幸せです。さて、先日は、恋さんのことにつき、お忙しき中を、 帝之助さんがわざわざ見えられて、だんだんとのお話誠にありがたく、いつもながら、妹たちのことでご心配をかけ、すまない気持ちがしております。実は、もっと早くお返事するはずでしたが、例の通り、毎日子供の世話に追われ落ち着いて筆を取る暇がなくて遅れてしまいました。と申すのも、せっかくながら、兄さんの意見はあなた方に反対なので、 つい書きづらく、1日延ばしに伸ばしていたような次第です。です。は、谷崎潤一郎全集第19巻、中央公論新社2015年、6月10日初版発行と、谷崎潤一郎全集第15巻、中央公論社1968年、1月25日発行では、です。足からずお許しください。兄さんの反対の理由を、 一と口に言ってしまいますと、何も、恋さんは、あの新聞の事件について、そんなに、いつまでも引け目を感じるには及ばない。あんなことは、89年も前のことでもう帳消しになっている。そのために、お嫁の口がないとか、職業婦人になろうなどと考えるなら、それは恋さんがひがみすぎる。身内のものをそう言ってはおかしいけれども、器量といい。 教養といい、才能といい、恋さんなら、立派なお嫁さんになれることは受け合いだから、何とぞくれぐれもひねくれた功を持たないようにというのです。そういうわけで今預かっているお金を出せと言われても困る。別に、恋さんの名義になっているお金というものがあるのではない。恋さんが、婚礼の式を挙げるような場合を考えてのけてあるものが、ないでもないが。 理由のいかを問わず請求されたら出すというようなお金は預かっていないそうです。兄さんは、恋さんが職業婦人めいてくることには絶対に不賛成で、将来良縁を求めて正式に結婚し、良妻兼母となることをどこまでも理想としてほしいのです。もし余儀としてやるなら、やはり人形の制作の方にしてもらいたく、良妻などは好もしくないと言っています。 それから、警防のことは、今のところ、賛否を言うべき時期でないから、全然白紙にしておきたいのです。もっとも、小井さんも、もう一人前の大人ですから、私等も、そう以前のようにやかましいことは言いません。幸子ちゃんたちが、影で監督してくれたら、時々交際するくらいなことは、多めに見ても良いと思います。それよりは、 職業婦人になろうという行の方をくれぐれも警戒してほしいのです。せっかく中へ入ってくだすった定之助さんにすみませんけれども何とぞそういうわけですから幸子ちゃんから恋さんによく話してください。そんな風に恋さんがいろいろ迷うのも結婚が遅れているからだと思うとなおさら幸子ちゃんの縁談が急がれます。本当に一日も早く。 ゆきこちゃんの身が固まってくれると良いのですが、今年も、とうとう縁がまとまらずに終わるのでしょうか。まだ書きたいことが、んとあるような気がしますけれども、今日はこれぐらいにしておきます。では、ていのすけさん、えっちゃん、こいさん、皆さんによろしく。11月24日、鶴子、幸子さま、その手紙、あんたどう思いなさる。ゆきこは、 妙子に話す前に、その晩、それを、まず定之助に見せたのであった。お金の話、小井さんの考えてることと、本家の言うことと、多少食い違うてるみたいやないか。それでしやがな、問題は、お前は、一体どういう風に聞いてるねん。来ないなってくると、どっちの言うことが、本当か確かてわからへん。なんでも、兄さんが、 お父さんから預かっているものがある言うことは聞いてるねんけど、このことは今小さんに言わんと置いとく方がええことおませんか。いや、そういう大切なことは思い違いのないようにはよう知らしとく方がええで。それから、あんた、警棒のことどんなふうに話しやはりましたん近頃は昔のようにええことない言うこと、よう言うてくれはりましたん ふん僕との見たとこを、一と通りは言うたけど、奥端のことには、あまり触れとうない様子見えたよってに、そんなに突っ込んで、早う言わなんだ。まあ、今のとこ、なるべく交際ささん方がええでしょうとは言うといたけど、僕とは、結婚さすことに不賛成やとは、言えなんだ。聞かれたら言うつもりやってんけど、その話になると避けてしまいはるよってに。 警棒の問題は白紙にしとときたいと書い書てあるけど、姉ちゃんと、ほんまは警棒と結婚させたいのんと違いますやろか。そうやろうな。僕も、そんな感じ受けた。それやったら、結婚問題から先に持ち出した方が、ええことなかったか知らん。どうやろかなあ。それにしたかて、結婚するなら、なおさら、要項の必要はない、いうことになるで。 本になとにかく、そんなややこしい話やったら、コイさんが言って、ジカにぶつかってみることや、僕はもうごめんやで。と、慶之助は言った。ユキコは、従来から、本家に対して、ユキコ以上に悪感情を抱いている太子に、姉ムコフの意向をありのままに伝えることは一応、躊躇したけれども、隠さない方が良いという夫の意見もあるので、翌日、 その手紙を読ませたところ、結果は暗示ていた通りであった。妙子の言い分は、自分はすでに子供ではないのだから、身の振り方を定めるについて、兄さんたちの指図は受けない。自分のことは、誰よりも、よく自分が知っている。一体職業婦人になることが、どうしてそう悪いのであろう。兄さんたちはいまだに、家柄とか格式とかに関わって、 一家一門の中から女要塞師が出ることをひどく不名誉かなぞのように思うのであろうがそれこそ時代遅れの笑うべき偏見ではないかこうなったら自分が言って堂々と初心を述べ兄さんたちの誤った功を切破してやるというのであったが金の問題についての奮劇は非情なものでそういうことを兄さんに言わしてなるほど名義は 私のものになっていないかもしれないが、将来私に与えるべきものとして、兄さんが預かっているものがあることは、富永のおばちゃんからも聞いているし、姉ちゃんも、いつかそう言ったではないか、それを今になって、そんな曖昧なことを言うのは怪しからない。本家は、子供が増える一方で、暮らしがかかるものだから、兄さんも、いつの間にか気が変わったのであろうが、姉ちゃんまでが、 それを平気で取り次ぐという方があろうか。よろしい。本家がそう言うなら、こちらにも覚悟がある。きっと、そのお金は、取るようにして取ってみせる。と、泣いて圧力始末なので、ユキコはそれをなだめるのに。まあ、定之助兄さんの言い方もつたなかったのかもしれないから、そう一途になられては困る。コイさんの言うこともわかるけれども、あたし等の立場も考えてもらいたい。 直家に談判しに行くのもよいが、話すなら穏やかに話したらどうか、本家に対して、恋さんが喧嘩腰になられたら、私等が迷惑する、私等は、そんなつもりで、恋さんの味方をしたのではないのだから、と、こうも言い、ああも言いして言葉を尽くしたが、太古も、一時、憤んのあまり感情の吐け、口を求めたまでで、さすがにそれを実行するまでの勇気はないらしく。 23日すると、だんだん興奮が静まって、いつもの落ち着いた太鼓になった。そして、それきり、そのことを、ふっつり口にしなくなったので、ほっとしながらも、ユキコが内心気にしていると、12月の中旬頃であったか、ある日突然、午後早く帰宅して、うち、フランス語の稽古止めにしたわ、と言った。そうか。 ゆき子が当たらず触らずに受けると、陽光も止めにするわ。と、言うのであった。そうか。そらまあ、恋さんもせっかく思い立ったことやけど、本家が穴言うのんやったら、止めた方がええやろな。うち、本家がどないようとかまえまへんけど、玉木先生が止めにしやはることになってん。へえ、なんでえな。 お正月から洋裁学院が始まるねんってそんで要行してる暇ないようになりはってん玉木女子が要行しようというのは野よりの洋裁学院を改築しなければならないのでその間にというわけだったのであるがその後被害の状況を調べるとほとんど元の建物は役に立たなくなっており根本的に建て直す必要のあることが分かった しかし、そうなると、人手や資材の不足な自節柄、経済的にも時間的にも容易な仕事ではないので、この間から試案中であったところ、幸い、阪急の六甲に、大した費用をかけないでも、そのまま学園に利用できる、格安な洋館の売り物が見つけかり、それを買うことになったのであるが、そういう建物が手に入ってみると、すぐにも、 再び学院を経営したくなったことが一つそれと女子のフ君がやはり欧州の動乱ということを心配しだして要光を中止するように勧告したことが一つ何でもフ君の意見というのは最近欧州から記帳したある武漢の説なのだそうであるがそれによるとその後ドイツと英仏との関係は 去る9月末のミュンヘン会議以来、表面将校を保っているけれども、決して、相互が、真の領海に到達したのではない。英国は、まだ戦備が整っていないので、一時ドイツを油断させるために、妥協したに過ぎず、ドイツも、また、英国の意図を察して、その裏をかこうとしているから、戦争は、必ず近いうちに起こるというので、まあ、それやこれやの理由から、 結局女子も思いとどまることにしたのであった。それで妙子は女子が止めるのでは仕方がないから自分も止める。ただし要塞師になることは本家が何と言おうとも止めない。お正月から要塞学院が始まるなら自分もまた稽古に通おうと思う。自分は今度のことで一日も早く本家の仕送りを完全に断って自立する必要のあることを。 人しを通説に感じるに至ったから、そういう点からも、技術の習得を急がなければならない、というのであった。恋さんはそれでええやろけど、要塞の稽古止めてもらわなんだら、あたし等が本家に対して言い訳たたんようになるわ。中安ちゃんは、知らんことにしといてほしい。そんなわけに行くやろか。制作の方かて、まだ表面は続けてるよってに。 洋裁はあれきり止めたらしい、言うといてえな。知れた時に難儀やわ。ゆき子は、妙子が、しきりに自立しようと焦っていることと、本家に預けてあるという金を、多少、不穏の態度に出ても取り立てようとしていることの中に、何か危険思想が潜んでいるような、そして、やがて、自分たちが板挟みになって困らされる時が来るような気がして。 その日は何を言われても、難儀やわ、とばかり言っていた。24。一体、太子が、職業婦人の実力と資格を身につけたがっている真の理由は、どこにあるのであろうか。もし、当人の言うとおり、今も、なお奥端と結婚することを望んでいるなら、それとこれとは両立しないのではあるまいか。当人に言わせると、 輝ちゃんのような解消なしに連れ添うのには、もしもの時に、自分が夫を食べさせる用意が必要だから、というのだけれども、奥端は、あの通り難不足ない若旦那の身分で、食うに困るなんということは、それこそ、本当にもしもの時である。そんな薄弱な理由で、要塞を習いたがったり、要講したがったりするのは、どうも不自然で、それよりは、 愛する人と新家庭を持つ日が早く来るようにと願わねばならないところであろう。昔から早熟で、老成した、用心深い一面を持つ太子のことであるから、結婚するのにも、先の先まで考えて準備しておくということはわかるが、それにしても、なんとなく腑に落ちかねる点がある。そういう風に考えてくると、ゆき子はいつかも感じたこと、つまり、 妙子の真意は、奥端を嫌って、体よく、彼との結婚を解消したいのではないのか、そして、陽光はその第一歩であり、職業婦人になることは、奥端と切れた後の処世の手段なのではないか、という疑いが再び濃くなってくるのであった。板倉の件についての疑念も、まだ本当には釈然としないものがあった。あれから後板倉は、 訪ねてきたことがなく、電話や手紙のやり取りなどもしている様子は見えないけれども、何分、太子は、一日の大部分を外で暮らしているのであるから、どこでどういう風なからくりをしていないものでもない。荒れきり、板倉が、全然姿を現さなくなったということは、かえって尋常でないようにも思われ、陰で交際しているのではないかという邪水も起こる。 そんな風な疑念は、極めて漠然としたもので、よりどころのあるものではないけれども、それだけになお日がたつにつれて、ますます深く濃くなってき、どうしてもそうに違いないような気がすることもあった。それには、ユキコの目から見て、妙子というものの、外貌、その人柄や、表情や、体のこなしや、言葉遣いや、そういうものが、 この春あたりからだんだん変わってきつつあるように思えることもそんな疑いを持たせる理由の一つになった。というのはもともと太子は四人の姉妹のうちで一人だけ虚素身体がはっきりしていてよく言えば近代的と言えるところがあったのであるがその傾向が近頃妙な具合に変貌して不作法な柄の悪い言語動作をちらつかせるようになった。 人に肌を見せることはかなり平気で、お手伝いたちのいるところでも、帯広裸の浴衣掛けで扇風機にかかったり、湯から上がって、長屋のおかみさんのような格好でいたりすることは、珍しくない。座るのにも、横ったおしに座ったり、ひどいときは、小座をかくような形をして、前を裸けさせたりする。徴用の神社を守らないで、姉たちより先に物を食べたり。 手入りをしたり、上座に着いたりすることは四十なので、来客のある時外出した時など、ゆきこはハラハラさせられることが多かった。今年の4月、南禅寺の表的へ行った時にも、一番先に座敷へ通って、ゆきこより上に座ってしまい、お膳が出ると、誰よりも先に箸をつけたので、後で、ゆきこは、恋さんと一緒にお料理屋へ行くのはごめんやと。 ゆき子にささやいたことがあったが夏に北の劇場へ行った時にも食堂でゆき子がお茶を入れてみんなの前へ配っているのに妙子は見ながら手伝おうとせず黙ってそのお茶を飲んでいたそんな風な行儀の悪さは前からいくらかあったけれども最近に至って特に甚だしく目につくようになったこの間の晩もゆき子が何気なしに 台所の前の廊下を通ると、そこの障子が半開きになっており、風呂の滝口から風呂場へ通じるくぐり戸がまた五十六寸開いていて、湯に浸かっている太鼓の方から、上の姿が隙間からちらちら見えるので、ちょっとお春丼、風呂場のあさこ閉めなさい。と命じたが、お春がそこを閉めに行くと、いかんいかん、閉めたらいかん。と、太鼓が、 湯船の中からどなった。おや、ここは開けとくのでございますか。そうやねん。うち、ラジオ聞くのんでわざと開けとくねん。そう言われてみると、ちょうど今、応接間のラジオが、新教の演奏を放送中なのであったが、彼女は、応接間から風呂場までにあると障子を、みんな少しずつ開けておいて、湯に浸かりながらそれを聴いているのであった。それから、 あれは、今年の八月であったか、ある彦槌屋呉服店の若主人が、あつらえ物を持ってきたので、食堂で、午後のお茶を始めていたユキコは、しばらく、太鼓を応接前出して、相手をさせながら、二人がしゃべるのを、こちらの部屋で聞いていたことがあったが、娘ちゃんは声て張りますさかい、一重のベベをお召しになると、お尻を切られますせ。と、小槌屋が言うと、 切られへんけど大勢あとに置いてくるわと妙子が言っている小槌屋はそうでおまっしゃろなあと言ってえへらえへら笑っていたが由紀子は聞いていて嫌な気がした彼女は妙子の言葉遣いがだんだん品が悪くなるのにとうから心づいてはいたがまさかこんな口の聞きようをするとは思っていなかった小槌屋は 平素お得意先の奥様やお嬢様に、こんな風な物言いをする男ではないので、むしろ、太鼓の方に、どこか相手を打ち解けさせる隙があるのだと、想像された。おそらく、ユキコたちの知らないところでは、太鼓はいつも、こんな柄の悪い会話を誰とでも取り交わしているのではあるまいか。一体、太鼓は、人形の制作をし、舞を習い、 要塞を稽古するといった風に多方面の仕事を持っており姉妹たちの誰よりも社会の各層に接触するので自然それだけ過剰にも通じ一番末の妹のくせに一番世間を知っているのであるがいくらかそれを自慢する風があってややもするとユキコやユキコをお嬢さん扱いするのを今までは一種の愛嬌として微笑ましく見過ごしていたのだけれども こうなってきては、ユキ子も捨てておけない気がした。彼女は、本家の姉ほどには昔かたぎでなく、旧式の思想にとらわれていないつもりであったが、それでも、自分の姉妹たちの中に、こういう口の聞き方をする娘がいることは不愉快であった。そして、太子の、そういうような傾向は、誰か、彼女に、特定の感化を及ぼす人間が陰にいることを、 暗示しているように思えたがそう気がつくと板倉のあの冗談の言い方や観察の仕方やその他の言語動作の上の品の悪さが彼女のそれと一脈通じるかのごとく見えてくるのであっただが一方から考えると太子が四人の姉妹たちの中で一人そういう変わり種になったことについては最もな理由もあるので当人を責めるのは 無理なところもないではなかった。なぜかといって、4人のうちで、スウェッジの彼女一人だけは、亡き父親の前世時代の恩恵を、10分には受けていないのであった。姉妹たちの母親は、太子が、ようやく小学校へ登った頃亡くなったので、彼女は、その人の面影について、おぼろげな記憶しか持っていない。そして、父親という人は、 派手好みの豪奢な人であったから、娘たちにもあらゆる贅沢をさせてくれたらしいのだけれども、彼女は自分がどれだけのことをしてもらったか身にしみて覚えていることはないと言ってもよいくらいである。わずかな年齢の相違でも、ユ子となると父親についていろいろな思い出があり、あの時にやあもしてもらった、こうもしてもらったとよく。 そんな話をするのであるが、妙子は、あまりに幼すぎて、してもらったことがあったとしても、それが、本当に身についてはいなかった。せめて、前の稽古でも続けていたらよかったのに、それも母親が亡くなってから12年で止めた。彼女は、むしろ、妙子のやつは、真っ黒な顔をしていて、一番汚いと、父親に言われ言われしたことを覚えているのであるが、 それはそのはずで、父親の晩年時代には、まだ女学校在学中であったから、赤お白いもつけず、男の子だか女の子だかわからないような服装をした、薄汚い少女であったに違いない。当時、彼女は、早く卒業して姉ちゃんたちのように着飾って出歩ける年頃になりたい、そしたら、自分も、きれいな衣装をこしらえてもらえるであろうと思っていたが、 その望みがかなわないうちに父が亡くなり、それと同時に幕をかけの映画も終わりを告げた。と、その後間もなく、奥端との間に新聞の事件が起こったのであった。だから、幸子に言わせると、あの事件なども、両親の愛情によくすることが最も薄く、親の没後も、義兄との折れ合いがうまくいかず、家庭的に面白くない月日を送っていた結果。 物に感じやすい乙女心がああいう風に発展したのである誰の責任でもないか知しれないが要するに環境の罪である学校の成績などだって小井さんは私たちに比べて少しも劣ってはいなかったし数学などは一番よくできたではないかというのであるがでもあの事件が妙子の経歴に一種の楽園を押したことによって 一層彼女を偏らせるようになったことも確かであったそして今日においても彼女は決して本家の兄からユキコと同等の待遇は受けていなかった早くから彼女を一門の異端者死し,していた義兄は同じ折れ合いが悪いと言ってもユキコには親愛の情を示したけれども彼女は厄介者扱いにしている様子が見えたがいつの間にか その差別感が好き好きの小遣いとか衣装持ち物の末にまではっきり現れるようになった。ユ子はいついつお嫁に行ってもよいようにタンスにいっぱい支度してもらっているけれども彼女はこれという金高なものをあまりこしらえてもらったことがなく今持っているめぼしいものは大概自分が稼いだお金でこしらえたかそうでなければ。 2番目の姉が買ってくれたもののが多いのであった。もっとも妙子にはそういう稼ぎベッドの収入があるのでユ子と同等に待遇してはかえって不公平になると本家は言い太子自身も私はお金に困らないからユキヤちゃんにしてあげてと言っていたが事実現在では太子が本家に負担をかけている程度は幸子の半分にも足りないであろう。 そして、そういえばまた、毎月相当の稼ぎ高があるとはいうものの、一方で貯金をしながら、一方では、洋服に、最新の流行を追い、送信具などにも、かなりの税を尽くしている。妙子のやりくりのうまさには、どうしたらああやれるものかと、ユキコは、毎毎感心しているのであったが、ユキコは、彼女の軽食とか指輪の中には、 木畑貴金属店の陳列棚から出たものもあるのではないかと、ひそかに疑ったこともあったお金のありがたさをしみじみ知っていることにおいても、4人のうちで妙子が出職だったであろう。その点にかけては、父の全盛期に育ったユキコが一番ダメで、妙子には、家の没落した時の惨めさが、一番骨身に応えているのであった。ユキコは相番、 この変わり種の妹が何かまた事件を引き起こしはしまいかと思うと自分たちがそれに巻き込まれるのが辛いのでできれば彼女を本家へ引き渡してしまう方が良かったが当人がそれをうじないのはもちろんとして本家も今では引き取ろうと言わないであろうことが予想された現に今度などもそう聞いては妙子をそちらへ預けておくのは心配だから 手元へ呼び寄せて監督すると言い出しそうなところであるのに一向そんなことは言ってこないそれというのが義兄が世間体を気にして義前たちの文系行きたがることを嫌ったのは昔の話なので今ではそうでもなくなっているのであったがそれには経済問題が絡んでいることは明らかで今日になれば本家から見た太古というものは すでに半分独立しているようなものであるから、月々わずかな仕送りをしていれば済むのであった。その事情を察しているユ子には、一面対抗不憫がる気持ちもあって、迷惑なことに思いながらも、今更突き放してしまうわけにもいかなかったが、それならそれでもう一度当人にぶつかって、日頃疑問にしている点をもっとよく正しておく必要があった。年が改まって 松の内が過ぎてから出会った。妙子は、わざとユキ子には知らせないで、再び洋裁学院に通い始めたが、様子でそれを感づいていたユキ子は、ある朝彼女が出かけようとするとき、玉木さんの学校、始まってるのん。と聞いた。妙子は、ふん。と言いながら玄関へ出て靴を履きかけたが、ちょっと、恋井さん、少し話があるよってに。 ユキコは彼女を応接前呼び入れて差し向かいに暖炉を囲んだ要塞の子供やけど実は外にもいっぺん恋さんによう聞いてみんならん思うてることがあるねんそんで今日は考えてることを遠慮なしに言うよってに恋さんも私には何も隠さんと本当のことを言うてほしい太古は油の乗った光沢の良い方に 暖炉のホテりを受けながらじっと息を詰めるようにして燃え盛る焚き木を見守っていたそしたら警棒のことから聞くけど小いさんまでも本当に警棒と結婚する気やのん最初、太古はどう聞かれても黙って考え込んでいるばかりであったがゆきこがこの間中からの不審をいろいろに言葉を変えて尋ねるにつれて涙がいっぱい目に潤んできた そして、突然、ハンカチを顔へ持って行きながら、うち、アキラちゃんに騙されててんわ。と、鼻をつまらせて言い放った。中あんちゃんいつやったか、アキラちゃんに馴染みの芸者あるらしい言う話、してたことがあったわな。ふん、ふん、定之助兄さんが、南のお茶屋で聞いてきやはった。あれ、やっぱりそうやってん。 そう言って、太子は、それから、ぽつぽつ質問に応じ出して、次のような告白をした。彼女は、この5月に、その話を由紀子から聞かされた当時、そんなことは、風雪に過ぎないと言って表面否定し去ったけれども、実は、あの頃から、それが問題になっていたのであった。もっとも、奥端のお茶屋遊びは、前からのことではあったが、当人は、 これも、君との結婚を許してもらえないうさばらしだから、多めに見てくれ。ただし、僕のは、女たちを集めて、無邪気に酒を飲むだけだ。決して節操を汚すようなことはしないから、それは信じてくれと言っていたので、その程度のことは了解してやっていたのであった。それというのが、あの時にも話したように、あそこの家の一族は、兄さんたちでも、おじさんなどでも、 みんな人角の極道者であり、そう、雄太子自身の父も、よく遊ぶ人であったのを、幼い時から見て知っているので、それくらいは、明ちゃんとしても仕方があるまいと、節操さえ守ってくれるなら、野暮は言わないつもりでいたところ、奥端の言うことは、真っ赤な玄太助の作り、第四水準2の88の74で、完全に人を騙していたのであることが、 ふとした事件から次々に知れてきた次々というのは宗右衛門町の芸者の外にもある踊り子と関係して子まで産ませていたのであった奥端はそれが知れたと分かるとうまいことのありった毛を並べて詫びを言い踊り子の方は昔のことで今は切れている子供というのも実は誰の子だかわからないのを僕が背負い込まされたのでこれもきれいに 親子の縁を切ってある宗右衛門町のだけは誠に申し訳がないが今後は誓って関係を断つなどと言ったがその時の態度なども何か非常に上調子な玄太助の作り第四水準2の88の74をつくことを何とも思わないやぶやすちな人間のようなところが見えてもうどうしても信用する気になれなかった踊りこぼしの方は 手切れ金の証文まで持ってきて見せたから、まさか、玄達巨の作り、第四水準2の88の74ではないであろうが、芸者の方は、切れたと言っても、証拠のないことで分からないし、この外にも、まだ何があるか知れたものではなかった。それでも、奥端は、恋さんと結婚したい熱意に変わりはないと言い、僕の恋さんに捧げる愛情は、 そんな女たちに対する気持ちとは一緒にならないなどと言ったが、彼女は、どうも、自分も、一時の慰みにされてしまいそうな気がして、正直のところは、その前後から嫌悪を感じるようになった。彼女は、ただ、姉たちをはじめ、世間の人たちから、それ見たことか、あんな男の言うことを真に受けて、結局騙されたではないか、と言われるのが口惜しさに。 約束を解消するというところまでは、容易に決心がつきかねたけれども、しばらくでも彼と離れて、ゆっくり考えてみたかったのであった。それで、陽光は、その手段として考えついたものに違いなく、また要塞を死亡したのも、本当は、他実独身生活をする場合を予想し、それに備えんがためであったことは、幸子の察した通りであった。そんな事情で、 彼女が奥端との結婚について人知れず思い悩んでいるときに起こったのがあの水害の事件であった。彼女はあの時までは板倉というものを忠実な下僕ぐらいにしか考えていなかったとまあ言うのであるがそれがあれからこちら急激にあの男を見る目が変わるようになった。こんなことを言うと中あんちゃんや雪あんちゃんはうちを 偉い物好きな女のように思うであろうが、それは、自分が、実際に、あの機難に遭遇し、万に一つも助からないはずの命を助けてもらった感激を、体験しないからである、と、そう彼女は言って、明ちゃんは、あの日の板倉の行動を、目的があってしたことだとか何だとか、ケチをつけるけれども、仮にそうであってもよい、とにかく、板倉が、 あれだけの危険に身をさらすには、何よりも、まず、自分の命を投げ出してかかったことであるのに、そういう明ちゃんは、あの時、どんなことをしたか、命を投げ出すどころではない、何一つ親身の。なぜと言って、ユキコも知っている通り、あの日奥端は、ようやく阪神電車が通じるようになってから、芦屋まで訪ねてき、案じられるから、様子を見に行ってきますなどと言いながら、 結局国道の田中まで来てわずかな水が出ているためにあそこを渡れないでうろうろした挙句板倉の家へ寄って彼女の無事なことを聞くとそれきり大阪へ帰ってしまったのではないかあの夕方板倉方へ現れた時の奥端はパナマ坊にしょとしたコンセビロを置きトネリコのステッキにコンタックスを下げて こんな時にこんな風をして殴られはしまいかと思うような身なりをしていたそうであるがあの田中のところの水が渡れなかったのも折り目のついたズボンを濡らすのが嫌だったのではあるまいかそれを定之助や板倉や小吉までが彼女を救い出すために泥まみれになって働いてくれたのと比べるとあまりな粗違ではないか彼女は奥端のおしゃれなことを知っているから 何も泥まみれになってくれと言いはしないが、あれでは、普通の人情さえないのである。もし、奥端に、彼女が無事に助かったことを喜ぶ心情があるならば、もう一度足屋へ引っ返して、彼女の顔を見て帰ろう、という気になるのが当然である。彼は、自分でも、また後で寄せていただきますと言って出て行ったのだそうであるし、由紀子も、無論、 彼が帰りに立ち寄るものと予想して、心待ちにしていたというのに、無事ということを確かめさえすれば、義理は済んだつもりなのであろうか。それにしても、人間の進化は、ああいう際に、本当によくわかるものである。太古は、奥端が、浪費家であるとか、浮気者であるとか、解消なしであるとか、いう程度のことだけなら、 何も縁であるから辛抱をしようという行がないでもなかったが未来の妻のためにズボンを汚すことさえも厭う軽薄さを見てはすっかり望みを失ったのであった25ここまでは太鼓は四終両方に涙の錠を引きながら時々鼻を手辺足すいびきの辺第四水準二の十三の55見たりしたけれども割合に落ち着いて 理路整然と,こと細かに話したがこの後の板倉との戦いきさつについてはだんだん口が重くなってなるべく幸子に言葉数を多く費やさせ自分はそれを肯定したり否定したりすれば済むように努めたのでユキコはところどころ想像で穴をはめながら聞いていかなければならなかったそういうわけなので以下の話には 由紀子の補填と解釈とが加わっているのであるそこで板倉というものがいろいろの点で奥端と孝子の対象を成して妙子の目に映り出したのであるが彼に対する彼女の感情は非常な速度で高まっていった本家のことを笑う彼女にもやかるがガン柄とかモンチとかいう観念はあるので イタクラのようなものを相手にする自分の立場の滑稽なことも考えられ、自制の念も働かないではなかったけれども、そういう自分の頭の古さに反抗する心の方が、一層強く作用した。もっとも、彼女は、どういう場合にも、冷静を失わない性質なので、イタクラを恋するようになっても、そのために盲目になりはしなかった。ことに、 奥端の時で懲りているので今度は先の先までもおもんばかり損得の打算をしてみ随分助祭なく少量した上でどうしても板倉と結婚するのが自分を幸福にする道であると思うようになったのであった由紀子は実は板倉と太子との関係についてさまざまな憶測を下してはいたもののまさか太子が 結婚の覚悟までしていようとは思いもよらなかったので、その告白を聞いたときの驚きは、一方ならぬものがあったが、太古は、板倉が、でっちのぼりの無教育な男であることも、岡山財の小作能の粋であることも、アメリカ移民に共通な欠点を持つそやな青年であることも、よく知っていて、それらを差し引き勘定して、この決心に到達した、というのであった。 彼女に言わせると、彼は、ああいう男ではあるが、奥端のような棒に比べれば、人間として、数等上である。とにかく、彼には、この上もなく、強靭な肉体があり、いざとなれば、火の中へでも飛び込む勇気がある。そして、なんといっても、自分で、自分や妹を養っていける技能を持っていることが第一の強みで、 おふくろや長系のすねをごうりつつ贅沢をしている人間とは違う彼は裸一貫でアメリカ山岳へ飛び出していって誰に仕送りをしてもらったのでもなく自ら苦学立候してその技能を習得したのであるしかもそれは相当の頭脳を必要とする芸術写ししかるに板倉はその条件が揃っているばかりでなくなおよいことには田舎に 兄が三人もあるので、彼には、親兄弟の面倒を見る責任がなかった。今、同居している妹は、家事や営業を手伝ってもらうために呼び寄せてあるので、嫁を迎えれば返すことになっていた。つまり、板倉は本当の一人ぼっちであるから、誰に遠慮もなく、思う存分可愛がってもらえるので、それが、太子には、どんな家柄の、どんな資産家の夫人になるよりも、 結局気楽ででいいというのであった勘の早い板倉はかなり前から太鼓の気持ちを一心伝心的に悟っていたらしく言語動作にそれを露骨に表していたがそれでも彼女がはっきりした言葉で意中を告げたのはそんなに古いことではなかった確かあれは去年の9月の上旬ユキコが東京へ行っている留守の間に 奥端に勘付かれて、一時二人が交際を差し控える主義になり、その相談をしたことがあったが、その折初めて妙子の方から打ち明けたので、結果から言えば、奥端の干渉が、一層二人を接近させてしまったのであった。板倉は、彼女の言葉が、単なる恋愛の表示でなく、結婚の申し込みであると分かったとき、ちょっと。 自分の耳を疑うような、どぎまぎした様子を見せたが、それは、わざと首相らしく装ったのか、でなければ、彼も、さすがにそこまでは予期していなかったからなのであろう。その時彼は、僕は、そんなことは夢にも考えていなかったので、あまり突然で、なんとお返事してよいかわかりませんから、二十三日考えさせてください、と言ったが、しかし、 そういう口の下から、僕としては、ありがたすぎて良いも悪いもありませんが、コイさんが後で後悔なさらないように、もっと熟考なさってはいかがでしょうか、などとも言い、そんなことをしたら、僕が、奥畑に出入りができなくなるのは、もちろん、コイさんも、本家や文家から見放されるようになるでしょう。その上、二人とも、社会から、あらゆる誤解と迫害を受けるでしょう。僕は、 それと戦っていく勇気がありますが、恋さんは用心棒なさるでしょうか、などとも、それからまた、僕は、きっと、幕をかけの娘さんを、うまいこととろかし込んで、身分違いの結婚をした、という風に言われるでしょうが、世間が言うのは構わないとして、警棒にそう思われるのが、一番つらい、などとも言い、またご調を変えて、でも、 警棒の誤解を解くことは到底できないからもうどう思われても仕方がない本当のことを言うと奥畑は僕の宗筋に違いないが僕が実際にお世話になったのは先代の大旦那と今の旦那慶三郎の兄とおうちさん慶三郎の母だけだ警棒はただ九州の家の棒であるというだけで直接恩を受けてはいないそんな具合で 結局彼は一応うも二うも躊躇すると見せかけながらずるずるに太鼓の申し込みを承諾したような形になった二人は差し当たって自分たちが結婚の約束をしたことは当分の間誰にも絶対に秘密にしておくことそれより先決問題は太鼓が奥端との婚約を取り消すことであるがそれも請求の手段を避けて 徐々に奥端に分からせるように、できれば奥端が自発的に断念するように仕向けること、その最良の方策として、太鼓は、ぜひ要綱すること、自分たちが結婚するのは、まだ23年先でよいが、その場合、方々から経済的圧迫を加えられるようなことがあるかもしれないから、今からそれに対抗する用意をしておくこと、その用意の一つとしても、太鼓は、 要塞の技術習得に精進すること、同等々を申し合わせて、それを実行する。というのは、妙子の要講の計画が、本家の反対と玉城女子の予定変更のために実現不可能になったからであった。妙子の腹では、奥端が自分を追い回すのは、一つは、板倉に対する意地があるのだから、自分が日本にいる間は、なかなか絶縁するわけにはいくまい。 それでパリへ行った後に、自分のことは諦めてくれろという意味の手紙を出して、しばらく姿をくらましていれば、奥端もしまいには諦めるであろう、というのであったが、陽光が駄目となると、おそらく、奥端は、それも、板倉がいるために止めたのだという風に、一層曲解していよいよ彼女を追い回すであろうと思えた。それに、彼女は、遠い外国に離れているなら、 板倉と半年や一年会わずにいるのは我慢できるがつい目と鼻のところにいて一方では絶えず奥端につきまとわれながら板倉と会わずに暮らすということは耐え難かったで最近では陽光がダメならもう仕方がないとてもこのままでこれ以上奥端の目や世間の目をごまかしていくことは難しいからいっそ 各方面との摩擦を覚悟の上で、一日も早く結婚してしまおう、という方へ、だんだんこうが傾いてきている。ただ、目下のところ、妙子にも板倉にも、まだ、経済上の準備が十分できていないのと、それから、彼ら自身は、どんな社会的制裁でも受けるが、ユキコがドバッチリを浴びて、ますます遠遠くなっては気の毒であるから、どうしても、 ゆき子の円づくまで待たなければならないのと、それだけの理由で躊躇している、というのが実情なのであった。そしたら、小井さんいたくらと、そんな口約束しただけで、それ以上何もないのんやろかふん。きっとそうに違いないのん。ふん。それ以上のこと、何もあれへん。それやったら、その約束実行するいうこと。 もう、いっぺんよう考えてみてくれへんなあ、コイさん、コイさんにそんなことされたら、本家にも世間にも、あたしが顔向けできんようになるよってに。ゆき子は、がぜん、目の前に歓声が開いたような気がした。今では、かえって、妙子は度胸を据えてしまい、ゆき子の方がすっかり興奮させられて、うわずった声を出していた。 26それから23日の間毎朝夫と悦子とが出かけた後でユキコは妙子を呼び入れては決心の程度を打診してみたが妙子の腹はもう極まっていて動く気配もなかったユキコは奥端と絶縁するということは本家はとにかく私たちは賛成なのだから場合によっては妙之助兄さんに入ってもらって 今後、らちゃんが付きまとわないように、きっぱり話をつけてあげてもよい。要塞の稽古のことも、今のところ、公然と賛成するわけにはいきかねるが、見てみないふをしているぐらいは差し支えないし、将来職業婦人になるということも、私たちは、勘んて妨害はしない。本家に預けてあるというお金のことも、今すぐでは困るが、他実、何か、理由の立つ用途に充てるのであったら、 適当の時期を見て、小井さんの手へ渡るように、口添えをしてあげてもよい、とまで、ユキコは、また、身分とか階級とかいうことは別にしても、板倉という人間は、どうも私には信用できない。それは、デッチから写真館の主にまでなったのだから、晶ちゃんのような棒とは違うだろうけれども、それだけに、そう言っては悪いが。 世間連れのした狡猾さを持っているるような気がする頭の程度も恋さんはそう言うけれども私たちが話してみた具合ではつまらないことを偉がったり自慢したりする癖があって非常に単純で低級のように思われるし趣味とか教養とかいう方面もなっていないように感じられるああしてみるとあれぐらいな写真の技術は職業的な才能と器用さがそして 中杏ちゃんはそう言うけれども、板倉は、うちをお嫁に迎えることを、非常な名誉に感じている。当人ばかりでなく、田中の家にいる妹も、田舎にいる親たちも、兄たちも、そういうお宅の娘ちゃんに来ていただいたら、自分たちも鼻が高いと言って、涙を流して喜んでいる。うちが、田中の家へ行くと、板倉は、妹を捕まえて、 お前とそんなところから恋さんに挨拶する身分やあれへんねん昔やったら次の間に手へ使えて物言うたんやでと言ったりして兄弟でうちを下へも置かないようにするなどとしまいにはのろけ交わりにそんなことを言う始末であゆきコはそういう話を聞くと僕は幕をかけの恋さんを嫁にもらうんやでと 例の調子で得意になっている板倉の様子が目に見えるようであったが当分秘密にするなどと言いながらもうそのことを田舎へ行って不意調しているのかと思うといよいよ不愉快になるのであったそれでも太子はこの前のあの新聞の事件がゆきコに飛んだそば杖を食わせたところから今度はユキアちゃんが縁付くまでは軽はずみなことはしないと言っているので 早急に破局が迫っているのでないことが、いくらかユキコを安堵させた。彼女は、差し当たり、強いて押さえつけようとすれば、反動的に激発する恐れもある。どうせ、ユキコの身が極まるのは、早くても半年ぐらいは先であろうから、その間に、気長に、妙子を説得もし、工作も施して、徐々に心境を変化させるように指導しよう、と試案を決めて。 今のところは、一応太鼓の意思を認め、なるべく逆らわないようにするより、外はなかったが、そうなるとまた、ユキコの立場がかわいそうに見えてくるのであった。ユキコの心になってみれば、自分のために太鼓が待ってくれている、という風に感じ、それを恩に着ることは嫌であるに違いない。なぜといって、もともと、彼女が根気を一したのは、 他にも原因はあるけれども、あの新聞の事件というものが飛沫を及ぼしたのであることを思えば、妙子に恩を着る筋などは少しもないからであった。それよりも、何よりも、幸子としては、自分は、決して結婚を焦ってはいないし、恋さんのひばっちりを受けたことなんか恨んでもいない。自分の運命は、そんなくだらない事件の影響で左右されはしないから、恋さんは、 私に気兼ねしないで先に結婚してくれたらよいというでもあろう。と言って太子も本に着せるようなつもりはないに極まっているが由紀子の結婚が遅れているのにしびれを切らしていることは事実でそもそも二の時点、一の二の二十二あの新聞の事件にしてもあの自分に由紀子がすでに縁づいているか直気に縁付くような形成であったら。 彼女がいくら若かったとしても、好んでああいう非常手段に出なかったことは確かであった。要するに、この姉妹たちは仲が良いので、決していさかいにはならないのであるが、冷静に観察すれば、ユキコとタイコの間には、かなり険しい利害の対立が潜んでいるのであった。ユキコはあれから、というのは、去年の9月、奥畑の手紙で驚かされてから、今日まで、 太古と板倉との問題を誰にも漏らさずに来たのであるがこうなっては自分の胸一つに収めておくにはあまり重荷であることを感じた今日になってみると太古のために自分が常に同情ある理解者をもって任じ人形の制作に声援を与えたり宿川アパートを借りてやったり奥端との交際を黙認したり何事か起こるたびに 本家との間に入ってかばってやっていたことがすべて敵となって報いられた形で妙子の仕方に憤満を禁じ難いところもあるがしかし一方ウサギにも角にも自分が中に立って舵を取っていたからこそこの程度で住んできたのでそうでなかったらもっと悪い方へ発展してまた何か世間を騒がすようなことができていたかもしれないという気もした。 でも、そんなことは、自分がそう思うだけで、世間の人や本家の姉たちはそうは見てくれないであろう。何よりもユキコの恐れるのは、ユキコの縁談が持ち上がるたびに、更新所などが、こちらの身元調べをするので、そんな機会に、妙子の昨今の行情が、洗いざらい、世間へ知れることであった。ありていに言うと、ユキコも、妙子の行情を、彼女が、 奥端と板倉との間をどういう風に泳いで行きつつあるのかということを具体的には何も知らないのであるが見ようによっては随分不良らしくも見えるはずなので一般の人から誤解されてもいるであろうことは想像に難くないのであったもともと幕をかけの側では幸子が純血であることは誰の目にも明らかであるし他にこれといって 調べられて困るような弱点はなくただ太鼓という毛色の変わった妹が一人あることが人々の注意を引きやすいところから調べる者も,のも本人のユキコよりは疑問の多い太鼓の方を調べようとする風があるので彼女のことは身内の者が知らなかったりかばったりする割に案外世間は知っていそうに思えるのであるがそういえばユキコは方々へ。 ゆき子の縁談を頼んであるにもかかわらず、去年の春以来、どこからも話を持ってきてくれるものがなくなったのは、ひょっと、もしそうならば、ゆき子のためにも捨てておけないし、それに、そんな噂が、陰でこそこそささやかれているうちは、まだ良いけれども、回り回って、本家の耳へ入った場合、自分一人が責められなければならないのは、つらいことであった。 邸之助や由紀子なども、そんな事件になっていたのなら、なぜ打ち明けて相談してくれなかったのかというであろうし、妙子を翻いさせるのにも、自分一人の力ではおぼつかないので、邸之助と由紀子と、三人で代わる代わるさとしてみたら、効き目がありそうにも考えられた。ふん、それ、一体いつのことやねん之助は 20日正月も過ぎたある日の夕方、離れの書斎で、新刊の雑誌をめくっているところへ、幸子が、何か様子ありげに入ってきて座ったので、不思議そうに顔をもたげると、やがて、その話になったのであった。そんな約束したのんは、去年、私が東京へ行ってた、間や幽年は、あの時分、私も、えっちゃんも、おはるどんもおらなんだよってに。 毎日、板倉が家に来てたらしいねんけど。そしたら、僕も、責任があるわけか。そんなことないけど、あんた、ちょっとも気付つきなされへんなんだ。僕はちょっとも気付つきかなんだ。けど、そない,い言われると、水の前から、えらい馬があうてるみたいなところがあったな。そうかて、あの男、誰とでもあんな風ですねん。 コイさんだけと違うねんわ。そういえばそうやけど、水の時はどないでしたん。あの時は実に至れりつくせりで、あんな親切な、陽気のつく男ない思うて、すくづく感心してしもうた。コさん、あれが身にしみて嬉しかったんやな。それにしたかて、どうしてコイさんみたいな人に、あの男の低級さがわからんのんか、ほんまに不思議やわ。 私がそれを言い出すと、コイさんたらむきになって、そない言うけど、こういうええところもある、こういうところもある言うて弁護するのんで、アホーらしいなってきて。あれで、コイさんは、なんと言うても娘ちゃん育ちで、人のええとこある境に、安んをょめられてますねんわ。いや、コイさんはよう考えてるんねんで。まあ言うてみたら、ちょっとぐらい人間が低級でも、 体が丈夫で苦労に応えられて頼もしそうな男やったらええという実利主義やねんな自分でもうちは実利主義で行くのんや言うてますねんそしたらそれも一つの考えようやないかあんた何言うてなさるねんあんな男と結婚してもええ思うてなさるのんかそうでもないけど 奥端と結婚するのんと塾かたか言うたら、まだ、板倉の方がええやろうな。あたしは、それと反対やわ。夫婦は、そこまで話し合ってきて、図らずも功が別々であることを見出した。由紀子が奥端を嫌いだしたのは、定之助の意見に影響されたのが始まりで、今では、確かに好感を持っていないのだけれども、しかし、板倉と比較してはいくら、 何でも奥端が可哀想そうだという頭なのであった。それは某育ちの極道者かもしれないし、解消なしであることも事実であろうし、見るから、軽薄な、感じの悪い青年であることは分かっているけれども、もともと、彼女とは、ような馴染みの、船場の旧家の生まれであり、同じ人種のようなものであってみれば、好きも嫌いも、その範囲内でのことである。 彼と妙子とを正式に結婚させる分には、先々どんなに困るようなことがあるにしても、差し当たって、世間の手前は悪くないが、妙子が板倉と自由結婚するということになれば、これは、明らかに、社会的に嘲笑を招くであろう。だから、奥端との結婚を切り離して考えれば、決して望ましいことではないが、板倉との問題が生じてみれば、 それを防止するためにむしろ前者を選んだ方が良いくらいである」とそういうのがユキ子の意見であるが定之助はその点進歩的で家柄ということ一つを除けば奥端が板倉に勝っているところは何もない結婚の条件としては正しく小井さんの言う通り愛情と健康と自活する力との三つを備えていることが何よりも大切であり 板倉はそれが試験済みであるとすれば家柄だの教養だのにそうこだわる必要もないではないかというのであったもっとも帝之助もそんなに板倉が気に入っているのではなく奥端との比較において板倉を取るというだけなので本家がそれを許すはずのないことも知っており自分が進んで本家との間を斡旋しようというほどの行為も持ってはいないのであるが 彼に言わせると、恋さんという人は、性格から言っても、過去の経歴から言っても、習慣的な方法で結婚するなんていうことに向かない人だ。あの人は、自分で好きな相手を見つけて、自由結婚をするようにできているのだ。また、その方が、恋さんの場合には、普通の結婚をするよりも有利である。恋さん自身も、それを知っていればこそ。が。 て之助の態度はあくまでも消極的で、意見を聞かれればそう答えるより、外はないが、これはお前にだけ言うのである。決して、僕の功はこれこれだなどと、本家は、もちろん、小井さんにも言ってくれては困る。僕は、この問題には、鉄頭鉄尾局外者でありたい、と、そう言うので、なんでですねん。と、ゆきこが詰まると、どうも、小井さん言う人は、 性格が複雑で、僕にはちょっとわからんとこがあるので。と、口ごもりながら言った。本に。あたしかて、恋さんのためには、味方になって、自分が誤解されてまで尽くしてあげたつもりやのに、人に煮え湯飲ますようなことするねん境に。まあ、そない言うけど、ああいう性格も特色があって面白いで。それならそうと、 早う打ち明けてくれたら、A のんに、うまいこと人をだましてた思うたら、今度ばかりは腹が立って、腹が立って。雪子は、泣くときにわんぱくじみた童顔になるので、定之助は、まっぺにに上気して、口よし涙を浮かべている妻の顔に、いつも、こんな表情をして、しまい嘩をしたであろう遠い昔の、幼い日の姿を懐かしく思いあった。27 太古が橋の迷惑や人の思惑も構わないで自分の好きなように振る舞うのに反して全然能動的に動く力を欠いているような幸子のあれ以来東京の空でわびしく暮らしているであろう様子がしきりに幸子の年頭に浮かんだ去年の9月本家の姉と東京駅頭で別れた時にくれぐれも幸子ちゃんの縁談を頼むと言われたこと 今年はユキコの厄年に当たるので何とかして去年中にと思っていたのが虚なしくなったことせめて今年の節分までにはと言っていたその節分ももう一週間の後に迫ったことそしてもしも自分の水量のように太子の評判のかんばしからぬことがユキコの縁談を妨害しているのであるとすれば自分にも一般の責任があること等々を考えると いよいよ2の時点、辞典の2 2ユキコに対してすまなく感じられてくるのであったユキコは昨今の太子に抱いている自分の不満を一番よく理解してくれるのはユキコであろうと思うにつけ彼女を呼び寄せて聞き役になってもらおうという気は実は当からあったにもかかわらず妙子の新しい恋愛事件を打ち明けることによって 彼女に及ぼすであろう心理的影響を考慮するところからつい差し控えてきたのであったがかといってそれをどこまでも隠していて端からユキコに知れた場合の気まずさも考えられたそれにせっかく知恵を借りるつもりでいた定之助にああいう風に言われてしまうと残る相談相手としてはユキコより外にないので。 何とか口実を構えても彼女を呼び寄せたいところであったがそれには好都合にも亡くなった長崎師匠の追善の前の会が来月の下旬に大阪三越の8階ホールで催されることになったのであった三村作開業師匠追善三村流前の会日時昭和14年2月21日午後1時開催 場所高麗橋三越八階ホール出し物袖航炉峠なのは黒髪すり鉢屋島江戸土産鉄林雪芋頭都鳥八景茶音や頭ゆかりの月桶ケ白井不動出演者名9番組は当日停止回避不要当日招待券の着方は左折す申し込み期日 2月19日限り会員級ご家族に限る。右ご来会ご希望の方は往復はがきにて申し込まれたし、服のはがきを持って招待券として返信す。主催、山村作文家郷土会。講演、大阪同人会。ゆき子は、2月早々に、郷土会が印刷したこの案内状を封入して、本家の姉とゆき子に宛てて書面を出した。 姉の方へは、あれから、いっぺんユキコちゃんに来てもらおうと思いながら、そのうちに機会があることと、心待ちにしていたけれども、去年も、とうとう、どこからも、良い話がなく、今年も、もう節分が来てしまった、ついては、別に用事があるのではないが、私も、久しく、ユキコちゃんの顔を見ないし、ユキコちゃんも、そろそろこちらが恋しくなった自分であろうから、 差し支えなかったら、なんということもなく、しばらくよこしてくれないであろうか。ちょうど幸い同風したような山村舞の会があって、恋さんも出演することになり、ぜひゆきこちゃんに見てもらいたいと言っているから、と、簡単にそう書いてやったが。が、鶴子からも、ゆきこからも、何の返事も来ないので、また、この舞のように、不意に来るのではないか知らん、などと話し合っていたが。 紀元節の日の夕方、妙子が、今日は、衣装を着けて裾を引いて、待ってみると言って、洋まで稽古していると、あ、姉ちゃん。と悦子が、誰よりも、先に、呼び鈴の音を聞きつけてがけて出た。はいらっしゃいませ。皆さんこちらにおいででございます。と、後からお春も立って行って、応接間のドアを開けた。 雪子が入ってきてみると、長椅子一つだけを残して、テーブルや肘掛け椅子を全部取り除け、絨毯を一方へぐるぐる巻きにして片寄せ、太子が部屋の中央に、つぶし島田に、時色の手柄をかけた頭で、この間の手紙にあった衣装、ぶどう紫に、雪餅の梅と、椿の模様のある小紋を着て、傘を持って立っていた。そして、雪子が、 隅の方に床板に直下に座布団を敷き光輪菊の蒔絵のある本間のことを横たえて座っていた謎始まってるらしい思うたはユキコは大島の2枚重ねの裾からメリヤスのパッチをのぞかせながら長い子にかけて見物している帝之助に軽く目霊をしてから行った遠くからお金の音が聞こえて頼ってに ゆき子ちゃん何んとも言うてきえへんのんでどないするのんか思うててんユキコは弦の上にことめをかんめた手をのせたままあれからざっと半年間会わなかったゆきこの様子を見上げたがうちきなようで華やかなことの好きな子の妹が汽車で疲れたらしい青い顔をして入ってきてこの光景に出会った今急に目元をほころばしたのを見逃さなかった 姉ちゃん、ツバメ、できたのん。と、え子が聞いたが、ゆきこはそれには答えないで、その頭、カツラやのん。と、妙子に言った。ふん、今日ようようできてきてん。よう似合うわ、コイさん。このカツラ、あたしも、時々まげに言うて、こうむらしてもらおう思うて、コイさんと共同でこしらえてん。よろしかったら、 ゆきやんちゃんにも貸してあげるわ。お嫁入りの時にかぶりなさい。アホーらしい、あたしの頭に合うかいな。ゆきこが冗談を言ったのを、ゆきこは、機嫌の良い笑顔で受けた。そういえば、彼女の頭の鉢は、毛が豊かなので見たところではわからないけれども、飛び抜けて容積が小さいのであった。ゆきこちゃん、ええところへ来た。と、ていのすけが言った。 今日は、小さんかつらが出来てきたのんで、いっぺん、ちゃんと衣装をつけて舞うてみよういうことになってん。それに、二十一日は火曜日やのんで、僕見に行けるかどうか分からんよってに、今日本式に舞うて見せてもらおう思うて。えつこも、二十一日は行かれへんねん。残念やわ。本に、なんで日曜にせえへんのんやろ。時節柄、あまり、 パット専用に、優秀かもしれんな。そんなら、中あんちゃん。と、太子が、傘を開いて、絵を、まっすぐに、右の手に持ちながら言った。今のとこ、もう一遍引いてみてほしい。そんなこと言わんと、初めからやりなさい。邸之助が言うようについて、悦子も言った。宗哉は、恋ちゃん、姉ちゃんに見せたげて。にへ舞うたら、 いちゃんもうヘトヘトやわ。まあ、稽古や思うて、もう、いっぺん初めからまいと、ゆき子も言った。あたしかて板の間に座ってたら、冷えてかなわんけど。ご両人様、カイロを入れて参りましょうか。と、おはるが言った。腰のところへお当てになりましたら、お違いになるやろうと存じますが。そしたら、入れてきてもらおうか。 うち、その間に、一度休みさしてもらおう。と、太子は、傘を床に置いて、妻を取りながら、ゆっくり、ゆっくりと、長椅子の側へ歩み寄って、定之助に並んでかけた。そして、すみませんけど、一本下さい。と、ゲルベゾルテを一本もらって、火を点じた。私もちょっと顔洗ってこよう。 ゆきこも洗面所へ出て行ったが、ゆきこちゃんは、こういうことやったらいつもニコニコしてるわ。と、ゆきこは言って、あんた、今日は、ゆきこちゃんも来たことやし、恋さん何べんも回した境に、晩はなぞおごりなさい。僕がご祝儀出すのんか。そうやは、それぐらいな義務ありますせ。今夜は、そのつもりで、何も支度してあれしません。 うち、何でもごちそうになりますせん。何がええ、コイさん。アタイ兵か、オリエンタルのグリルか。うちは、塾方でもええわ、ユキアちゃんに聞いてみて。長いこと、東京に行って頼ってに、タイの新しいのんが食べたいやろうで。そんなら、ユ子ちゃんのために、白ブドウ酒を一本下げて、アタイ兵へ行くか。と、定之助が言った。 さあ、ご祝儀が出るのんやったら一生懸命回んならん回路を持ってお春が戻ってきたのを見ると太子は口紅の跡のついた吸いかけを灰皿の縁に置いて小妻を取った28帝之助は今月はある会社の整理の仕事が忙しく21日には行けそうもないと言っていたが当日の朝事務所から電話で さんの雪だけでも見たいと思うから雪が始まる少し前に知らせてくれるように幸子に行ってきた。と今から気や張ったらちょうど良い自分ですとユ子から知らせてきたのが2時半頃であったが出ようとするところへ来客があって30分ばかり横断をしていると大急ぎでお越しにならなんだら間に合いませんとお春の声でまたかかってきたのであたふたと客を追い返して。 堺井筋今橋の事務所から一とまたぎの距離なので帽子もかぶらずに昇降機に走り込み電車通りを横切って無こう角の三越へ駆けつけたそして8階ホールの会場へ上ってみると舞台ではもう太鼓が舞っているのであったユ子の話だと今日の回は郷土界の会員の外に大阪同人会の方の会員と その会が発行している機関雑誌の読者などが主で、一般に公開するのではないから、そんなに大勢は来ないであろうということであったが、近頃珍しい催しなので、手鶴を求めて招待権を都合した者が多いらしく、椅子席はほとんど満員で、後ろの方に立って見物している一軍もあった。帝之助も席を探している時間がないので、 立っている人々の肩の間から覗いていたがふと気がつくと一軒ばかり離れたところに見物人の最高列に立ってライカを舞台の方に向けてファインダーに顔を押し付けている男のいるのが板倉に紛れもなかった。帝之助ははっとして先方から見つけられないうちに遠い隅の方へ逃げてきて時々こっそりうかがうと板倉は。 街灯の襟を立てて顔を埋めめったにキャメラから首を上げないで続けざまに太鼓を取っているが当人は人目を避けるつもりでわざと街灯を着ているのであろうがその街灯というのがロスアンゼルス時代のものらしい映画俳優好みの派手な絵なのでかえって目立っているのであった太鼓の雪は去年も一度出しているのですることに卒はなかったが 何分あれ以来稽古を怠っていて今度の出演が決定してから急に1ヶ月ほど練習しただけでありそれに今までは郷土界といっても上杉邸の日本座敷の置き舞台かアシアの家のうまで舞ったぐらいなことでこういう本式の観客席を前にした舞台で舞うのは初めてなのでなんとなく幅の足りない。 周りに空間がありすぎるといった感じがするのは、ぜひもなかった。当人もかねて、それを懸念したらしく、地方で前を引き立てるように、今日は、特に、幸子のことの師匠である菊岡剣業の娘を煩わして、三味線に出てもらったのであったが、それでも、決して、登ったり、帰去売れがしたりするのではなかった。邸之助が見ていると、持ち前の落ち着きを失わないで、 どこまでも悠々と待っている態度が、とても、一ヶ月やそこらの練習で、初めてこういう晴れがましい舞台に立った人のようではない。それが、一般の観客はどうか分からないが、邸之助には、いかにも人を食った、褒められようが腐されようが構わないといった風な、度胸で待っている感じがして、小面にくくさえ思えるのであったが、でも考えれば、彼女は、 今年二十九という大都市までもう芸者ならば老女といってもよい年頃だとするとそのくらいな度胸があっても不思議はないわけであったそういえば彼は去年の前の回の時にも平素は十以上も若く見える太鼓がその日に限って都市間の地金をあらわしているように感じたのであるがこうして見ると日本のこういう徳川時代的服装は 大体に女をふけさせるのであろうかそれともこれは妙子に限ったことなので一つには平素のはつらつとした様相に対象させる古典的服装のせいでもあるが一つには彼女が舞の時に示す舞台度胸のせいでもあろうか。と帝之助は舞が終わった途端に慌ててライカを小脇に挟んで。 急ぎ足に廊下へ出ていく板倉を認めたが彼の姿が扉の向こうへ消えたのと眼髪を入れずに観客席のどこからか一人の紳士が非常な勢いで走り出て派手な街灯の後ろ影を追うようにその同じ扉に体でドンと突き当たりつつ出ていったのを見たとっさの動作だったので定之助はあっけに取られたが次の瞬間に 今の紳士が奥端であったと心づくと彼もすぐ後から廊下へ出たなんで恋さんの写真撮ったぞらん言う約束したやないか奥端はさすがに辺りに気兼ねしながらどうもすると大声になりたがるのを自ら制するようにして詰まっていた板倉はムット面をふくらしてはいるけれども叱られているという格好に 首を垂れておとなしく聞いていた。そのキャメラ僕に貸せ。そう言うと、奥端は、刑事が通行人を調べるように、板倉の体をなで回して、街灯のボタンを外すと、上着のポッケットへ手を差し入れて、素早くライカを引っ張り出した。それから、それを、自分のポッケットへ突っ込みかけたが、なんと思ったかまた取り出して。 指先をガタガタ震わせながら、レンズの部分をいっぱいに引き伸ばすと、コンクリートの床の上へ、カチンと、力任せに叩きつけて、後をもみずに行ってしまった。あっという間の出来事だったので、居合わせた人々が気がついた自分には、もう、奥端の影は見えず、板倉が投げ飛ばされた写真機を拾い上げて、すごすご立ち去るところであった。それにしても、 板倉は、四十の間直立不動の姿勢をして、下を向いたきり、九首の坊の前に出ては、全く頭が上らない形で、日頃、命よりも大切にしているライカが床に転がるのを見つつも、自慢の体力や腕力に、物を言わせず、じっとこらえてしまったのであった。帝之助は、ちょっと、楽屋に顔を出して、人々に挨拶をし、妙子の牢をねぎらった後で、 すぐに事務所へ引き返したので、その時は、何の話もしなかったが、その晩遅く、悦子や義妹たちが出前引き取ってから、妻にだけ昼間目撃した事件を告げた。そして、自分の見るところでは、板倉は、自発的にか、あるいは小井さんに頼まれてか、雪の舞台面を撮影する目的で、時間を計って、こっそり入り込んだのであろう。が 目的を達して早々引き上げようとする間際にそれまで観客席のどこかに潜んでいた奥端に押さえられたというわけであろう奥端はいつから入場していたのかわからないが多分板倉が来ていないかと思ってキョロキョロしていたに違いないから早くも彼を見つけ出して舞が終わるまでの間ちょうど定之助が遠くから様子を伺っていたのと同じ時間に奥端もまた どこかの隅から目を光らして、板倉を監視してい、彼が退場しようと、由紀子の話では、自分も、実は、今日の回に、警棒が見に来はしないかと思い、会場で話しかけられたりしたら、面倒だという気があったが、小井さんに聞くと、今日のことは、アキラちゃんには何も喋らないから、多分知らないであろう。それに、アキラちゃんは、日曜以外の日は、 毎日午後の二十三時間点で質務することになっていて、いつでも出られるという体ではない、と言っていた。それでも、自分は、今日の催しのことは、新聞の演芸欄にも、二十三行の記事が載ったから、警報もあれを読んだかもしれないし、読んだとすれば、当然、恋さんの出演ということにも考えを呼ぶであろうから、ひょっとしたら、どこかで招待券を、A えあに、 楽屋では誰も知らなんだらしいけど、知れたら、ほんまに体裁が悪いわ。ま、板倉は、下手に出てるよってに、大したことにもならなんだけど、小さんのために、二人の男が、場所柄も忘れて喧嘩するなんていうことは、あんまりみっともええこっちゃないな。こんなことが、世間へパッとせんうちに、なんとか解決しとく方がええで。そない運や春るのにあったら、 あんたかて心配して欲していわ心配はしてるけど僕の出る幕やない思うよってにゆきこちゃんは板倉のこと知らんのんか今度ゆきこちゃんを呼んだんは相談相手になってもらおういう気もあってんけどまだ話してないねんゆきこは実はこの前の会が住んでからと思っていたのであったが夫婦の間にこんな話が出た23日後 ある朝、太子が、この間の舞姿を写真に撮っておきたいから、もういっぺん、あの衣装を貸してくれと言って、多頭紙の包みを取り揃えて、衣装氷に入れ、それと、カツラの箱と、あの時の傘とを自動車に積んで出かけた後、折り、よく二人きりになったので、きっと、小井さん、あの荷物持って、板倉のところへ移しに行くねんで、というようなことから喋り出して。 去年の9月、東京で、奥端の警告を受け取った驚きから、最近の前の回における廊下の活撃に至るまでを、かいつまんで語った。そんなら、あのライカ壊れたやろか。と、ゆきコは、一と通り聞いてしまうと、まず、そんな風なことを言った。さあ、どうやろか。定之助兄さんは、あれやったら、 少なくともレンズに傷がついたやろ言うてはったけどフィルムも赤いんようになったのんで撮り直すのんと違うやろか恩にそうかもしれんわなユ子はユ子が今の話をいたって平静に聞いた様子を見て撮りながら言ったあたしも今度という今度は安城小井さんに裏切られた勇気して考えると腹が立つねん 言い出したら、長いことになるけど、あたしだけやあれへん。ゆきこちゃんにかて、昔から、あの人ぐらい、いろいろなことで迷惑かけてる人はあれへんやないの。あたしはどうもないけど、そんなことはあれへん。いつかの新聞の事件から始めて、どれぐらいあたし等は迷惑してるか。ゆきこちゃんの縁談かて、こない言うたら、ゆきこちゃんの気に障るかもしれんけど、どれぐらい。 恋さんのことが邪魔してるか。そのくせ、いつも味方になってかばうてあげてるのんに、人に、一言の相談もせんと、あんないたくらみたいなもんと、そんな約束してしもうて。定之助兄さんには話したのん。ふん、どうにも、あたし一人の胸に収めとくわけにいかんようになったよってに。そんなら、どない運やはるのん。僕は、 意見もないことはないけど、この事件には、局会社でありたい、うんやはるねん。なんでやろ。僕には、恋さんの性格がようわからん、つまり、恋さんは信用できんよってに、関係しとうない、いうとこやねんな。けど、ここだけの話やけど、定之助兄さんのほんまの子は、恋さんみたいな人は、端から世話をやかい方がええ、一人で突っ放して、 当人の思い通りに、板倉と結婚したいのんやったら、それも、ええやろうし、どうなと好きなようにさせたらええ。あの人は、一人で用を使っていくよってに、その方が向いてる。うんやはるのんで、あたしとは、こうがころっと違う境に、相談してもあかんねんわ。あたしからいっぺん、ようこいさんに言うてみようか。ぜひ備えしてほしいねんわ。あたしとゆきこちゃんとで、 何とか思い直すように、代わる代わる言うてみるより外、方法ないねん。もっとも、恋さんも、ユキコちゃんが結婚するまで待つとは言うてるねんけど、もっとどうにかした相手やったら、先に結婚してくれたかて、ちょっとも構えめへんけど、板倉では極端や境にな。一体、恋さんが、少し低級なとこあるのんと違うやろか。そうかもしれんわな。 私かて、板倉みたいなもん弟に持つのんはかなわんわ。ユ子は、ユ子が、必ず自分と同意見であろうことを予想していたのであったが、控えめな人が、これだけはっきり言うからには、彼女の方が、自分よりも、反対の度が強いのだなと感じた。板倉に比べれば、むしろ喜んで、奥端を取るというこうにおいても、彼女はユ子と一致していて、この上は、 何としてでも、警棒と結婚するように、私からもせいぜい解いてみようというのであった。29。芦屋の家も、幸子が戻ってきてからは、久しぶりに以前のような華やかな家庭になりつつあった。口数の少尉、いるのかいないのかわからないように、ひっそりしているゆきコが一人増えたからといって、格別、家の中が賑やかになるわけもないのだけれども。 こうしてみると、寂しい彼女の人柄の中にも、やはり明るさが潜んでいるのであろう。それと、一つには、三人の姉妹が、同じ屋根の下にたかるということが、それだけで、家の中に春風を正ぜしめるので、この三人の中の誰が欠けても、会長が失われるのであろう。そういえば、あれから、長い間、空き家になっていた旧シトルツ邸も、 ようやく借り手がついて、夜な夜な、コック状のガラス戸の中から、灯火が漏れるようになった。主人というのはスイス聖人だそうで、名古屋のある会社の顧問とかをしていて、始終始終は、谷崎潤一郎全集、第十九巻、中央公論新社2015年6月十日初版発行では、終始、 谷崎潤一郎全集第15巻中央討論者1968年1月25日発行では四終留守がちであり家には姿は西洋太くさいけれども要望はフィリピン人かシナ人のように見える若い婦人がアを使って暮れしていた子供がないのでシュタルツ時代のような陽気さはなく新感と静まり返っていることが多かったがそれでも 柿市と住向の荒れて化け物屋敷地みて来かかっていた洋館に人が住むようになったことはえらい違いであった。林下に再びロージェマリーのような子が来てくれることを望んでいた悦子はその点では失望したけれどもすでに彼女には同級生の親しい友達が何人もできていて少女は少女なりにお茶の会とか誕生日のお宿とか。 彼女たちだけの交際社会を形作って招いたり招かれたりし合っていた。妙子は相変わらず忙しそうで、家で暮らす時間よりは、外で暮らす時間の方が多く、3日に、一度は、夕飯の食卓に顔を見せないことがあったが、彼女は、多分、家にいると、ゆきこやゆきこに口説かれるのがうるさいので、それを避けている気味もあるのではないかと、帝之助は察した。 それにしても、今度ばかりは、太子と二人の姉との間に、感情のソカが生じはしまいか、ことに、ユキコとの間がどうであろうかと、内々邸の助は案じていたが、ある日、夕方帰宅した彼は、ユキコが見えなかったので、探すつもりで、浴室の前の六畳の部屋の襖を開けると、ユキコが縁側に立て膝をして、太古に足の爪を切ってもらっていた。ユキは、 とうと中あんちゃん桑山さんまで行かはりました。もうすぐ帰らはりますやろ。と妙子が言う暇に、幸子は、そっと、足のかぶとを裾の中に入れて、出前を直した。邸之助は、そこらに散らばっている、キラキラ光る爪のくずを、太子が、スカートの膝をつきながら、一つ一つ手のひらの中に拾い集めている有様をちらと見ただけで。 また襖を閉めたが、その一瞬間の、姉と妹の美しい情景が、長く印象に残っていた。そして、この姉妹たちは、意見の相違は、相違として、めったに仲違いなどはしないのだということを、改めて教えられたような気がした。三月に入ってから、間もない時分、ある夜眠りについた邸之助は、ふと、妻の涙が、 自分の方を伝わって流れるのを感じて、目を覚ますと、暗がりの中で、妻のかすかにおえつする声を聞いたことがあった。どないしたん邸之助がそう言うと、今夜やわ、あんた、今夜がちょうど一周期やわ。と言いながら、ゆき子は、一層、はっきりと、口助けがれの作り、第三水準一の十五の十一り上げた。もう、 あのことは忘れなさい。いつまで言うてみたかて仕方がない。慶之助は、妻の目から、とめどもなく溢れ出る涙を唇に受けて飲み込みながら、寝る前まで朗らかであった妻が、夜中に、突然、そんなことを言い出したのに驚かされたが、なるほどそう言われてみれば、去年、由紀子が、神馬夫婦の紹介で、野村という人と見合いをしたのが、 確か今月のことであるから、今日あたりが、あの流山から万一年になるのかもしれなかった。が、自分は、全く気にかけてもいないのに、妻が、いまだに、心中深く、悲しみを増しているのは、無理もないとして、こういう風に、いつも、それが発作的に襲来するのは不思議であった。去年の花見に、嵐山へ行ったときにも、秋に、大阪歌舞伎座へ。 鏡獅子を見に行ったときにも、彼は、渡月橋の上田の劇場の廊下だので、こんな具合に、妻が、不意に涙を落とすのを見、また、その後で、ケロリと治ってしまうのを見たのであったが、その時もやはりそうで、明くる朝になると、由紀子は、夜中に泣いたことなど忘れたような顔をしていた。キリレンコの妹のカタリナが、豪華船シャルンホルスト号に乗って、ドイツへ立ったのも、 その月のうちのことであった。邸之助たちは、一昨年、宿側の彼らの家へ招かれてから、一度お返しをしなければと言いながら、そのままに過ごしてしまって、時々、電車などで顔を合わす外には行き来したこともなかったけれども、太鼓を通じて、あのおばあちゃんや、キリレンコ兄弟や、ウロンスキー等の消息は絶えず聞かされていた。あれからこちら。 カタリナは人形制作の仕事にひとしきりほどの熱意は持たないようになったがと言って全く放棄してしまったのではなく忘れた自分にひょっこり太子の仕事部屋に現れ金策を示して批評や指導を請うという枷で二十三年の間に技術も相当進歩していたがいつ頃から始まったことか分からないがその後彼女には ルドルフというドイツ人の良い人ができて、それとの交際が面白いらしく、人形制作への熱意の減退も、それから来ているもののように、太古には思えた。ルドルフというのは、ドイツ系の某会社の神戸支店に勤めている青年社員で、太古も、かつて、元町の外場で紹介されたことがあり、それからも、四十二人が散歩するのに行き合わすのであるが、見るからに、 ドイツ式綿棒の講談師というよりは素朴で豪健な感じのする背の高いがっしりした男であった。で、今度カタリナがドイツへ行く決心をしたのはレドルフとそう知るようになってからドイツが好きになったのとレドルフのあっせんでベルリンにいる彼の姉のもとへ身を寄せることができるようになったのとそんなことから思い立ったのだそうであるがしかし、 カタリナの終局の目的は、前の夫との間にできた幼い娘が住んでいる英国に渡ることにあって、ベルリンへ行くのは、ヨヒその他の関係から、一旦、欧州大陸の一角にたどり着いた上で、そこを東大にしようというわけなのであった。不ん、そしたら、湯豆腐も、一緒の船で行くのんと違うのん。湯豆腐というのは、レドルフのことを、 太子が冗談にそう呼び始めたあだ名なのであるが今では幸子たちまでがまだ会ったこともないその人のことを湯豆腐と言うようになっていた湯豆腐は日本にいるねんカタリナは湯豆腐二姉さんに宛てた紹介状書いてもらうてそれを持って一人で行くねんそんでもイギリスへ行って自分の娘取り戻したらまたベルリンへ帰ってきて 湯豆腐の帰国を待ち合わすのんと違うやろか。さあ、多分そうと違うやろ思うわ。そんなら、湯豆腐とはもうこれぎりかいな。そうやないやろか。えらいあっさりしてるねんな。本当にそんなものかもしれんな。と、その話の出た晩の食卓で、敬之助も口を挟んだ。もともと、彼らのは、恋愛では、のう遊戯や境に、 あの人と、独身で日本に住んでたら、おかたみに、そんな風にでもせなんだら、何や具合悪いことあるのんと違うやろか。と、妙子が弁護するように言った。ところで、船はいつ出るねん。明後日の正午出版ですねん。あんた、明後日都合つかへんと、ゆき子が言った。あんたも見送りに行ったげなさいな。悪いわ。 あれ着りお返しもせんと置いて、とうとうごちそうになりっぱなしになってしもうたな。そやよってに行ったけなさい。え子は学校がありますけど、外のものはみんな行くつもりにしてますねん。姉ちゃんも行くのんえ子がそう言うと、姉ちゃんはシャルンホルスト号を見に行くねん。と、ゆきこは肩をすぼめながらニヤニヤした。 その否定の助は、午前中一時間ほど、事務所へ出て神戸へ直行し、きちきちに鳩場へ駆けつけたので、カタリナとは、ゆっくり話す暇もなかった。見送りは、おばあちゃんと、兄のキリレンコと、ウロンスキーと、ユキコたち三姉妹と、あれがその人だと言って、太鼓が、そっと姉たちに教えたルドルフと、外に見知らぬ日本人や外人が二十三人いたばかり。 船が出た後で、ノ之助たちが、キリレンコの一行と話しながら、桟橋を歩いてき、海岸通りで別れを告げた自分には、もうルドルフも、外の人たちも見えなくなっていた。あのおばあちゃん、いくつか知らんけど、ちょっとも年を取らんようやないか。ノ之助は、あの、鹿のような軽快な歩調で、ちょこちょこと歩いていく。特に、後ろ姿の、 若く見えるおばあちゃんの影を見送りながら言った。あのおばあちゃん、また、カタリナと会える時節があるやろか。と、ユキコが言った。なんぼしっかりしてるみたいでも、年や境にな。そんでも、涙一つこぼさはれえなんだわ。と、ユキコが言った。本に、あたしとうの方が泣いてるのんで、かえって決まり悪かったわ。 今にも戦争が始まりそうなオーラとも見え。一人で出かけていく娘も偉いが、出してやるおばあちゃんも偉いもんやな。もっとも、あの人等は、革命で散々苦労し抜いてるよって、案外平気かもしれんけど。ロシアで生まれて、上海で育って、日本へ流れてきた思うたら、今度は、ドイツからイギリスへ渡るねんな。イギリス嫌いのおばあちゃん、また、 ご機嫌が悪かったやろうな。私、カタリナ、いつもいつも喧嘩します。カタリナ言ってしまいます。私、悲しごぜえませんでごぜえます。私、嬉しごぜえます、言うてはったわ。久しく出なかった、出なかったわ。谷崎純一郎全集第19巻、中央公論審社2015年、6月10日初版発行では、出なかった。 谷崎純一郎全集第15巻中央討論者1968年1月25日発行では出なかった太古のおばあちゃんの真似が出たので今しがた聞いた本物と思い合わせてみんなが外情で腹を抱えた30カタリナはこの前会うた自分より女っぷりが一段上ったのと違うか知らん僕さっき こんなにきれいかったかいな思うて、びっくりしたぐらいやで。邸之の助たちは、海岸通りから幾田前まで歩いて、今朝席を申し込んでおいたあたいののれんをくぐったが、ゆきこ、之助、の子、け、ゆきこ、たえこの順に椅子を並べてかけながら、まだ、その話を続けていた。そんなこともないねんけど、お化粧の具合やは。それに今日は特別おしゃれしてましてんで。 湯豆腐と友達になってからお化粧の仕方変えたよってに顔の感じがすっくりたがうてきたわ」と妙子が後を引き取って言った当人はえらい自信持ってて妙子さん見ててください私を浦智美へ行ったらきっとお金持ちの男見つけて結婚します言うてたけどそんなら大したお金も持たんと行くねんな 上海で看護婦してたことがあるのんで、私、困ったら看護婦になります、言うてたわ。きっと、当分のお小遣いぐらいしか持ってえへんのやろ。やっぱり、湯豆腐とは、今日で縁が切れたんやね。そうでっしゃろう。最後の心づくしとして、姉のところへ、女を止めてやってくれるように、手紙をつけてやるなんか、湯豆腐も、ちょっとええとこがあるやないか。 甲板の女の方へ手を挙げて、二十三弁振ったと思うたら、表然と身を翻して、僕とより先に行ってしもうたりして。本に、日本人同士やったらああは生かしませんやろな。日本人が真似たら、酢豆腐になるがな。幸子達たちには、この邸之助のしゃれは、わからなかったらしかった。何や、フランスの小説にでもありそうやわ。 フェレンツモルナールやないのか。と、帝之助が言った。狭い店内は、客が、鍵の手に、10人も椅子を連ねることができたであろうか。帝之助たちの外に、この近所の株野屋街の旦那らしいのが、店員を23名連れたのと、その向こうの端に、花熊の芸者らしいのが、姉さん株を、頭に3人いるのと、それだけでもうぎっしりで。 客たちの後ろと壁との間には、人一人がかろうじて通れる通路しか空いていなかった。それでも、時々、表の障子を開けては、満員の店内をじろじろ見渡して、なんとか都合してもらえないだろうかと懇願する、愛願さえもする、客が絶えないが、この店の親父もよくある寿司屋の親父の方で、不愛想を売り物にしており、常連のお客でも、 あらかじめ申し込みを聞いていない限り入れるかどうか見たら分かるだろうという顔をしてツっケンドンに断ってしまうそんな風だからふりのお客はよほど間拍子の良い時でなければ入れてもらえない常連のちゃんと電話で申し込んであるお客でも時間が15分か20分遅れると断られたり1時間ばかりその辺を散歩してきてくれなどと言われる 元子の親父は今は亡くなったが明治時代に有名であった東京両国の余兵で修行した男なので阿太兵という名はそれにちなんだのだそうであるが寿司そのものは昔の両国の余兵寿司とは趣をことにしていたそれというのが親父は東京で修行したものの生まれは神戸の人間なので握り寿司ではあるけれども彼の握るのは情報趣味の すこぶる顕著なものであった例えば酢は東京流の黄色いのを使わないで白いのを使った醤油も東京人は決して使わない関西のたまりを使いエビイカアワビ等の寿司には食塩を振りかけて食べるように勧めたそして種はつい目の前の瀬戸内海で得れる魚なら何でも握った彼の説だと 寿司にならなならいい魚はない昔の与兵の主人などもそういう意見だったというのでその点で彼は東京の与兵の流れを汲んでいるのであった彼の握るものはハモフグアカウオツバスカキ生ウニヒラメの縁側赤貝のチョウクジラの赤身とうとうをはじめシイタケマツタケタケノコカキなどにまで及んだがマグロは 虐待してあまりもチーズ、小肌、柱、青柳卵焼き等は全く見せ頭に影を見せなかった。種は煮焼きしたものも盛りに用いたが、エビとアワビは必ず生きて動いているものを目の前で料理して握り、ものによってはわさびの代わりに青じそ焼きの芽や山椒のつくだ煮などを飯の間へ挟んで出した。太 この親父とはかなり前からのなじみで、あるいは、阿平の発見者の一人であったかもしれない。外で食事することの多い彼女は、神戸も、元町から三宮界隈に至る、腰掛けのうまいもの屋の消息には、実によく通じていて、まだこの店が、今のところに移る前、取引所の筋向こうの細い路地の、今より、 もっと小さなところで商売を始めた頃に早くもここを見つけ出して邸之助や雪子たちにも紹介したのであった彼女に言わせるとここの親父は新青年の探偵小説の挿絵などにある哀小な体育に巨大な傷し頭をしたき刑事あれに漢字が似ているということで邸之助たちは前に彼女からしばしば2の辞典 1> 1にその描写を聞かされ、彼がお客を断る時のぶっきらぼうな物言い、包丁を取る時の一種興奮したような表情、目つきや手つき、等等を、仕方話で詳しく説明されていたが、言ってみると、また、本物がおかしいほど、彼女の真似によく似ていた。親父は、まず、逆をずらりと並べておいて、 一応何から握りましょうと注文を聞きはするけれども大概自分のつかまつ勝手の良いように最初に鯛なら鯛を取り出して頭数だけ切り身を作ってお客のすべてに一順それをあてがってしまい次にはエビ次にはヒラメという風に一種類ずつ片付けていく二番目の寿司が置かれるまでの間に最初の寿司を食ってしまわないと。 彼はご機嫌が斜めである。あてが割れた寿司を、二つも三つも食べずに置くと、まだ残っていますよと、催促することもある。種は、日によっていろいろだけれども、鯛とエビとは最も自慢で、どんな時でも欠かしたことはなく、いつも真っ先に握りたがるのは鯛であった。トロはないか、などという不心得な質問を発するお客は、決して歓迎されなかった。 そして気に入らないことがあると恐ろしくわさびを聞かして逆をあっと飛び上がらせたりポロポロ涙をこぼさせたりしてニヤニヤしながら見ているのが癖であったとりわけタイの好きなユキコがタエコにここを紹介されてからたちまちこの寿司に魅了されて常連の一人になったのは当然であるが実はユキコもユキコに劣らないくらい この寿司には誘惑を感じていた。少し大げさに言うならば、彼女を東京から関西の方へ引き寄せる数々の牽引力の中に、この寿司も入っていたと言えるかもしれない。彼女がいつも東京にあって、思いを関西の空に馳せるとき、第一に念頭に浮かぶのはアシアの家のことであるのは言うまでもないが、どこか頭の隅の方に。 折々は、ここの店の様子や、親父の風貌や、彼の包丁の下で、威勢よく跳ね返る、民イイシや車エビのピチピチした姿も浮かんだ。彼女は熟方かといえば養殖等で、寿司は格別好きというほどではないのだけれども、東京に似た月三月もいて、赤身の刺身ばかり食べさせられることが続くと、あの名医イイの味が、舌の先に思い出されてき、あの、 切り口が青貝のように底光りする白い美しい肉の色が目の前にちらついてきてそれが奇妙にも阪急沿線の明るい景色や芦屋アアの姉や妹やメイなどの面影と一つもののように見え出すのであったそして帝之助夫婦もユキコの関西における楽しみの一つがこの寿司にあることを察していて大概彼女の滞在中に12度はここへ誘うのであるが 圭之助は、そんな時に、ユキとユキの席の間に、自分の席を閉めるようにして、時々、目立たぬように、妻と二人の義妹たちへ、そっと杯を回してやるのであった。おいしい、とてもおいしい。と、太子は、さっきからため息をつきつき食べていたが、ユキコが辺りへ気兼ねしながら回ってきた、杯の方へ、身をかがめている向こうから、 ていのすけ兄さん。と、声をかけた。こんなにおいしいもん、あの人とうにもたべさせてあげたらよろしをおましたな。ほんに。と、ゆきこもいった。きりれんこやおばあちゃんもさそうたらよかったわ。それはぼくかて気きいつきかんでもなかったけど、きゅうににんずうがふえてもどうかおもうたし、あの人ととう、こんなものをようたべるかどうかおもうて。なにいうてはりまんねん。 妙子が言った。西洋人かて、なんぼでもお寿司食べますせ。なあ、おっさん。へえ、食べます。と、親父は、今、まな板の上で暴れ回るエビを、水でふやけた、太い5本の指を広げて、手の中へ押さえつけながら。うちの店へも、時々西洋人が見えますせ。あんた、ひたるちさんの奥さんかて、ちらし寿司を食べはったやおませんか。 そやけど、あのチラシには、魚の生身が入ってやへなんだよってに。生身かてよう食べます。もっとも、食べるもんと食べんもんとありますな。マグロはあんまり食べしまえんな。へえ、なんでやろ。と、株屋の旦那が口を挟んだ。なんでか知りませんけど、マグロ、カツオ、ああいうものは食べしまへん。ほら、姉さん、あのルッツさん。 若い芸者が神戸言葉を丸出しにして小声で老女に話しかけた。あの人、白身のお作りばっかり食べとって赤身はちょっとも食べとってやないわ。ふん、ふん。と老女はつまようじを手で囲って使いながら芸者の方へうなずいておいて西洋のお方は赤身のお魚は気味悪うおもやはるのんでっしゃろあんまりおのぼりになれしませんな。 なるほどな。かぶやの旦那がそう言った後から、て之助も言った。西洋人になってみると、真っ白なご飯の上に、正体のわからん、真っ赤な生の魚の肉が乗ってるのは、確かに、気味が悪いやろうな。なあ、こいさん。とゆきこは、夫と由ゆきの向こうにいる太鼓をのぞき込みながら、き蓮子のおばあちゃんに、ここのお寿司食べさせたら、 どんなこと言うやろか。あかん、あかん、ここではでえへん。と、太子は、おばあちゃんの真似がしたくなるのをこらえながら言った。今日は、皆さん、船へおこしでしたんですか。そう言いながら、親父は、エビの肉を開いて、飯の塊の上へ乗せると、56分ぐらいの幅に、包丁を入れた。そして、妙子とゆき子の前に、ひつ、 鄭の助と雪子の前に一つその寿司を置いた頭をのぞいた大きな車エビの一匹がそのまま寿司になっているのを一人で一つ食べてしまうとあとの寿司が入らなくなるので鄭の助たちは一つを二人で食べることにしているのであったふ、うんちょっと人を見送り方々シャルンホルスト号を見物に鄭の助は 食塩の容器を塔にして味の素を混和したサラサラに乾いた粉末をまだ肉が生きて動いている車エビの上へ振りかけると包丁の目のところから一度切れ取って口に入れたドイツの船は豪華船言うてもアメリカのんと偉い感じが違うわなユキコがそう言うと本にとタエコが言ったいつかのあの プレシデント・クーリッジとはえらい違いやわ。あの船は、どこもかも、白い明るい色してたけど、ドイツの船は塗ってある色が陰気で、何や軍艦みたいやわ。娘さん、どうぞ早あお登りください。と、親父が、例の癖を出して、まだ手をつけずに、目の前の寿司を見守っているゆきこに言った。ゆきアんちゃん、何してるのんこのエビ。 まだ動いてるねんもんユキコはここへ食べに来ると外のお客たちと同じ速力で食べなければならないのがつらかったそれに切り身にしてまでエビの肉が生きてブルブル震えているのを自慢にするいわゆる踊り寿司なるものがタイにも負けないくらい好きなのではあるが動いている間は気味が悪いので動かなくなるのを見届けてから食べるのであった その動いてるのんが寝打ちやがな。はよ食べなさい、食べたか手化けてでえへんが。車エビのお化けなんか、出たかて怖いことあれしまへんで。と、か屋やの旦那が繁盛を入れた。車エビやったら怖いことないけど、食用ガエルは怖かったわなあ、ゆきこちゃん。へえ、そんなことがあったんか。ふん、あんさん知りなされへんけど。 いつか渋谷に泊まってた時に兄さんがあたしとこちゃんを道玄坂の焼き鳥屋へ誘うてくれはりましてんそしたら焼き鳥のうちはよろしゅうおましたけどしまいに食用ガエルを殺して焼くねんわその時カエルがギヤッと言うたんで二人とも会おうなって下手きこちゃんはその晩とうとうその声が夜中耳についてああその話止めて 雪子は、そう言って、もう一度、しげしげと、エビの肉をすかしてみて、踊り寿司が踊らなくなったのを確かめてから箸を取った。三十一四月中旬の土曜日曜に、定之助と三姉妹と悦子の五人は、吉礼の京都行きをしたが、その帰りの電車の中で、悦子が、にわかに高熱を発した。もっとも、悦子は、 一週間ほど前から、なんとなく体がしんどいと言っていて、京都でも、あまり元気がなかったのであるが、その晩帰宅してから測ると、四十度近い体温なので、とりあえず、福祉大使の来診を求めたところ、症候熱の疑いがあるから、明日なおよく見ましょうと言って帰った。と、あくる日には、口の周りを除いて、万年好調を呈してきたので、もう疑いがない。 こういう風に口の周囲だけを残して顔が猿のようになるのが症候熱の特徴ですとくし大医師は言って隔離室のある病院へ入院するように勧めたが悦子がひどく入院を嫌がるので伝染病と言っても大人はめったに感染しない病気であるしそう1軒の家に患者が続出する例は稀でもあるからなるべく 家族の方が出入りなさらないように病室を隔離することができるなら家庭で治療されてもということになった。幸い、それには、定之助の書斎が離れになっているので、ここを取り上げられては困ると、定之助は不服を唱えたけれども、ゆき子が無理に承知をさせて、当分書斎を母屋の方へ移してもらい、そこを病室に当てることにした。というのは、 かつて45年前ユキコが重い流管を患った時にも一度使ったことがあるからなのでそこは全然別当の母屋から下駄で行きがよいするようになっている6畳に3畳の次の間のついた1と等でガスや電熱の設備もあり一層都合のよいことにはユキコの時に水道までも取り付けて簡単な似た機器ぐらいはできるような造作がしてあるのであった。 邸之助が夫婦の寝室になっている2階の8畳へ、机や手文庫や書棚の一部などを運び、邪魔なものは、納屋や押し入れへ片付けてしまった後へ、悦子が看護婦を連れて引き移っていき、一応母屋との交通を断つようにはしたが、それが完全に行われるわけはなく、病人へ看護婦の食事など、いちいちこちらから運ばなければならないので。 どうしても一人連絡係を置く必要があった。それには、食器などを扱う下働きの下女は危険で、差し当たり、おはるが最も適任であり、当人もまた、伝染病を恐れないことにかけては、誰よりも勇敢なところから、喜んで、その役を買って出たが、二十三日勤めさせてみると、自分が怖がらないのは良いとして。 病室の出入りに消毒することを実行せず病人に触った手で何にでも触るという風なのであれでは病菌をばらまくようなものだと第一にユキコから苦情が出たそして結局おルがやめられてユキコが任に当たるようになったがこれはこういうことには慣れたものなので注意がはなはだ最新でありと言っていたずらに怖がるのではなく看護も 実によく行き届いた。彼女は病室用の食器類は全然下女たちの手を借りず煮た機器から持ち運びから洗浄までを自分が担当し高熱が続いた1週間ほどの間は夜は看護婦と交代して2時間おきに氷のを取り替えなどしてほとんど眠らない日が多かった病状は順調な経過をたどり 1一週間後には、熱もようやく下っていったが、それでも、この病気は、体中の赤いブツブツがひせて、かさぶたが落ちるようになり、全身が、一度皮むけてから全開するので、それまでには4、50日はかかる、ということなので、京都行きを済ませたら、間もなく立つつもりでいたユキコは、当分足止めを食わされた形になった。彼女は、東京へわけを言ってやって、 衣替えの衣類を取り寄せなどして看護に身を打ち込んでいたがそんな役目を引き受けてでも東京に帰るよりはこちらで暮らす方が楽しいらしかったそして自分以外の者が離れの方へ来ることをやかましく言って中杏ちゃんは病気には負けやすいよってにと由紀子をさえも病室から遠ざけるようにしたので由紀子は病人の子を抱えながら何の苦労もなく 手持ちぶさたな日を送ったがえっちゃんは心配ないさかい歌舞伎座見に行ってきなさいなどとゆき子は言ったそれというのが今月はまた菊五郎が大阪へ来て道成寺を出しているからなのでゆき子は菊五郎の所作ごとのうちでもお山の踊りがとりわけ道成寺が好きであるところから今月はどんなことがあっても逃さないつもりでいたのに あいにくの事件が持ち上がったことを悲観していた際であったので、ユキコの言葉は、図星を指したわけであった。が、いくら、なんでも、芝居見物は、母親としてのんきらしいので、舞台の六代目を忍ぶよすがに、和風の道成寺の恩恵をかけて、わずかに腹の虫を収めたが、太子だけは、私は止めとくけど、小井さん行ってきなさいと言われて、一人で、 こっっっそり見に行たたらしかった病室の方でも越子が解放に赴くに従い、無良に苦しむようになったので、毎日のように蓄音機を鳴らしたが、旧シュトル地底へ越してきたスイス聖人のところから、少し遠慮してもらえないであろうかと、ある日故障を言ってきた。この水聖人は、だいぶ気難しい人だと見えて、今から一ヶ月ばかり前にも、 犬が吠えて眠れないから、何とかしてもらえないかと申し込んできたことがあった。そういうときには、直接ではなく、彼が住んでいる洋館の家主で、ユキコの家から一軒置いて、隣にあたる佐藤家を返して行ってくるので、同家のお手伝いが、かの水星人が、英語で二十三行したためた紙編を持ってくるのである。犬のときには、親愛なる佐藤様。 誠にお気の毒ですが、私は、リンカの犬のことについて、飢餓を煩わしたいのです。私は、あの犬が夜中吠えるために、舞を眠ることができません。何とぞ、飢餓から、その胸をリンカに伝えて、注意を喚起してください。と記してあったが、今度の紙幣には、親愛なる佐藤様。誠にお気の毒ですが、私は、 林家の蓄音機のことについて、飢家を煩わしたいのです。近頃、林家では、毎日朝も晩も、蓄音機をかけるので、鼻肌うるさくて迷惑します。もしも、飢家が、その旨を林家に伝えて、何とかするように忠告してくださるなら、大変ありがたく存じます。と記してあった。佐藤家のお手伝いはいつも気の毒そうな顔をして、 ボッシュさんからこんなことを言ってこられましたからともかくもお店申しますと笑いながらそれを置いていくのであるが犬の時はジョニーが夜中吠えたのはほんの一と晩か二晩のことだったので構わず放っておいたけれども今度はそうもいかなかったというのは悦子が病室に使っている離れ座敷平祖邸之助の書斎になっているその一と等は 金網の垣根とは違う別の板塀で全く覗かれないように囲ってあるけれども距離的には一番裏の家に近いので元シュテルツ一家がいた頃には定之助の方がしばしば2の時点1の2の22ペーターやローゼマリー等の騒ぐ声に悩まされたものであっただからそこで蓄音機をかければ やかましやの水星人ボッシュ氏の勘に触れることは当然であった。なお、ついでだから、ここで、ちょっと、ボッシュ氏のことに及んでおくと、前にも言った通り、この人は、名古屋の方に勤め口を持っているらしいのであるが、こんな小言を言ってくるのでも明らかなように、時たまこちらへ帰ってきて滞在することもあるのであった。が、彼がどんな人であるか、まくおでは、 まだ誰も彼の正体を見届けたものがなかった。シュテルツ時代には主人シュテルツシーカ夫人や子供たちが四終露台に現れたり、裏庭へ出てきたりしたものだけれども、ボッシュ氏になってからは、夫人が時々姿をちらつかせるぐらいなもので、ボッシュ氏その人はかつて現れたことがない。そのくせ、露台へ椅子を持ち出して、 密かにそれに腰掛けている折もあるらしいのだけれども今度土台の鉄柵の内側へちょうど椅子に掛けた人の頭の高さぐらいに板囲いをしてしまったつまりボッシュ氏は人に見られることを甚だしく恐れているに違いなく何にしてもよほどの変人になることは明らかであったが佐藤家のお手伝いの話では非常に秒針な神経質な人で 毎夜不眠症に悩まされているのだということでもあったそれかあらぬかある時刑事が幕岡方へ来てあの外人はスイス星人と自称しているけれども本当のことは明らかでなくどうも行動不審であるから注意してくれ万一怪しい元夫があったらすぐ警察へ知らせてくれと言って帰ったが主人が 国籍不明の人で年中旅行ばかりしており、サイがシナ人の根血児らしく見えるのでは、そういう疑いの目で見られても仕方のないところがあった。それに、刑事の話だと、そのシナ人の根血児らしく見える婦人は、正式のサイではなくて、ガリソメの同性者らしいのだということであった。そして、彼女の国籍が、また命令を書いていた。 日本人が見ると彼女の要望は最もシナ人に近いにもかかわらず彼女自身はシナ生まれということを否定して南洋の方の産だというのであるが南洋のどこということは明らかにしないユキコが一度招かれていった時彼女の部屋へ入ってみるとすべてシタン製のシナ式家具が置いてあったというからやはり事実はシナ人であって それれをししていいるのかもしれないただ、明らかなことは、彼女が、東洋的魅惑と西洋的金星とを兼ね備えた洋服型であることで、一と昔前のアメリカの映画女優にアンナ・メイオーンという、フランス人とシナ人の混血児がいたが、あれに、ちょっと感じが似ている、ある種のオーラ派人に気に入りそうな異国趣味の美人なのであった。彼女は、 夫の旅行中、連れ連れに暮らす日が多いので、何とぞ、奥さんに遊びに来てくださいと、尼を返して行ってよこしたり、道で会ったときに誘ったりして、ゆきコに交際を求めるのだけれども、ゆきコは、刑事の話を聞いてから、かかり合いになることを恐れて、なるべく近寄らないようにしていた。お嬢ちゃんが、ご病気の時ぐらい蓄音機かけたかて、ええやありませんか、あの西洋人は、 近所付きや言うこと知らんのですやろかと、おはるは憤慨したが、まあまあ、ボッシュさんは、変わり者やよってに仕方ない、それに、朝から蓄音機を鳴らすのは、自節柄面白うない、と、邸之助が制したので、え子は、それからは、毎日トランプをして遊んだ。しかし、このトランプ遊びにも、ユキこから故障が出たというのは、昇降熱は、回復期に入って、 かさぶたが盛りに脱落するときが最も伝染しやすいのである。悦子はその時期にいるのだから今が一番警戒を要するのでトランプなどをしては相手に移す危険があるというのであったがいつもその相手をするのは看護婦のミトちゃんとおはるなのであったミトちゃんというのは大船の女優ミト講師に似ているので悦子がそう呼んでいるのであるが。 この看護婦は自分が一度昇降熱にかかったことがあって免疫性になっていた。おはるはまた私はうつったかてちょっとも怖いことあれしませんと言って病人が食べ残した鯛の刺身などを外のお手伝いたちは手も出さないのに彼女一人はこの時とばかりむさぼり食べるという風で最初のうちこそ。 ゆき子にやかましく言われ言われして近寄らないようにしていたけれども、悦子が寂しがって、しきりに呼びにおこすのと、そんなに用心しないでも、めったに映るものじゃありませんなどと、ミトちゃんが言うのとで、ゆき子の小言も、そうそう聞かないようになって、この頃では、一日病室に入り浸っていた。そして、トランプの相手ならまだしも、ミトちゃんと、二人で、悦子の手だの足だのを捕まえて、 かさぶたを剥ががしてては面白がっていたお嬢ちゃん、まあ見て、ごらん、こんな具合に、なんぼでも剥がれますねんと言いながら、かさぶたの端をつまんで引き剥がすと、ずるずると、皮がどこまででもまくれていく。そのかさぶたを拾い集めて、手の中へ入れて、母屋の台所へ戻ってきて、ほら、お嬢ちゃんの体から、こんなに皮がむけるねんと、それを、 下働きのお手伝いたちに見せびらかして君われがらすのであったが、しまいにはみんなが慣れて怖がらないようになった。妙子が何と思ったのか、今の間にちょっと東京へ行ってくると言い出したのは、悦子の病気がそういう風に日増しに回遊しつつあった5月上旬のことであった。彼女が言うのには、自分はどうしてもいっぺん本家の兄さんに直談判をして。 お金の問題を解決しなないいことには気が済まない自分は洋行は止めにしたし今急に結婚するというのでもないが少し計画していることがあるのでもらえるものなら早くもらいたいしまたどうしても兄さんが出してくれないのならそのように考え直さなければならないもちろんこのことについては中あんちゃんや雪あんちゃんに迷惑がかからないように単独で 本便に掛け合うつもりであるから心配しないでもらいたいついては別に今月でなければならないというわけでもないがゆきあんちゃんがこちらに来ている間の方が止めてもらいゆき子は掛け合うといっても誰を相手に掛け合うのか計画していることというのはどんなことなのかなどと尋ねたが近頃はややともすると二人の姉たちに反対されるので。 容易に腹を割らないようになっている太子は、そう、はきはきとは質問に応じないで、掛け合いの相手には、まず鶴子を選ぶつもりであること、それで拉致が開かなかったら、直接義兄にぶつかることも、勘定て自ないらしいことを漏らしただけで、計画なるものが、何であるかは、あまり明らかにしたがらなかった。が、重い口から、少しずつ由紀子が聞き出したところでは、 何か玉き女子の講演を得て、婦人洋服店の小規模のようなものを始めてみたい、こうがあって、その資本金に金が欲しいのであるらしかった。とすると、せっかくだけれども、妙子の希望は、おそらく受け入れられないものと、ゆき子には思えた。義兄にしてみれば、彼の承認を経た正式の結婚以外には、金を出さないという言い分に、今も変わりがあるはずはなく。 まして妙子が職業婦人になることにはあんなに強硬に反対なのであるからさような計画はもってのほかだというであろうしかしそれなら全然できない相談であるかというとここに一つかすかながら可能性があるのは妙子が直接義兄にぶつかって話す機会に恵まれた場合であるなぜといって義兄は生まれつき昇進なところへ持ってきて 若い自分から、雪子以下の小獣人たちにいじめられつけてきたので、陰でこそ、強硬な意見を吐くけれども、面と向かっては腰が弱く、少し、こちらが強く押せば折れてしまうという風であるから、妙子がちょっと脅かしてかかれば、どういう結果にならないとも限らなかった。妙子もそれが狙いであり、それに、一縷の望みをつないで、東京行きを思い立ったのに違いないので、義兄は、 彼女に捕まえられないように逃げ回るであろうが彼女も去るもので捕まえるまでは幾日でも頑張る覚悟かもしれなかったユキコは太子が突然こんな時に上京すると言い出したのは今ならユキコもユキコも一緒についてくるはずがないのを見越しわざとそういう時期を選んだのではないかとも推測できるのでそう考えるとまた心配になってくるのであった 太鼓は、口では穏便に掛け合うと言っているけれども、次第によっては、これで、本家と絶縁しても構わないというくらいな気で、義兄にぶつかる下心があるのではないか。それだから、由紀子や由紀子について来られては困るのではないか。そう言っても、そう過激なことはと思うけれども、時のはずみで、どんな具合に脱線しないものでもない。もし、 そんなことになったとすると義兄は義兄でユキコが自分を苦しめるために妙子を一人で出してよこしたという風に曲解しないものでもあるまいこういう話で妙子が上京するというのにユキコがついてこないということは彼女が勤めてこの問題に無関係でありたいことを示すものでもあるが解釈の仕様では 義兄が苦境に陥るのを高見から見物してやろうという意地の悪い気があるのだとも取れなくはあるまい。義兄にそう思われるのはなお忍ぶべしとしても姉までが幸子ち,ちゃんは恋さんが出てくるのを止めてでもくれることかあんな乱暴なことを言わせによこしたとでも思って恨むようなことがあったら紀子として立つせがなかった。それならといって悦子のことは。 この際、ユキコに任せておき、妙子の計略の裏を書いて、自分も東京へついていくという手を打つとすると、金をめぐっての兄弟の争いの中へ巻き込まれることは必然であり、そして一層困ったことには、その場合、塾方に味方をしてよいか、彼女自身の腹が極まっていないのであった。ユキコに言わせると、 洋服店を経営するという小イさんの計画の陰には、板倉が関与していることは明らかで、邪水をすれば、それは、本家から金を引き出すための口実であり、金さえ取ってしまえば、また、どんな風に計画を変更しないものでもない。小イさんはああ見えても、案外、お人好しの一面があるから、おそらく、板倉の言うなり、次第に利用されているのであろう。だから、 コイさんが板倉と切れない限りお金など出してやらない方が良いというのでそれも一つの観察ではあるがユキコにしてみれば妙子があれほど意気込んでかかっているものを横合いから邪魔をしてまで不成功に彼女は妙子が自分たちの忠告に従わないで板倉との約束を貫徹する気でいるらしいことに不満は感じているけれどもかといって若い女のみそらで。 誰の世話にもならず一本立ちをしようとするけなげな妹の志を思えばいたずらに義兄の味方をして弱い者いじめをしたくはなかったその使い方がどうであるにしろとにかくそれを独立の資金に充てようというのでありまた太古ならば実際それだけに使いこなす能力を持っているのであるから義兄が預かっているものがあるなら 出しててやって欲しいといとう気が彼女にはあったしかるに太子に同行して東京へ出かければ否でもおうでも本家と太古との間に立たされる羽目になりややもすれば姉に口説かれて心ならずも本家に味方せざるを得なくなるであろう彼女はそれも嫌であるがさればとて半然と太古の側に立って姉婿府を圧迫するほどの義経心はなおさらない とというののが正直ななころなのであった32ユキコはもともと太子を一人で上京させることには反対でいずれにしても中あんちゃんがついていかないという方はないえっちゃんの病気はあんな風でもう本当に大丈夫なのだしルスは私が預かるから安心して行っていらっしゃいそんなに急いで帰らないでもゆっくり泊まってきたらよろしいとまで言ってくれたが 妙子はユキコがついてくると聞くと、ちょっと妙な顔をした。もっとも、ユキコは、私は、本家の思惑を考えて同行することにしただけなので、決して、恋さんの妨害をするつもりはないから、恋さんは、どうなと自由行動をとって、誰にでもぶつかってみるがよい。兄さんや姉さんは、私にも立ち会ってくれと言うであろうけれども、それは私の本意でないから、 努めて避けるようにするよくよく断りきれない場合には席に連なることもあろうが公平な第三者たる立場を守って小井さんの不利になるような行動はまことしむからといい東京の方へも太子が今度どういう目的で上京するかという大体の輪郭を言ってやって私もついていくには行くが小井さんはゆきコは今度も築地の浜屋を宿にしたが太子は 彼女と作望しているような形になるのを避けて、洋団を片付けるまでは、渋谷に泊まり込み、戦術を取ることにした。で、大阪をかもめで立って、着いた日の夕方、とりあえず、ゆき子は、太子を連れて浜山で行き、羽を電話に呼び出して、これから恋さんを送っていきたいのだけれども、私は今日は疲れているので、よう行かない、コさん一人では道が不安ないだから。 勝手ながらテルオちゃんか誰かを迎えに起こしてくれないであろうかと言うとそれなら私が迎えに行ってもよいまだ晩のご飯前だったらどこかで三人落ち合って一緒に食べたいから銀座あたりまで出向いてほしいと姉は言った太子は銀座まで出かけるなら話に聞いているニューグランドかローマイヤーへ行きたいというのでローマイヤーということにしたが あたしも行ったことないねん、月屋橋で降りてどう行くのん、と、姉が、帰ってゆき子に訪ねる始末であった。それでも、二人が、一度風呂浴びて出かけていくと、姉は、先に来て、テーブルの予約をして待っており、今日は私がおごるからと言った。いつもこういうときには、ゆき子の方が、金回りが良いところから、彼女が感情を受け持つことに極まっているのであったが、 今夜は、姉が、特別に相性がよく、妙子に対しても、いろいろと両ありの言葉をかけ、恋さんのことも忘れているわけではないが、何しろ、家が狭いものだから、ゆき子ちゃん一人をさえもて扱っているような次第で、そのうちに恋さんも呼んであげたいと思いながら、なかなか手が回らないなどと、言い訳ともつかないことをしきりに言った。そして、3人が、ドイツビールのジョッキーを、 1一人で1つ当てあけて、ローマイヤーを出てから、初夏の夜の銀座通りを、新橋の方へそざる歩きしたが、幸子は、新橋駅前まで2人を送っていって別れた。彼女は、妙子が妖娥を済ませる23日の間は、本家へ寄りつかないようにして、1人でなんとか時間を過ごさなければならないので。 女学校時代の同窓で東京に縁づいている友達の家を訪ねてでも見ようかなどと思っていたが翌朝部屋で新聞を読んでいるとこれからちょっと行ってもよいかと妙子からかかってきた何か相談でもあるのかと聞くとそうではないが退屈だからという妖断の方はどうなったのかというと今朝姉ちゃんに一と通り聞いてもらったのだけれど 今週は兄さんが忙しいので、その話は来週まで延期になった。その間こうしていてもしようがないから、そちらへ遊びに行きたいのだという。ゆきこは今日の午後、青山のお友達を訪問する約束をしたから、夕刻までは不在になるが、56時頃には戻るからと言って、電話を切ったが、青山でえらく引き止められて、夕飯の地層になり、7時過ぎに戻ってくると、 同時に太鼓が入ってきた実は今日照男が学校から帰るのを待ち受けて明治神宮へ案内してもらいさっき5時頃に2人で一度ここへ来たのだが幸子がなかなか戻ってこないしそのうちにお腹も減ってきたのでおかみがご飯を差し上げましょうかと言ってくれたけれども昨夜のドイツビールの味が忘れられず今夜は太古が照男にローマイヤーを奢った。 そして、今しがた終わり町で照夫と別れてきたのである、と言って、どうやら、彼女は、浜屋へ泊めてもらうことに極めているらしいのであった。なおよく聞くと、渋谷では、義兄も姉も、妙子を下へも置かぬような艦隊ぶりで、義兄は、今朝も出掛けに、小井さんせっかく来たのだから、今度はゆっくりしていってくれ、狭いところで気の毒だけれども、今は雪子ちゃんが留守だから、 どうにか繰り合わせがつかなくはない。あいにく、僕は、ここのところ忙しいが、五十六日すれば暇になるから、どこへでも案内しよう。もっとも、昼は一時間休みがあるから、今日でも、正午に、丸の内の方へ来てくれたら、昼食ぐらいは付き合ってもよい。などと言ってくれ、今日丸ビルのプレイガイドで、歌舞伎の切符を取ってあげるから、二十三日中につること。 ゆきこちゃんと三人で行ってきたまえなどと君が彼女は義兄や子供たちが出かけた後で早速姉を捕まえて一時間ばかりかかって要件をかなり詳しく話したが姉は少しも嫌な顔をせず終始熱心に聞いてくれたそしてまあ兄さんがなんとうんやはるか相談してみるが実は 今度兄さんの銀行が合同することになったので、兄さんは大変忙しく、夜も帰りが遅いようなありさまだから、しばらく待ってもらいたい。来週になったら、多分話ができると思うから、それまでのんきに遊んでいたらよいだろう。コイさんも、久しぶりにおのぼりさんになったつもりで、照男にがた案内でもさせたらどうか。それに、ゆきこちゃんも一人で退屈だろうから。 築地へも行ってあげなさいと言われたのでどんなことになるかわからないけれども一応姉の言葉に任せて待つことにしたというのであった太子は昨日記者が沼津辺へ来た時に富士が大部分雲に隠れているのを見てどうも全長がよくないなどと冗談を言っていたくらいで今度の状況の目的が達し得られるかどうかについては今も自信を持っていないばかりでなく 本家の夫婦に狼絡されてはならないという警戒心も強いのであったが、それでも、夫婦から珍しくちやほやされたことがまんざらでもないらしく、あんなことを言って、ペテンにかけたら承知しないなどと言いながらも、うれしそうな様子であった。昨夜、本当の独りぼっちで、浜屋の2階に眠ったユキコは、旅の空とはいえ、いかにも心細い気がして、夜中寝られないでしまったので、 これが五十六日も続くわびしさを考えていたのであったが、その晩は、また、ゆっくりなくも、十条の座敷に、妙子と二人、何年ぶりかで、姉妹が枕を並べて横になった。思えば、船場時代から、娘盛りの年頃になるまで、彼女たちは、何年となく、一つ部屋に置き伏ししたもので、その習慣は、 ユキコが定之助と結婚するつい前の晩まで続いたのであった。もっとも、ずっと、昔のことは知らず、彼女が、女学校の時分から、上の姉だけは、別の部屋に寝て、ユキコ以下の3人が、2階の6畳に寝ることになっていたので、妙子と2人きりのことは、めったになく、大概、2人の間にユキコが挟まり、どうかすると、部屋が狭いので、 二つの寝床に三人が寝たりしたこともあった。そして、幸子は、寝相の良い娘で、暑い晩でも、きちんと、飼巻を、胸の辺りまでかけ、少しも、寝姿をくすさずに眠るのが常であったが、ユ子は、今もこうしていると、あの頃の光景が懐かしく思い出されてき、自分と太鼓の間に挟まって、行儀正しく眠っているユキの、痩せた、 細々とした格好までが彷彿と見えてくるのであった。で、その明る朝は、娘時代によくそうしたように、寝床の中で目を覚ましながら、しばらくたわいもないことをしゃべりあった。恋さん、今日はどないしょう。どないしょう。う恋さんどこぞ、行ってみたいとこないのん。みんな東京言うけど、行ってみたいとこもあらへんだ。やっぱり、私と、 大阪や京都の方がええな。昨夜のローマイヤードないあった昨夜は料理がたがうてたわ。ウィンナッシュニッツレルがあったで。るおちゃん喜んでたやろ。うちと照おちゃんと食べてたら、向こうの隅に照おちゃんの学校友達が来てるねんは、お父さんやお母さんに連れられて。ふん。るおちゃんその友達に見られて。 真っ赤な顔して、困った困った言うねん。なんでか言うたら、恋さんと一緒やったら、あれ、僕の、おばさんや言うたかてほんまにせえへん。なるほどなあ。第一ボーイが、あなた方お二人さんですか言うて、けったいな顔して、うちがビール持ってきてほしい言うたかて、えっ、と言うて、不思議そうにじろじろ見てるねん。うちを子供や思うたらしいわ。 恋さんあの洋服着てたら照雄ちゃんの姉さんにも見えへんぐらいやわきっと不良少女や思われたんやな馬少し前に渋谷から電話で明日の歌舞伎の切符が取れたことを知らしてきたが今日は一日することがないので午後から銀座に出てお茶を飲み尾張町でタキシーを拾って靖国神社から永田町三宅坂あたりを一と回りして日比谷映画劇場へ着けた 太古は日比谷の交差点を横切るときに窓の外の通行人を眺めながら東京はえらい矢がすりが流行るねんな今ジャーマンベーカリーを出てから日撃の前へ来るまでに七人も来てたわ小さん数えてたのんほら見てごらんあそ,あそこにも一人あそこにも一人などと言ったがしばらくするとなんと思ったか 中学生が両手をポッケットに入れたまま歩くのんきーなぁ。などとも言った。どこやったか、関西の中学校で制服のズボンにポッケットつけさせないとこがあったけど、あれ、ええことやわな。ユキコは、この妹が小娘の時から老いせたことを言う癖があるのを知っていたが、もう、実際に、 そんな言い方が似合う年頃になっているのだな、だなは、谷崎純一郎全集第十九巻、中央公論新社二千十五年、六月十日初版発行と、谷崎純一郎全集第十五巻、中央公論社千九百六十八年、一月二十五日発行では、だなと感じながら、本になと、相槌を打ったりした。三十三。 その明くる日の歌舞伎座で、最後のども、股の幕が開く少し前、舞台の方の拡声器が、絶えずいろいろな人の名前を、本所緑町の誰々さん、青山南町の誰々さん、と呼び立てるのを聞いていた時であった。西宮の誰々さん、下関の誰々さん、などというのが飛び出してきて、しまいに、フィリピンの誰々さんと呼ぶので、さすがに、歌舞伎座は、 日本全国どころやない、南洋のお客さんまで集ってるねんなと、感心していると、妙子がにわかに、ちょっと、と言って、二人を制しながら聞き、耳を立てた。芦ア屋アの牧岡さん。なるほど、確かに、拡声器はそう呼んでいるのであったが、兵庫県芦ア屋アの牧岡さん。と、三度目にはそう言い直した。何やろう。 恋さん出てみてくれへん。ユキコに言われて立っていった太イは、しばらくすると戻ってきて、自分の席のハンドバッグとレースの肩掛けとを取って、中あんちゃん、ちょっと、と、ユキコを廊下へ連れ出した。なんやねん。今、浜屋のお手伝いが氷液店はタ子の言うのは、こうであった。幕岡さんに、 ご面会のの方が来ておられますとということなので正面の入り口に出てみると階段のところに浜谷のお手伝いが立っていて先ほど芦屋のお宅から電話がかかってまいりましたよってにとそのお手伝いも大坂なまりのある言葉で言ったそのことを申し上げようと何遍も歌舞伎座へ電話いたしましたけど話中でどうしてもかからんものでございますからそれよりあんたが。 1と走り行ってきなさいと、おかみさんが申されまして、という。どんな電話があったのかと聞くと、電話には、おかみさんが出やはりましたのんで、私が伺ったのではございませんけど、何か、ご病人のご容体が、えらいお悪いような話でございます。もっとも、ご病人と申しますのんは、お嬢ちゃんのことと違いますそうで、なんでも、この間から、お嬢ちゃんが、 小高熱で拝みになっていらっしゃいますそうですが、病人というのは、そのお嬢ちゃんのことやのうて、自備院公へ入院してなさるお方のことで、小井さんが、よう、ご承知や境に、それをお間違いにならんようにと、くれぐれも、念をお押しになったそうで、おかさんが、ただいま、ご両人様も小井さんも、歌舞伎座へ行っていらっしゃいますが、確かに、 そのことはすぐにお伝え申します。御用は、そんなら、板倉のことかいな。ユ子コは、板倉が、耳の手術をしたということを、来賀に、記者の中で、妙子からちらと聞いていた。その時の話だと、45日前から、板倉は、中耳炎で耳だれがたまり、神戸の中山の手の磯貝という耳鼻孔をかえ通っていたが、 一昨日になって乳口ちばし突起炎を起こしたから手術しなければいけないと言われ昨日その院へ入院して手術をした幸い経過良好で当人はしごく元気にしており僕に構わんと東京へ行っていらっしゃいと言ってくれるのでせっかく支度したことでもあるし平素から眼見な殺しても死にそうもない男のことで心配もないと思うから立つことにした と言っていたのであるが、その板倉の容体に何か急変があったのだと見える。電話は、中古遺産がおかけになったらしゅうございますというので、たぶん、板倉の妹か、誰かが、委員の方から知らせてきたので、ゆきことしても捨てておけず、直ちにこちらへ通じたのであろう。入口橋特起炎は、手術をすれば、別に心配はないはずだけれども、手遅れになると。 王々の王を犯されるので、一命に関わる場合もありえる。とにかく、あの男が、わざわざ、ユキコから電話で知らせてくるような状態になったとすると、経過が面白くないに違いない。都内する、恋さん。うち、今、すぐに浜屋へ帰って、立つことにするわ。妙子は顔色も変えず、いつもの落ち着いた調子であった。私はどうしよう。 中あんちゃんは姉妹まで見てなさい。姉ちゃん一人放っといたら悪いわ。姉ちゃんにどない言うとこう。どないなと言うといて。小さん今度、板倉のこと姉ちゃんに話したのん。話さへん。太子は、玄関のところで、クリーム色のレースを肩にかけながら。けど、話してくれても構えめへんねん。と、言い捨てて、階段を降りていった。 ユキコが席に戻った時は、もうどもまたの幕が開いており、姉は、熱心に舞台を、おは、谷崎潤一郎全集第19巻、中央公論新社2015年、6月10日初版発行と、谷崎潤一郎全集第15巻、中央公論社1968年、1月25日発行では、に、見入っていて一と言も物を言わないのが、ユキコには都合が良かったが、 芝居が跳ねて、人混みに揉まれながら正面玄関へ吐き出されていったときに、姉は初めて、コイさんは、と、聞いた。さっきちょっと、友達の人が面会に来やはって、連れ出して行かはったらしい。ユ子は、とりあえずそう答えて、銀座通りまで姉を送っていき、終わり調で別れて宿へ戻ったが、今、恋さんが、一と足違いでお立ちになりましたと。 おが言ったそして実はああいうお電話でございましたのでともかくも今夜の信頼券を1枚買わせておきましたところ歌舞伎座からお帰りになりましてそれではその信頼で帰るからとおっしゃっしゃって大急ぎでお立ちになったのでございますその間に芦屋のお宅とも電話でお話になったようでございますが詳しいことは伺うておりませんただ 電話ではようわからないけれども、手術の時に悪いばい菌が入ったら、強いて、えらい苦しがってるいうことやさかい、あたしは、この汽車で三宮へ直行して、明日の朝駅から、すぐに病院へ行くよってに、そない姉さんに言うといてほしい。それから、渋谷の方にも、小さなカバンが一つ置いて。と、何を言うのやら、ゆき子の言うことが聞き取りにくくて、さっぱりわからない。 それは、電話が遠いのではなく、泣くは、谷崎潤一郎全集第19巻、中央公論新社2015年、6月10日初版発行と、谷崎潤一郎全集第15巻、中央公論社1968年、1月25日発行ではなくて、幸子の地声が小さいせいなので、彼女にすれば一生懸命喉を振り絞っているのだけれども。 儚いという形容詞がよく当て感丸、細い弱々しい声であるから、電話だと実にメールを書くのであった。で、平素から、ゆきこちゃんの電話ぐらい、勘の立つものはないということになっており、彼女自身も電話は苦手で、大概誰かに代わって出てもらうのであるが、今日は板倉に関することなので、お春にも言いつけられず、とげんは 谷崎潤一郎全集第19巻中央公論新社2015年6月10日初版発行と谷崎潤一郎全集第15巻中央公論社1968年1月25日発行ではうんててのすけにも頼めず仕方なく自分が出ているのらしかったゆきこは少し話していると直気に蚊の鳴くような細さになるので 喋っている時間よりもしもしと言っている時間の方が長いように感じられたがようやくキレキレに聞き取り得たところでは今日の午後4時頃板倉の妹でございますと言って電話があり板倉が耳の手術のために入院していたこと経過は良かったのであるが昨夜あたりから容体が急変したことを知らせてきたというのであった急変というのは脳を犯かされたのだろうか というと、そうではないかと思ったけれど、脳はどうもない、足だというのであるという。足がどうしたのかというと、どうなのかはっきり分からないが、えらい苦しみ方で、ちょっと触っても飛び上がるように痛がり、痛い痛いと、身を、足辺足す当て、第3水準1の92の36、いてうめき続けているそうだという。それで、当人は、 痛い痛いを繰り返すばかりで、恋さんを呼んでくれとも、何とも言っているわけではないが、あの苦しみ方はただ事ではないような気がする。おそらく、もう自備効果の量分ではなくなっているらしいので、誰かがいの先生に見てもらいたいのだけれども、自分の一存ではどうすることもできず、思案に余ってお電話いたしましたと、そう妹は言うのであるという。その後の様子はわからないかというと、 さっき小井さんから今夜たつという電話があったのでそのことを知らせてやった時の話ではますます悪く強人のようにもだえ続けている国の方へも電報を打ったから明日の朝は親たちも来るだろうと思いますということであったというユキコは太子が今たっていったこと自分も後に残っていてもしようがないので明日中にはたつつもりであること とうとうを語って、電話を切り品に、悦子の様子を尋ねると、これは、もう元気になりすぎて、病室におとなしくしていることができず、ふらふらその辺へ飛び出したがって、始末に追えない、かさぶたも体中ほとんど剥がれて、わずかに、足の所に少し残っているだけである、というのであった。ゆき子は、自分も早々に立つとして、 姉にどういう挨拶をしていったものか当惑したが、どう考えても、この場合をうまく言い繕う口実がないので、いくらか変に思われても仕方がないと、度胸を、極めて、翌朝電話で、昨夜太鼓が休養ができて、関西へ帰ったことを告げ、自分も今日帰ることにしたので、どこかでちょっと会いたいが、こちらから渋谷へ出向こうかというと、それなら私が行こうと言って、間もなく、 妙子のカバンを持って姉が浜屋へ現れた。姉は姉妹の中でも一番おっとりしたところがあり妹たちから神経が鈍いと言われているだけに妙子の休養というのが何であるのか別に聞こうともしないのであったがそれでも厄介な妖弾を下げてきた末の妹が回答を待たないで帰ってしまったのでひそかに胸をなで下ろしているらしいことは。 様子にもうかがわれた。そして、今日はもうすぐ帰ると言いながらも、宿屋の座敷で、ユキコと2人昼食をとったが、小さん、この頃警棒と付き合うてるのんかいな。と、ふっと、そんなふうに言った。ふん、たまに付き合うてるらしい。警棒の外にも、誰かあるのんやてな。そんなこと、誰に聞いたん。この間、 ゆき子ちゃんをもらいたい言うのんで、あたし等の身元を調べた人があってんわ。もっとも、その話は、破れたよってに、ゆき子ちゃんには言わんとおいたけど、姉は、その縁談の橋渡しをしてくれた人が、自分たちに好意で教えてくれたので、詳しくは聞かなかったけれども、近頃、恋さんが警棒とも違う身分の低い青年と、懇意にしておられるそうで。 その男と妙な噂が立っているのをご存知ですかもちろん風雪に過ぎないでしょうが、ちょっとご注意申しますと言われた。それで、その時の話が破談になったのも、ゆきこちゃんには申し分ないのだが、恋さんのそういう噂が立ったのかと思われる。と、そう言って、私は、幸子ちゃんや恋さんを信用しているから、そんなことがどこまで本当か、その青年というのがどんな人間か。 何も聞きたくはないけれども、身を言うと兄、本人、警棒と一緒になってくれるのが一番ええねんわ私もユキコちゃんもそのこうで、いつも恋さんに勧めてるねんけど、ユキコのそう言ったのが、言い訳らしく響いたのか、姉はそれには取り合わないで、食事の間に自分の言いたいだけのことを言って、ごちそうさん、と、箸を置くと、自家機に身支度をして、 そんなら、もう帰らしてもらいますせ。今夜は、見送りに用意いかんかもしれへんよってに。と、食休みもしないで帰っていった。34。翌朝、ユキコが帰宅して、ユキコの口から聞いたところの概略を記すと、おとといの夕方、板倉さんの妹さんという方から、ユキコ娘さんに、お電話でございますと言われたとき、ユキコは、 板倉が入院しているとは知らなかったし、その妹という人ともまだ会ったことがなかったので、妙子の間違いではないかとも思ったが、いいえゆ子娘さんにと申しておられます。ということなので、出てみると、恋さんが東京へ行ってはりますことも存じておりますので、えらい失礼でございましたけど、実は、兄がシカジカ、シカジカは、 谷崎潤一郎全集第19巻中央公論新社2015年6月10日初版発行と谷崎潤一郎全集第15巻中央公論社1968年1月25日発行ではしか耳の手術をしたのは太鼓が立った前日でその日太鼓が見舞いに来た自分には機嫌よくしていたのだけれども 夜になってから足がかゆいと言い出したのが始まりで最初はかいてやりなどしていたがそのあくる朝あたりからかゆいが痛いになりだんだん痛みが激しくなってきたそしてそういう状態で3日を経過したのであるがますます苦痛を訴えるばかりでよくならないにもかかわらず院長は病人がそうなってから手術の後はきれいに治ってきている といいうだけで取り合ってくれない午前中に1回ガーゼを詰め替えに来ると急いで出て行ってしまって今日で丸2日というものをこんなに苦しがる病人を放ったらかしたままなのであるが看護婦などはこの手術は院長先生の失敗です本当にお気の毒ですと言っている妹は板倉の容体が悪化してから 田中の家に鍵をかけてずっと突き切っていたのだけれどもこうなると誰か相談相手が欲しく毎日のことがあっては自分の責任でもあると思い子宮太鼓に帰ってきてもらうより外にないと考えてともかくも足屋へ電話をかけたどこか病院以外のところからかけているらしかったというわけで私勝手にこんな電話をかけて あとで兄に叱られるかもしれませんけれど、元電話口で泣き声を出しているのであった。幸子が、例の、先方にばかりしゃべらせて、ただハーハーと受け答えしたであろうことは、想像にかくないのであるが、それでも太古から聞いているところでは、田舎育ちの、まだ都会慣れない20、二十十二の娘だという、その妹が、兄の身を案じるあまり、 非常な決断と勇気を持ってかけてきた電話であることは、その息遣いと誤調によっても察知られたので、承知しました、すぐ東京へ行ってやりますと言って、早速、彼女は、あの処置を取ったのであった。それから、昨日、三宮駅から病院へ直行した太子が、夕方ちょっと戻ってきて、一時間ほどしてまた出かけたが、その時の話だと。 平素あれほど我慢強い、泣き言など漏らしたことのない板倉があんな育児のない声を出して、痛い痛いと言い続ける様子は、見ても恐ろしいような気がすると言っていた。今朝も、妙子が病室へ入って行ったとき、妹が、寝台の側へ寄って、恋さんが帰ってきやはりましたで、と言ったけれども、病人は、苦しそうな目を妙子の方へちらと向けて、ただ、 痛痛いいいというばかりそれは痛みをこらえることに渾身の努力を要するので他に注意を振り向ける余裕がないのであるらしかったそんな風だから夜昼鬱陶しにうなるのみで一睡もせず食事も取らないそのくせ見たところでは膨れても産んでもいないのでどこが痛むのか分からないのであるが疾患部は 左足の膝のあたりからつま先までであるらしく、寝返りを打っても、肌にそーっと触っても、大変なうずき方をするものと見え、そんな時には、特別の叫び声を上げる。ユキコは、一体、何が原因でそうなったのか、耳の手術と足の痛みとどういう関係があるのかと聞いたが、それは、太子にもよくわかっていなかった。というのは、院長が、 さっぱり説明を与えてくれないばかりでなく患者が苦しみ出してからは逃げを負ってなるべく寄りつかないようにしているからであったが看護婦が漏らした言葉や素人口で想像すると手術の時に何か悪性のばい菌が入ってその毒が足の方へ巡ったものであるらしかったしかしそのうちに今朝早く国から出てきた老父母や兄嫁などが 病室の外の廊下で相談し始めたので磯貝院長も捨てておけなくなり午後になってから某外科病院の院長に来診を来い一室にこもって2人でしばらく行儀していたがやがてその外科の院長が自去したと思うと今度はまた別な外科医が現れてそれも診察後磯貝院長と何かこそこそ話し合って引き上げてしまった。 看護婦に聞くと、ここの院長が自分の手に負えなくなったので、神戸で一番名声の高い外科医に来てもらったところ、大腿部から以下を切断しなければならないのだけれども、それも手遅れであると言われたので、今更慌てだし、第二の外科医を招いたのであるが、その外科医もさじを投げて帰ったのだということであった。太古は、それに付け加えて、自分は、 今朝病人の状態を見、妹から経過を聞いたときに、これは、一刻も猶予はならない。院長に気兼ねなどしている場合でないから、即座に信用ある医師の来診を求めて前処すべきであると思ったけれども、何しろ、田舎の年寄りたちは気が長いので、いたずらに、核をはとめてどうしようこうしようというばかりで、一向決断に至らない。 そんな風にして時間を空費することが取り返しのつかない結果になるのは分かっていたけれども自分は今日がその人たちと初対面であるからあまり出過ぎたことも言えず言ってみてもへえそうでございますかなというだけで動いてくれないので歯がゆくてならなかったというのであった以上が昨日の夕方の話であるが太子は 今朝六時頃にまた一度帰宅し、二時間ほど休息して出かけていったので、その時に聞くと、昨夜、遅く、院長がまた一人鈴木という外科医を引っ張ってきたところ、結果については保証できないが、それでよろしければ、ということで手術することを承諾した。しかし、そうなっても、まだ、親たちの方の決心がつかないのだということであった。親たち、ことに、 母親は、どうせ助からないものなら、そんな無ごたらしいことをしないで、満足な体で死なしてやりたいと言い、妹は助からないまでもできるだけの手段、手段は、谷崎潤一郎全集第19巻、中央公論審査2015年6月10日初版発行では、手術。 谷崎純一郎全集第15巻中央討論者1968年1月25日発行では手段を尽くしてみるのが当然であるというので妹の意見の方が正しいことは明瞭であるけれどもそれが年寄りたちにはなかなか飲み込めないもっとも妙子は塾方にしてももう完全に手遅れになったに違いないから 自分はすでに諦めているとも言っている言っているは、谷崎潤一郎全集第19巻、中央公論新社2015年、6月10日初版発行と、谷崎潤一郎全集第15巻、中央公論社1968年、1月25日発行では、言っていた。なお、また、板倉に付き添っている看護婦というのが、何か、院長に反感を持っているらしく。 ややもすると、院長の悪口を言うので、どこまで芯を置いてよいか分からないけれども、この院長というのは、大歯家の上に、年のせいもあって、アルコール中毒にかかっており、手先が震えるところから、時々、手術に失敗があり、今までにも、患者をこんな目に合わせた例が、十二度ある、とのことであった。後に、太子は、この時の戦いきをくしたに語ったが、 した医師の説では耳の手術からばい菌が入って致死を犯すというようなことはたとえ一流の専門医が注意に注意して手掛けても往々あり得ることで医師も神様でない以上絶無を期するわけにはいかないただし手術の後で万が一にもばい菌が入った疑いがある場合患者が身体のどこかにいささかでも疼痛を感じたような場合には が髪を入れず外科医を招いて処置しなければ手遅れになる危険があるそれは実に寸病を争うのであると言っていただから磯貝院長が手術に失敗したことは除すべしとしてもうめき苦しむ患者を放置して三日間も帰り見なかった一時は怠慢とも不正意とも不親切とも言いようのないことで 患者の親たちが何も知らない農村の老夫婦でなかったならば、あるいは無事に収まらなかったであろうに、格別の事件にもならずに済んだのは磯貝院長の幸運と言わなければならない。同時に、また、板倉がそういういかがわしい医師と知らずに、その院へ治療を受けに行ったことは当人の不運というより外はない。が、外はない。開業、が、 谷崎潤一郎全集第19巻中央公論新社2015年6月10日初版発行と谷崎潤一郎全集第15巻中央公論社1968年1月25日発行では外はない開業がそれは後の話であるユキコはユキコからこれらの事情を一と通り聞き終わると次に尋ねたことは ユキコが、板倉の妹と電話で話したのは、どこの部屋であったか、その電話の内容は、おはるをはじめ、お手伝いたちに知れたであろうか、定之助は知っているのか、とうの事柄であった。ユキコは、最初の電話の時は、自分とおはるとが離れにいたので、離れの方へかかってき、え子と、ミトちゃんと、おはるとが聞いていたこと、ミトちゃんと、おはるとは、 変な顔をして黙っていたけれども、悦子が、板倉がどうしたのなんで恋さんが帰ってくるのと、うるさく尋ねるのに並行したこと、そして、どうせお春に聞かれたからには、お手伝いたちに喋るであろうし、それは、この場合、ある程度仕方がないが、ミトちゃんに聞かれることは好ましくないと考えたので、二度目からは、母屋の電話で話したこと。 帝之助兄さんには、電話のことも、自分が取った処置のことも報告して、了解を得てあること、などを語ったが、なお、帝之助も、陰ながら心配をし、今朝は、出がけに、妙子から、詳しく経過を聞いて、それは、ぜひとも、外科の手術を受けてみるように進めてやりなさい、と、そう言って出たくらいである、ということであった。私も ちょっとぐらい見舞いに行ってやりたいけどさあていのすけ兄さんに電話で相談してみたらとにかく寝てからのことにするわゆきこは容疑者で眠れなかったのを取り返すためにしばらく2階の8畳で横になってみたがなんとなく気にかかって寝つかれないので諦めたらしく降りてきて顔を洗いお昼のご飯を早くするように台所に声をかけておいて 電話口へ之助を呼んだ。板倉の病気に恋さんが呼ばれて駆けつけるということは事情やむを得ないとしても私までが顔を出しては2人の関係を大びらに認めたような結果になるので面白くないと思うけれども水害の時に恋さんが世話になったことなどもあるのに知っていながら見舞いにも行かずにいてこれきりになったら寝覚めが悪いような気がするそれにどうも 板倉は、助からないのではあるまいか、あの男は、頑丈な体をしているけれども、どこか、薄明の層があるように思えると、ユキコが言うと、僕も、なんとなくそんなような気がするから、ちょっとぐらいなら、見舞いに行ってやっても差し支えないが、と、定之助も。で、今度は、妙子を呼び出して、警棒にぶつかりはしないであろうか、と言うと、 今のところ、親兄弟のほかには誰も来ていないし、誰にも知らしてないが、たとえお題がどうなるにしろ、奥端の方へ知らす必要はないであろう。ことに警棒に来たられると、病人を興奮させるような結果にならないとも限らないから、うちが反対して、そんなことはさせないようにする、といい、それよりも、実は、中安ちゃんに来てもらうようにこちらから頼もうかと思っていたのである。 というのは、下界渡そうかどうしようかで、未だに相談がまとまらないで、ごたごたしている。うちと妹とは、下界に委ねることを熱心に。そんなら、ご飯を食べて直帰に行くから、と、そういった電話を切ったユキコは、ユキコと二人で、いつもより早い昼食を取りながら、この際、看護婦の口から、妙子のことなどが世間へ漏れてはよろしくないし、もう昨今では、 ほとんど悦子の遊び相手をしているようなもので、何の用事もないのであるから、今日でミトちゃんに帰ってもらったら、と考えつき、そのことをユキコに相談すると、ミトちゃん自身も、もうお暇をいただきましょうかと言っているのだということなので、そしたら急のようだけれども、今日、私が戻るまでいてもらって、晩のご飯でも食べてから帰るようにユキコちゃんから話しといて、と、うん。言ってみると 中山手の電車通りを山手の方へ半丁ほど登った細い坂路の中途にある病院といっても二階建てのみすぼらしい院で会場に日本間の病室が二つ三つあるに過ぎなかった板倉の部屋は六畳間で窓の外に裏側の家の物ひだが銀設してい洗濯物が何枚も吊るしてあるのが鬱陶しくセルの一重の頃なので 45人の人間がそこらに座ったり腰掛けたりしている風通しの悪い室内が汗臭く生きれていたが病人は右手の壁に寄せつけてある鉄の信頼に壁の方を向いて背中を少し丸くしてがていたユキコはここへ入った時からその病人が低いしかし非常な早口で痛い痛い,痛い痛い痛いと。 1>, 1秒間の休みもなしに言い続けているのを聞いたが、それは、彼女が、妙子の紹介で、病人の両親や、兄嫁や、妹などと挨拶を取り交わしている間重曹であった。太古は、紹介が済むと、信頼の枕元へ両膝をついて、こむやん、と、小声で言った。中安ちゃんが来てくれはったで、痛い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 。 病人は、やはり背中をこちらに向けて、壁の一点を見つめたまま、そう言っていた。ユ子は、妙子の後に立って、恐る恐る覗き込んだが、右を上にしてがている横顔は、そんなにやつれてもいず、血色も思ったほど悪くはなかった。毛布を、腰の辺りまで剥いで、ガーゼの根巻き一枚でいるのであるが、はだけた、襟元やまくれ上がった袖口から、 見える胸や二の腕のたくましさなども変わりはなく、ただ、包帯が耳のところで十文字に、一つは路上部から家かけて、一つは額から後頭部へかけて巻いてあった。ゴムヤン。と、妙子がもう一度言った。中あんちゃんが来てくれはった。ユキは、妙子が、板倉のことをゴムヤンと呼ぶのを初めて聞いた。芦屋の家で、 太古が彼の噂をするときはいつも「いたくと言っており、ゆきこも、ゆきこも、悦子までも、陰では、いたくと呼び捨てにしているのであるが、彼の本名は、いたくら優作で、ゴムヤンというのは、奥端商店にでっちぼをしていた自分米吉と呼ばれていたところから起こったのであった。いたくさん。と、ゆきこが言った。 えらいめえにそうやはったわな。あんたみたいな人がそないいたい、いたいうんやはるのんやったら。そう言いかけて、ハンカチで花を摘んだ。兄さん、芦屋のご両人さまでっせ。と、妹も寄ってきて言ったが。まあ、そない,い言わんとおきなさい。と、ゆきこはせいして。痛い,いのんは、左の足や言うことやないか。そうやねん。 右の耳を手術したよってに、右を上にしてガンならんのんで、痛い方の足が下になるねん。えらい都合が悪いねんな。そんで、なおのこと痛がるねんは、病人のキメの洗い額には、つーくをこらえる油汗がいっぱいににじみ出ていた。さっきから、ハエが一匹、時々、病人の顔に来て止まるのを、妙子がしゃべりながら、手で追い払ってやっていたが、 突然、病人が、痛い痛いというのを止めて、おしっこや、と言った。お母さん、兄さん、おしっこ。妹が言うと、向こうの壁に、ひょうりかかっていた母親が立ってきて、ごめんくださりませ。と、小腰をかがめ、寝台の下に、新聞紙に包んであった手瓶を取って、病人の毛布の間に差し入れた。それ、またえらいで。 母親がそう言う途端に、痛い。と、病人は、今までの上事のような調子とは、全然違う、狂気じみた声を発した。痛い、痛い、痛い。痛っても仕方ない、辛抱しなさい。痛い、痛い。触ったらあかん、触ったら、辛抱しなさい。こうせなんだらおしっこできんやないか。ゆき子は、 あの板倉のどこを押せばこういう卑屈な音が出るのかと不思議な気がしてまた改めて病人の姿をしげしげと眺めた病人は左の足の位置を一尺ほど変え体を少し仰向けにひねらせるのに二十三分を要したそして姿勢が極まったところでしばらく沈黙して息遣いを整え呼吸の静まるのを待ってよう弁じたが そうしながら、ぽかんと口を開けて、かつて見たことのない、強打な目つきをして、その辺にいる人たちの顔をじろじろ見まわした。なぞ、食べはりますのん。と、ゆきこが母親に聞いた。それがなあ、ちょっとも食べませんのんで、レモネードばかり飲むねんはそやよってにおしっこが出るねん。ゆきこは、病人の痛む方の足が、 毛布のの間から出ているのを見た実際、それは、何の変わったところもあるようではなく、ただ、少しばかり血管が土張して、青くすいて見えるだけであったが、それも、ユ子の気のせいかもしれなかった。病人は、また、姿勢を元へ戻すのに、前にも劣らぬ騒ぎ方をしたが、今度は、痛い痛いというセリフの間に、えもう死にたい。 死なしてくれ。とか、はよを殺せ、殺せ。とか言うのであった。板倉の父親という人は、口数の少尉、おどおどした目つきをした老人で、自分の意見などというものは持ち合わせない。純朴な高校野のようであるが、母親という人は、父親よりは、だいぶしっかりしたところがあるらしい。寝不足なのか、泣いたせいなのか。 それとも、眼病を患ってでもいるのか、眼んが膨れて垂れ下がっているために、始終目をつぶっているような顔つきをした。したがって表情の鈍い、ボケかかった、老婆のような外貌ではあるけれども、さっきからユキコが見ていると、もっぱら、病人の身の回りの世話をしてやっているのは、この母親なのであった。病人も、また母親に甘えるような風があり、彼女の言うことなら、 何を言われててても黙って聞いていた。妙子の話だと病人を外科へ移す相談が低頓しているのは実際はこの老婆一人が「うん」と言わないからなのだそうであるが幸子が来てからも一方では父親と母親一方では妙子と妹とが2組に分かれて時々部屋の隅の方へ行ったり外の廊下へ出て行ったりしてこそこそとささやき合い 中に入って、双方を取りなしているらしい兄嫁が、また、彼方へ呼ばれたり、こちらへ呼ばれたりしていた。老夫婦の言っていることは、ひどく小声で、由紀子には聞き取れないけれども、母親が、何かしきりに短索するような口調で言うのに、父親も動かされながら、耳を傾ける様子である。妙子と妹とは、その間に兄嫁を捕まえて、 外科的手段を取らずに殺しては親兄弟の落ち度になることをくどくどと言い聞かせて何とかして母親を納得させてくれるように頼んでいる兄嫁は二人に口説かれるとそれももっともと思うらしく母親のところへ立って行っていろいろ言ってみるけれども母親はどうせ死ぬなら満足な体で死なしてやってくれの一点張りでそれを押し切って頼むと そんなむごたらしいことをして、きっと助かるという保証をしてくれるかと逆襲する。兄嫁は、また引き去ってきて、とても私が言ったんでは、お母さんは承知しない、年寄りにそういう理屈を言っても分からないのだからと、今度は妹をなだめにかかる。すると、妹が、自分で、母親のところへ立っていき、お母さんは、ただかわいそうだとか、むごたらしいとか。 目前の辛さばかりを考えて、本当に、親としての道を尽くそうとしない。助かる、助からないは、とにかくとして、後に思い残りがないように、できるだけの方法をとってみるのが、私たちの責任ではありませんかと、泣き声を出して、老婆の顔面を攻撃する。要するに、そういう風なことをいつまでも繰り返しているのであった。中安ちゃん。と、太古は、 しまいにゆきコを呼んで、廊下の一番遠くの方へ引っ張っていった。田舎の人いうもんは、なんでああ気が長いのんか、呆れてしまうわ。けど、お母さんの身になったら、ウンや春のんも、無理のないとこかもしれんわな。もう、どうせ手遅れや思うて、うちは諦めてるねんわ。けど、妹が、何とぞ、いっぺん。 ご両人様からお母さんに言うていただくようにお願いしてください言うねん。あのお母さんは家のものには強情やけど、えらい人の前へ出たら何もよう運やはらんとさようでございますか言うて納得してしまやはるねんて。私がえらい人かいな。ユキコは正直のところ他人が余計な差し出口をして。 結果が面白くなかった場合、あのおばあさんの調子では、後でどんなに恨まれるか分からないし、しかも、中中の89まで不成功に終わるであろうことは見えているとすると、とてもそういう相談に関わり合う気にはなれなかった。まあ待ってて、ごらん、あない言うてはるけど、結局、みんなの言う通りにせんなら言うことは分かってはるねんが、ただ気の済むまで。 あんな風に愚痴をこぼしてはるねん。彼女は、そんなことよりも、これで義理も済んだのであるから、何とかして太子をも連れて帰らなければと思いながら、良い潮が見つからないので困っているところなのであった。と、看護婦が登ってきて、病室の方へ行きかけたが、廊下に妙子がいるのを見ると、あの、院長先生が、 ご謹慎の方にちょっとご面会なさりたいそうですが、と言った。誰方か、お一人、おいでになってくださいませんか。妙子がそれを取り次ぐために入っていくと、病人の信頼の頭の方に、兄嫁と妹が、尊居待ってい、足の方に、老人夫婦がいた。そして、この時も、お前が行くか私が行くかで、年寄りたちはしばらくもじもじしてから、 二人連れ立って出かけて行ったが、十五分もすると戻ってきて、父親はさも当惑したように、ため息を吐いて座り、母親は泣きながら、何か、ブつぶつと父親の耳の端へ来てつぶやいていた。二人が、院長に、どんな風なことを言われたのかは、よく分からないのであるが、後で、その時の様子を聞くと、院長は、ここの病院で、このまま病人に死なれたのでは、 厄介なことになると思い、何としても外科の手術を受けなければならないように、よほど上手に老人夫婦に持ちかけたらしいのであった。院長の言い分は、ご子息さんの耳の方の処置は自分において最善を尽くし、消毒等も完全にして執り行ったので、治療に手落ちがあったろうとは考えられない、してみれば、ご子息さんの足の疾患というものは、 耳の病気とは別のものである。ご子息さんは、ご覧の通り、耳の方はよくなられたのであるから、もはや野党委員に入院しておられる必要はないのである。党委員においても、他の部分に疾患のある方をお預かりしておいて、万一のことがあってはならないと思うので、昨夜、鈴木先生に処置をご依頼し、ご承諾を得たようなわけであるが、親御さんたちのご決心がつきかねるとかいう。 老人夫婦は、院長の言うことを、ただはいはいと聞いて、それではよろしくお願い申します、と挨拶して引きずさったのであるが、母親は部屋へ戻ってきてから、院長にうまく言いくるめられたのは、父親の罪ででもあるかのように、口小言を言っているのであった。しかし、ユキ子の見た通り、母親にしても、悲嘆の、あまりいろいろな愚痴が出るのだけれども、 結局外科に引き渡さなければならないことは観念していたものらしく、それを切りかけに折れてしまった。鈴木病院というのは、上筒井6丁目の、昔の阪急の終点付近にあったが、ようやく、そこへ病人を担ぎ出す段取りがついたのは、暗くなりかかった頃であった。その時も、磯貝院長の仕方は、不親切を極め、話がそうと決定してからは、 いかにも厄介払いをしたという態度で自分は一切姿を現さず挨拶にも出てこないので病人を運搬するについての世話はすべて鈴木病院から出張した医師や看護婦が担当した病人は親兄弟たちがよりより相談し合っていたこの数時間の間自分の足が切断されることに関して魏が凝らされているのであることを知っていたのかいないのか全くったく ただ、痛い痛いと言い続けるところの、何か、人間離れの下、一チのうめく、怪物のごとき存在に生かしてしまっていたが、そして、親兄弟たちも、彼らの息子であり、弟であり、兄であるところのものを、もはややそういう奇妙な存在になったとみなし、彼の意向を正すとか、彼に因果を含めるとかいうことは、問題にしていないかのようであったが、 最も懸念されたことは病室から寝台自動車へ移す。なぜといってその病室の外の廊下は普通の住宅のそれのような三尺幅のものであり階段もまた狭い上に踊り場がなくて螺旋状に曲がっているので担架で階下へ下ろす際に小便をするのにさえあんなわめき方をする病人に非常な苦痛を与えるであろうことは明らかだからであった。 親兄弟たちは病人を気の毒がるよりもその時の鋭い叫び声を聞かされるのがやりきれないのでひやひやしたが何とかしていただけないものでしょうかとユキコが見かねて看護婦に言うといやそのご心配には及びません注射をして運び出しますからとそういう鈴木医師の答えだったのでみんなほっとした事実病人は注射されてからやや安静になり 医師と看護婦と母親に付き添われて運ばれていった。三十五父親と兄嫁と妹とが病室の後んふけをしたり支払いを済ましたりしている暇にユ子は太子を陰へ呼んで私はこれで帰ろうと思うがコイさんも一応帰ってはどうか定之助兄さんもなるべく私が帰るときにコイさんを連れて帰るように言っているのだが。 誘いをかけてみたのであったがとにかく手術の結果を見届けるまではということなのでユキコは仕方なく4人を自動車に乗せて鈴木病院へ送り届け自分はその車で芦屋へ帰ることにした車が病院の前でちょ打った時にも彼女は降りていく太鼓をもう一度呼び止めて小イさんとしては付き添っていたい場合であろうが見たところ病人も 親兄弟たちもあたしとうに遠慮しているのかどうかそんなに恋さんを必要としていないようでもあるからうまく抜けてこられたら来たるようにそう言ってもその時の事情によることだけれども何とぞくれぐれもあたしとうの最も恐れるのは病人と恋さんとの間にいいな付けの関係でもあったかのごとく世間から誤解されることにあるのだということを どんな場合にも忘れないでくれるように、幕岡の仮名ということ、とりわけ、ゆきこちゃんへの影響という。彼女のつもりでは、コ井さんが、板倉と実際に結婚するものならやむを得ないけれども、今、板倉が死んでしまうのなら、彼との間に約束があったことなどは、世間に知れない方が良い、ということを、せいぜい遠曲に言ったのであったが、太古は、 大方厳外の意味を領得したに違いなかった。ユキコは、この間から、自分が、何よりも苦に病んでいた問題、自分の憎みの妹が、死も素性も分からない、でっちのぼりの青年の妻になろうとしている事件が、こういう風な、予想もしなかった自然的方法で、自分に都合よく解決しそうになったことを思うと、正直のところ、ありがたい。 とといいうう気持ちがが先に立つのをいかとも制しようがなかもよなった人の死を恋い願うような心が自分の胸の奥のどこかに潜んでいると考えることは不愉快でもあり浅ましくもあるけれどもどうやらそれは事実なのであるだが今の場合こういう気持ちを抱く者は自分ばかりではないであろうゆ子はもちろんのこととして定之助も同感であろうしもし警防が この出来事を聞き知ったならばおそらく誰よりも小躍りして喜ぶものは彼であろうとも思えるのであった。えらい遅かったやないか。もう事務所から帰宅していた邸之助は応接まで妻の帰りを待っていたらしく彼女が入ってくるのを見ると言った。お昼頃出かけた言うのんにあんまり遅すぎるよって今病院へ電話かけさしたとこやってん。それがなあ。 恋さんを連れて帰ろう思う境に、だんだんと遅れてしもうて。恋さんも一緒に戻ったのんか。戻らしません。手術が済むまでついていた言うのんで、それも無理がない思うて。手術することになったんか。はあはあ、あたしが行ってからも、しようかしまいかで長いこと相談して、ようよう極まったのんで、今、 鈴木病院までみんなを送り届けてきましてん。それで、どないや、助かるらしいか。さあ、たぶん飽きませんやろうな。おかしいなあ、一体、足がどないなってるねん。それが別れしませんねん。なんという病気か、病名を聞いたか。病名を聞いても、磯貝さんは、こそこそと逃げてしまいやはるし。 鈴木さんも磯貝さんに遠慮してはるらしいて、はっきりしたことは言うてくれはれしませんねんて。敗血症とか、解決病とか言うようなもんと違いますやろか。ゆき子は、看護婦のミトちゃんが、もうさっきから身自宅をして待っているというので、彼女に会って、四十日間の労をねぎらって、暇を使ってから、夫とゆき子とで、夕飯の宅を囲んだが。 その最中に、鈴木病院から電話がかかったので、立っていった。帝之助たちが食堂で聞いていると、妙子と話しているらしく、なかなか長い電話であったが、手術が済んで、目下のところは、証拠を保っていること、しかし、輸血の必要が起こりそうなので、老夫婦を除いて、みんなが血液型の検査を受けたこと、そうしたら、病人と妹とが A 型。 妙子が大型であったことだから差し当たりは妹の血を吸血すればよいのであるがなお一両人吸血者が欲しいのであること妙子も大型であるから吸血者の資格はあるわけだけれどもそれは親兄弟たちもかんて要求していないことただここに困ったのは妹の発議で板倉の古い同僚である奥端商店の店員23人にそういえば 一体と、慶之助は、幸子が食卓へ戻るのを待って、一段越えを潜めながら言った。板倉の親兄弟たちは、恋さんと警棒との戦いきさつを知ってるのやろうか。親たちは、何も知らへんのんと違いますやろか。知ってたら、コイさんを、すの嫁にもらういうこと、許すはずがないやありませんか。そうやは、きっと知らんのやは、 ユキコも言った。警棒とのことは、親に話してないねんは妹だけは、知ってるかもしれませんけど。その奥端商店の店員たち言うのんは、四十田中の板倉のところに出入りしてたのと違うか知らん。どうですやろ。そんな古い友達がいるなんてこと、聞いたこともあれしませなんだけど。そういう人たちがいたのにあったら、コイさんと板倉のことは、 相当世間に知れ渡ってると思わんならんな。本に警棒が、僕は、手を回して調べてるよってに、何でも知ってます言うてたのは、その人たちのことと違うかいな。向かいの車は、あれからすぐに覆ったはずであったが、太子は、一時間以上もしてから、帰ってきた。聞けば、彼女は、自動車が雪路でパンクしたために、 病院でで長いこと待ったのであったたのあそれはよいがその間に店員たちが来てしまいよもやと思っていた警棒が来たのであいにくみんなに会うようなことになってしまった警棒はその時刻には店にいないはずであるが多分店員が電話で知らしたのであろうと妙子は言ったもっとも妙子は勤めて警棒から遠ざかるようにしていたし警棒も場合が。 いつ,つましんでいたようであったただ妙子の帰り品に小さんもっといててやったらええやないかとそばへ寄ってきて親切めかしくみみこすりしたのが皮肉と取れば取れなくもなかった彼は店員たちが自ら進んで血液型の検査を受けることを申し出た時僕も見てくださいと言って調べてもらっていたそれは どういう了見なのかわからないけれども彼には一体そういう風がなおっちょこちょいのところがあるのでただなんとなくそんなことを言い出したのに過ぎないであろうと太鼓には思えた太鼓が血液型の検査を受けたのは兄嫁や妹が受けたので勢い自分も受けなければ具合が悪いようになったからであったが親たちをはじめ兄嫁も妹も 恋さんはおやめになってくださいとしきりにそう言ったくらいであった足はどこから切ったのん3人は湯上がりの寝巻き姿で食卓についている妙子の周りに集ってまたしばらくその話を続けたが幸子が聞くとこの辺からやわと妙子はテーブルの下から足を出して寝巻きの上から。 手のひらで大腿部を切るまでをしてみせ、また慌てて、そこを払うまでをした。恋さん、それを見てたのん。ちょっとぐらい見たわ。恋さん、手術に立ち会うたんか。うち、手術室の隣の部屋で待ってましてん。そんなら、そこがガラス戸になってたよってに、手術してるとこが見えるねんわ。見えたにしたかて、よう、そんなとこ見てられたなあ、コさんは。 見んようにしてるねんけど、怖い思うたらつい未到なって、ちらっと見てしまうねん。板倉の心臓が、えらい凄さで波を打って、胸がぐーっと盛り上がったり、ぐーっとへこんだりしてたけど、全身麻酔言うたら、穴になるもんか知らん。中あんちゃんやったら、あれだけ勝て見てられへんわ。もうその話止め。うち、それぐらいは平気やったけど、 とめ。とめんかいな。当分牛肉の彼の子のとこ。とめえな、恋さん。と、ゆきこが叱った。そういえば、病名がわかりましたで。と、妙子は定之助に言った。だっそですねんて。鈴木さん、磯貝委員にいてた間は言うてくれはれしませなんだけど。 自分の病院へ連れてきてから言うてくれはりましてん。ふうん、だっそ言うたら、そんなに痛いもんかいな。やっぱり耳をいらうたのが原因でそないなったんやろか。さあ、どうなのか、それはわかりませんけど、この鈴木病院の院長というのも、あまり、同業者間の評判のかんばしくない医師であったことが、後に知れたのであるが、一体、 土地の一流の外科医が、二人までも絶望と認めて、手術を拒否した病人を、成功は保証しないという条件付きで引き受けるなどということは、考えてみれば少し変のようで、そこら辺りに、この院長のかんばしくないゆえんがあったのかもしれない。太鼓は、その晩は、そんなことには気がつかなかったが、でも、広い建物の割に、外に、 一人も入院患者がないらしく、ひっそりかとしていたので、よほど流行らない病院らしいとは思ったのであった。それに、一つは、その建物というのが、昔、外人の邸宅だったのを直したものらしい、明治時代を忍ばせる、旧式な洋館であったせいか、廊下の足音が高い天井にこだまするような感じの、がらんとした、化け物屋敷じみた病院で、太古は、 一歩を中にと海入れた最初の瞬間に何となく寒々とした陰鬱な空気に襲われたことも事実であった。病人は手術後病室へ運ばれて麻酔から覚めると枕元にいる太鼓を見上げて「ああ僕はチンバヤ」と悲痛な声を漏らしたがそれでも急がい院以来うめき続けてばかりいた病人が。 尋常なもの言いをしたのはその時が初めてであった。そればかりでなく病人は今の一語に調するとあのうめく怪物のように見えていた折にも自分が現在どのような状態にあるのかをちゃんと意識しており自分のそばでどんな相談が進行しているのかをもよく知っていたわけなのであった。何にしても太古は病人がもう 痛い痛いと、と、は、谷崎潤一郎全集第19巻、中央討論新社2015年、6月10日初版発行と、谷崎潤一郎全集第15巻、中央討論社1968年、1月25日発行では、を、言わないようになり、前よりずっと楽になったらしいのを見て、ほっとした。そして、このまま片足を失っただけで助かるのではないかとも思い。 松葉杖をついて歩く回復後の姿を想像したりもしたことであったが、実際は、そのほんの23時間の間だけ、わずかに、病人は安静を得ていたのであった。奥端商店の店員たちや警棒などが駆けつけてきたのは、ちょうどその期間であったが、妙子も一応、要往を見届けたので、出てくるのにも具合がよかった。それに、板倉の妹だけは、 太鼓と警棒と兄との間のごたごたを知っていたので太鼓を早く外させるようにしてくれたのでもあったもっとも太鼓は玄関まで送ってきた妹に急変があったらいつでも知らせてくれるように言い置き向かいの自動車の運転手にもことによったら今夜のうちにもう一遍起きてもらうかもしれないと頼んでおいたのではあるが疲れた疲れたと言いながらも 太子は、三人に、こんな話をいろいろしてから、寝についたが、翌朝4時に、よきのごとく、病院からの電話で起こされて、呼び戻された。ゆき子は、明け方、自動車が、門の前をきしみ出るのを、夢うつつのうちに聞いて、ああ、小井さんが出かけるのだなと思いながらうとうとしていたが、それからどのくらい経った自分か、襖をちょっとばかり開けて。ご両人さん、 というお春の声がしたただいま小井さんからお電話で、板倉さんが今亡くなられましたよって、ちょっとお知らせしておきます、いうことでございました。いまいつ ?6 時半ごろと存じますが、ユキコは、もう一度寝入りしようとしたが、うまい具合に寝つかれないでしまった。そして、定之助も、その電話は聞いていたわけであったが、 離れに寝ていたユキコとエツコとは、8時ごろに起きて、お春から聞いた。昼頃に帰ってきた太子は、あれから、再び容体が悪化し、妹や店員たちが、代わる代わる輸血したけれども、ついに効果がなかったこと。病毒は、足の疼痛から解放された病人の胸部や頭部を犯してき、病人は、恐ろしい苦問のうちに絶命したこと。太子は、 あんなに苦しんだ人の最後を見たことがなかったこと、意識は、臨終の間際まではっきりしていて、人騰に見守っている人々、親、兄弟、友人等に、一人別れを告げ、警棒にも、太子にも、それぞれ、生前の恩をさしたり、将来の幸福を祈ったりしたこと、幕をかけの家族たちのことも、旦那さん、ご両人さん、ゆき子娘さん、悦子お嬢ちゃん、 おつやには、そのあくる日の夕方太鼓が1時間ほど出ただけであった。彼女はもう少し勤めたかったのであるが、一昨夜以来、いつも警棒が来ていて、隙があれば何か話しかけようとする気配が見えるので、それを警戒したのであった。邸之助は、告別式には、自分たちも行ってやらなければ悪いのだが、と言ったが、今日となっては、 やはり二人の義妹たちの将来の利益ということが第一に考えられ、式場でいろいろな人と顔を合わすこと、ことに、あの新聞の事件以来の奥端の一家と、そういう場所でぶつかることは面白くなく思われるので、結局自分は差し控えることにして、ゆきこだけをわざと時間外に弔問させた。妙子も告別式には出たが、仮装前はいかないでしまった。 彼女は帰ってきて、案外、多くの参加者があったこと、親と思うような人の顔も見え、板倉が、いつの間に、そんな方面にまで、交際の手を広げていたのか、彼女でさえも意外に感じたこと、その日も、警棒がおっちょこちょいを発揮して、店員たちと一緒に、館側に並んだことなどを話した。遺骨は、親兄弟たちが、 京里の寺へ持って行って埋葬するということであったが彼らが田中の板倉写真館を閉じて引き上げて行った時にも幕をかがたえ何の挨拶にも来なかったのは多分これ以上の交際を遠慮したのであろう太古は三十五日までは七日に一人でこっそり個人の京里へ行きしめやかにお墓参りをして 親兄弟の家へも寄らずに帰ってくるようにしていたが、ユキコもうすうす、そのことは知っていないでもなかった。ユキコとエツ子とは、ミトちゃんがいなくなってから、離れの方に二人で寝るのは寂しいので、夜は、お春に泊まりに来てもらっていたが、それもわずかに多番で、ちょうど、板倉の告別式の前日に床上げをし、母屋の方へ寝室を移した。そして、 離れはホルマリンで消毒されて、定之助の書斎に戻った。そういえば、こんな具合に、さまざまな事件が起こりつつあった最中、というのは、5月下旬のことであるがある日シベリア経由の一通の書面が幕をかけに届いたことを、ついでにここに書き添えておこう。それは、マニラからハンブルクへ帰ったシュトルツ夫人から、 ゆきコに宛ててきた英文の手紙なのである1939年5月2日ハンブルクにおいて「親愛なる幕岡御霊系様」「私はあなたの大変年頃なお手紙に対してもっと早くお返事を差し上げなかったことを非常に愛すまなく思います」しかし実際私はマニラにいた時も公開中も 全然暇がありませんでした私は妹が病気で今もドイツにいますので彼女の代わりにたくさんの荷物をすっかりまとめなければなりませんでした。そして私は彼女の三人の子供を連れてきましたのでつまり私は五人の子供の面倒を見たのでした。私は ジェノアからブレーメルハーフェンに着くまでほとんど休む暇がありませんでした。私の夫はブレーメルハーフェンに来ており、私たちはみんなが無事に帰国したことを喜びました。私の夫は大層元気そうに見えましたが、ペーターもまた同様で、彼は私の親戚や友人たちとハンブルクの停車場に出迎えていました。私は、 ままだ私のの年老いたた父親や他の姉妹たちには会っておりません私たちはまず私たちの住居を作りたいのですがそれがなかなか手間がかかるのです私たちは家を何軒も見て歩き結局私たちに適当なこれならばと思うのを見つけましたのでただいま家具や台所道具などを購入中ですが 2週間もしましままたら万事用意が整ううだろうと思います。私たちが送り出した大きな貨物類はまだつきませんが10日間ぐらいのうちに着くことと思います。ペーターとフリッツはまだ友達のところに泊まっています。ペーターは学校で非常にたくさんの仕事をしていますが彼はあなた方皆さんによろしく申してくれと言っております。 5月には私たちの友人で日本へ帰る人たちがあります。彼らは悦子さんに些細な親物を持っていきますが、何とぞそれをあなた方皆さんに対する私たちの友情のささやかなる印とお思いになってください。あなた方はいつドイツへおいでになるでしょう。私はあなた方にハンブルクをお見せして自慢したいのです。 それは素晴らしい都会なのですから。ロージェマリーが悦子さんに手紙を書きました。悦子さんよ、あなたも、何とぞまた書いてください。英語の間違いを気になさることはありません。私だって、たくさん間違えます。あの、佐藤氏所有の家には、今誰が住んでいるでしょうか。私は、実にしばしば、2の時点 1, 1 2 2二あの愛すべき場所を思い出すのです。何とぞ佐藤氏に私からよろしくとお伝えください。さて、それからあなたのご家族の方々にもよろしくお伝えになってください。悦子さんはペーターがニューヨークから送った靴をお受け取りになったでしょうか。私はあなたがあのために 税金をお払いになるようなことはなかったであろうと思います。警部、ヒルダ・シュトルツ。以上がシュトルツ夫人の文面であるが、別に、これは、私が、ドイツ語から英語に訳したロージェマリーの手紙ですとして、次の一様が同封してあった。1939年5月2日、火曜日。親愛なる悦子さん。私は、 長いことあなたにお便りをしませんでした。今、私は、あなたにお手紙を書きます。私は、フォンプスタン夫人の家に泊まっている日本人を知っていますが、彼は、横浜賞金銀行の人です。彼の奥さんと三人の子供も、今こちらへ来ています。彼らの名前は、ユマイというのです。マニラからドイツまでの旅行は、大変面白ございました。 私たちはたった一度スエズ運河で砂漠の嵐にあっただけでした。私のいとこたちはチェノアで船から降りました。そして彼らのお母さんが汽車で彼らをドイツへ連れて行きました。私たちは船でブレーメルハーフェンまで行きました。私たちが泊まっている下宿屋の私たちの寝室の窓の下で1羽の黒鳥が巣を作っています。 最初に彼女は卵を産みましたそして今彼女はそれを返さなければならないのですある日私が見ていましたら鳥のお父さんがハエを1匹くちばしにきょうえてきました鳥のお父さんはそれを鳥のお母さんに与えようとしたのですが鳥のお母さんは飛んでいってしまいました鳥のお父さんは大変賢くて ハエの死骸を巣に落として飛び去りました。鳥のお母さんは直帰に帰ってきました。そして、そのハエを食べ、そして、再び卵の上に座りました。もうすぐ、私たちは、新しい家を持ちます。私たちの住所は、オーフェルベック街14番地、近い左側、です。親愛なる、親愛なるは、 谷崎純一郎全集第19巻中央公論新社2015年6月10日初版発行と谷崎純一郎全集第15巻中央公論社1968年1月25日発行では親愛な悦子さん何とぞまたすぐお手紙をください皆さんによろしくローゼマリー昨日私たちはペーターに会いましたが 彼も皆さんによろしくと言っていました。